はーい。YouTube を見てる方、ミルダムを見てる方、こんばんは。10月24日火曜日、通常配信やってきますね。皆さんこんばんは。YouTube 見てる方、リンク行きやすくなるんで、高評価方してもらえると助かります。まだ入院してないよ。明日からね。明日から、 あの入院だから今日ちょっと夕方ねテスト配信したけどなんとかいろいろ通知が来なかったりやったけどなんとかできましたねうーんまあちょっとね入院中やるかどうかまだ分かんないけど状況次第だね もう痛み苦しんで配信どころじゃないかもしれないしまあできたらやるかなって感じだけどスマホでねスマホではい、うん、ジャッジメントなんかもうねボイス人狼やりだすとチャット人狼戻れないね 病院でなんで喋れるのかって思った。うんぼまあ、ボイチャーより対面が一番面白いんだけどね。まあまあ、ちょっと今日は楽しんでやって、まあ、明日から入院して、明日入院、明後日手術、 で、今日先生から直々に電話かかってきたの、ね、夕方。ちょっと説明すること忘れてましたって言って。で、その時聞いたら、一応前準備が3時間手術の前準備が3時間で、手術自体は2時間ぐらいで終わるって言ってたから、そこまで難しくないんかな。 腹腔鏡でやるって腹腔鏡手術でやるからどうなの全身なのかな腹腔鏡ってうんとりあえず腹腔鏡でやりますって言われて、まあ、手術終わって23日で退院とは言ってたね手術は早いんかな 手術終わって23日で大体退院になりますってだからうんちょっと嫌だけどまあちょっと頑張ってきますね手術はいじゃあ配信設定やっていきますね部分配信ならライブ配信してああ じゃあ感覚を分かりながら手術されるんかな下半身だけ、あ、こんばんは。下半身だけもう、麻痺した状態で、手術されて、なんか手術されてる間、感覚あるの嫌だね、なんかね。はい、こんばんは。部分麻酔で手術実況。 やばいね、実況したらね。え腹腔鏡全身あ、希望があるんだ。そういうの聞かれるんかなうん。え、マジで感覚あるのえ <laughs> いや、どっちがいいんだろう。寝かしてもらった方がいいよね。 うーんいやーあれ、俺、胃カメラ、胃カメラもね、感覚あるので胃カメラするのと寝て胃カメラするの全然違うからね。もう、寝て胃カメラともう感覚あって胃カメラ全然違うからね。うん、そうだろうね。 全く平気ない。うん、まあちょっと明日また説明あると思うから、麻酔なしでいかめもう慣れたらそうなんだろうけどね。はい、じゃあ配信設定やっていきますね。福引きの、あの、 タイトルなんでしよう明日手術明日手術じゃなくて明日入院しますにしとくね <laughs> えっと27えー、っと何時間だ4時までだからね今日は配信 6時間6十2 4十四回だねあした匂しますもう書いてるじゃん笑ったすでに福引きまだ設定してないけどみんな書いてるとこ草だね はい。福引きスタートしました。ミルダム見てくれてる方は福引き参加できるんで、ぜひね、福引き参加してみてください。エゾウさんギフトありがとう。はい。YouTube 見てる方ね、う明日から入院なんで、多分ライブ配信するとなったらミルダムですると思うの。 でね、ぜひミルダムの方もフォローの方よろしくお願いしますはいじゃあ今から村建てるんで参加できる方石油の要員できる方いたらねロビーでお待ちくださいん そそうそう、俺もクラムさんと同じよね。カメラはちょっと寝たままやった方が楽だね。復活のたくま。エイズムーンさんありがとう。そうだね。戻ってきたら復活のたくまにしないとね。アイドナーさんありがとう。 えっハロウィン・ユアルームってちょっと待ってねチコアちゃんのなんか言ってるの見てみるんハロウィン・ユわルームちょっと待って ちょっと全画面にするねえー、っと全画面どれハロウィンハロウィンあこれこれもう始まってんだね ああ。じゃあ、これ参加しようか。うん。あお化け千個で飛翔じゃあ、もう今週ちょっと配信ほとんどできないからね。これ参加しようか。ちくわちゃんが言うんであれば。 はい、参加しました。ハロウィン。皆さんのお化けギフトね。お待ちしてます。お化けギフト1000個。うわ、お化け振ってきた。ちくわちゃんお化け100個ありがとう。はい、じゃ 中村立てますね。アムラリンさんお化けありがとう。ゲストリレスタートしました。映像さんありがとう。 ニャパさん、コロさん、おんちゃん、エゾウさん、ギストありがとう。アリスさん、ギストありがとう。 マジューさんありがとう。 お願いしますうわーこれちょっと荒らしもいい。 は人いないねこれ。ダ <laughs> クマ、お前配信してねえだろな。こちっちから見せよおめえよ。お,はお前配信してねえだろな。ダクマ。おい、ダクマ。待って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 なんで？ はーい。ちょっと待ってね。3番さん聞こえますかはいあ。3番さんどうぞありますかどなたかとあ。ユーザーさん、えー、ありがとう。まあ、たくまさんと4、5回やった記憶あるんですけど。あー、自分とね。はいはい。了解4番さん、どうですか ノリゾウさん、はい、高評価ありがとうお願いします。何回かあります。はい、6番さんこえますかはい。6番さん、かはい、さん誰かと動作ありますかあ、たくまさん、6番さん、僕と一緒に何回かやってます。大丈夫です、6番さんは。 ああ9番さん、本物アリスさんギフト、の本物本物あの、本枠でやると荒らされるから、こっちやってる、ごめんね。はいはい。アリスさん、ギフトありがとう。8番さんはどうですかあー、俺か。269はやってますよ、多分多分六6は、多分八 8, 8番じゃん、もう、昔だよね。診療ワードの時だよね。<laughs> あのね、鎌倉日記なんですよ、僕。だから、その名前を覚えてるかもしれない。分かんない。覚えてないかも。ドリ,ドリルさん、本物ドリルさん。はい。またキャラ変えたのはい。もうちょっと長めに喋って。はーい。 お願いします。はいはい。これフレンド入ってるでしょフレンド入ってますよね。んあ、入ってるけど、なんか怪しいから。はいはい。はい。えっ、ー、とね、ちょっと、天声、なんかいろんな人入っているから、天声入っている可能性あるから、一回立て直しますね。で、うん。 で、だから、ちょっと、もう一回、ちょっと咳埋まるかもしれないか、先着順になるから、その辺ちょっとご了承くださいね。はい、ちょっと立て直します。 はい、フレンドショーターお願いします。 たくま、配信してねえだろうな。なあ、配信するんだって言ったろ勝手に配信すんなよ。たくまた,きたねたくま、お前それ許可取ってやってんのかなあ、勝手に取んじゃねえよたくま 早くメトロス完成してほしい、ね、お前普通にゲームやれそんなお前人数も見てねえんだからだから定言配信者なんだよお前はタクマー何したんやろあの人。 なんか蹴られるんだけど意味わかんないはい揃いましたねえっ、ー、と4番線、はい、聞こえますかはい聞こえますいつも言われますよおばあさんああんか聞いたことあるねはい えーっとね。ちょっとた、皆さん、提案があるんだけど、人狼メトロポリスっていうアプリでやろうかなと思うんだけど、皆さん来れますか大丈夫ですか嫌な人いるあの、8割方同じです、アプリ。ンチャットとか点声とかも入れないから。で、無料で遊べます、今は。 大丈夫うん。点チャット、点声、来れないから。じゃあ、来れる方チャットで、あの、1って打って。人狼メトロポリス。 うん、アプリ、そうそう、ダウンロードすればできる。でも、コインとかいらないから。うん、ちょっと、ちょっと待っててね。来れる人待っててね。ダウンロードする前に。二番さん大丈夫 はいはい、七番さんは。はいはい、劉さんは。たくま。はいはいはい。じゃあ、向こうで待っときますね。悪魔。お前、配信やめろ。たくま。ああ、がんばさん、ありがとう。 なんかね嵐がいないと向こう快適だね向こうの快適さになれるとこっちできなくなっちゃうねいつ電車が来るかっていうあれがあるからただ2時過ぎからあれがあるんだよね アガママさん、ギョスターありがとう。二時すぎから、メンテナンス入るから。アガママさん、ありがとう。 はい、皆さんありがとうございます。 リスナーさんで参加できる方いますかはい、皆さん参加ありがとうございます。えっと、今、ミルダムで配信中です。ご了承ください。9番さんから転呼お願いします。9です。はい、今日早いウにちょっとだけあります。2>, 2番です。 三番。はい、四番。あ、はい、五番です。六です。七番です。はい、ちょっと待ってくださいね。 権盤さんほぼ同じちょっと待っててくださいね後で説明します はい、戻りました。えっ、ー、とね、初めての方、いると思います。何人か初めての方いると思います。えっ、ー、と、システム的には、オーカムの誘惑と、あの80、80%以上同じなんで、普通にやってて迷うことはないと思います。ただ違うとこは、あの、決定ボタンね。 キャラクタータップして決定ボタンないんでキャラクタータップするだけで反応します。でも押したらなんか画像が変わるんでわかると思います。で、あとチャットね。チャットの位置が本人の体に出るんで位置によっては他の人が使用したように見えるんでね、名前の上とかに出るのがオオカミの誘惑の使用だったんでそっちと勘違いして 他の人が使用したと勘違いするんで必ずあの数字を打ってね8番占いしようとか8番例の使用8番騎士使用って打ってくださいで誰がチャットを打ってるか見間違いないように十分確認の方お願いしますあとローカルルールに移るとまああの右下のあの黄色い枠を押してみてください そこに若干書いてます。平和村以外は、狩りを潜伏推奨でお願いします。ただしあの、出てもルール違反ではありません。あと柱、柱チャット禁止。です村の役語りは OK ですが、感想戦で荒れない程度でお願いします。あと、言葉遣いに関してもあの、こいつ、あいつ、お前程度。もうこれぐらいで強制釣りになるんで。 あとはそうだねあとボリュームですね声が小さい人大きい人って多分いると思いますそれはキャラクタータップしたらね各自で調整できるんで皆さんで調整してください あとマークに関しても自分のマーク変えれたりするんでいろいろ試してみてください。質問ある方いますかはい。じゃあスタートあの、マイク下の準備完了してください。 準備完了マイク下の準備完了を6番さんと7番さんドリルさん押してくださいはいじゃあスタートします役割がランダムに決まりま,すそのまままりすそのやっとスタートできるね あなたの役割は占い師占い結果は初日はランダムに占われません龍さん知るはありがたいなはい皆さんこんばんは youtube 見てる方リンク行きやすくなるんで高評価の押してもらえると助かります はいアンパンマンさんゲストありがとう。春さんありがとう。今,い今ね、あとお化けゲスト集めてます。もしよかったらお願いします。朝が来ました。初日の襲撃はありません。2番、んが発言します。 あ、すいません。はるさん,さん、そらさん、ありがとう。ですかあなたの発言です、はじめちょっと気づきづらかったです。えー、っと、あまあ、1週目は、まあ、2、3、4ぐらいまで多分、進行論ぐらいしか話せないと思うんですけど、福島軍さん、あり,いいありがとう。でもいいし、まあ、さんまさんも僕に思うところがあれば、何か気になった点があれば、発言してもらえればなと思います。 盤面に関しては、一周、多分僕の位置で出るだろうから、僕が秒数を指定しますので、えっと、その時点で出ればいいと思います。こいうかな。まあ、一周目でも少なからず落ちる要素っていうのはあると思うから、まあ、黒い位置、まあ、もちろん白い位置も別に僕は言っていいと思うので、まあ、それは理由をつけるところは理由をつけて言って,ってくださいぐらいです。以上。 2番さんが発言しますまあ2番さんからは特に白要素も黒要素も何もないです拾えたところって秒数指定を示すっていうところだけなんでそこからは白要素も黒要素もいろいろことは何もないまあ、2番は自身のことについて思うことがあったら発言してほしいって言ったけどだとすればまあ進行論ぐらい言って欲しかったなと思うじゃないと 三万人に触れることが何もない。はい。まあ、そんなことを言っても、俺も別に進行論とかないんで。はい。まあ、二周目黒いと思いちゃいます。はい。喋ることないんで切ります。四番。さんが。発言します。まあ、多分。二番の進行論って、ドーン進行が。 したいよっていうのが多分進行論だと思ってるから3番視点2番にその進行論を上げてほしかったっていう感覚は俺とは合わなかったかなと思っていてただ2番が同信婚を推奨するときって2番が役を持っていないまあ令とか持っていない限りあんまり強くないなってえと自視点ね村人目線って2番も精査しないといけないから。 その2番がどう進行して、盤面整理している間に考察が落ちないようとかなれば、結構2番の精査って難しくなってくるから、2番が役を持っているんだったら強い進行かなと思います。持ってないんだったらあんまり強くない進行論を言ったらぐらいで、色落ちは2、3あんましないけど、どっちかというと3番の方がその2番の対象の取り方は,俺は印象悪かったかなと思っています。 5番さんが発言します。ああはい、お願いします。えっとね、2番さんの発言を組み,み取れなるか、で言ったら番番さんが一組み取れてるかなと思ったんですよ。ただし、2番自身がそのドーンをして、沼ったり、なんか弾き返せる要素があるんかなんかっていうところがポイントだと思うんですよね。わからないっちゃわからないけど、だから、 2週目になるんですけど、うん、将来的にはみんな移動すると思うよ。グラフィックもよくなるみたいな。見とれてるのかなっていうだけの印象だけど、まあ、オオカミとかの要素ではないですよね、純粋に。はい。今そう思います。はい、以上です。6番さんが発言します。はい。 なんか触れ方が変なのが5って感じ。いや発言でとんなかってないとう。まあ2の発言をく組めてるっていうか、まあ、まあ、進行論言ってたと思う派と、まあそんなの、まあどの進行言ったからじゃあ色調査に直結するわけじゃないから、まあその進行論ってそうなんだけど、それをなんか進行論言ったように解釈してない3番との違いで、 ごまさって2が再生再地で、まあ、4は話組めてるよねみたいな解釈になったけどなんか3はって感じだったんだよなその3の部分が俺もしかしたら聞き逃してるんだったら悪いんだけど4は割となんか2の話を組めてるっていう若干評価っぽい話し方をしててそれに対してなんか2は再生再地みたいだけどなんか3が視点から消えてるのがよくわかんないって思ったってぐらいですはいそんな感じ 7番3が発いです、うん、あのー、まあ多分6があの5が3に触れてないっていう疑問点は多分3と4を比べたら4の方が汲み取れてるんじゃないっていう5番の主張だと思うんだけど、あのー、2だけの2が再生最地で再生最地っていう言葉のあれがよう分からん。 あの全員再生配地だし、当然1周目は変わるし、2週目も変わるし、2日目も変わるし、3日目も変わるんだよ。だから、もう自分はもう全員再生配地なのよ、基本的には。5番がね、色見えてない人なのであれば、全員再生配地うん。あと、まあ、4は3の指摘は全うかなぐらい、現状。はい、以上です。 あなたの発言。です。うーんとね。自分今怪しんでるのが4番さんと7番さんねまあ。自分は2番さん、3番さんは2周目のグレー精査を聞いて判断でいいと思ったんで、まあ、4番さんがね。2と3。精査して3番さんが怪しいっていうのが、自分的には4番さん合わないのと、7番さんは4番さんの言ってることがまっとって言ったよね。 まっとうっていうなら3番さんの怪しい要素をなんか拾ってて3番さんの怪しい要素かなんか言うのかなと思ったら5番さんのなんことをいろいろなんか言ってて最後に4番さんの言ってることまっとうだからまあそれだったら7番さんの釣り位置5番さん3番さんとかになるんじゃないかなと思うから言ってることおかしいかなと思うんで。 まあ、四番さんか七番さんに一郎いるんじゃないかなと思ってます。九番さんが発言します。はい。お願いします。えー、っと、俺は。二三が人狼っぽく見えてて。えー、っと、五番が狂人っぽく感じたかな。で。二番さんって。 234まで進行論しか話せないって言ったけどそれってなんだろうなかなか村で言わない発言じゃないかなと思って34ローの可能性もあるわけだしっていうところとあと3番さんに関してはまあうん進行論くらい言ってほしかったなと言いながら,してからあ。あ,いさんしありがとは だから23黒いかなとあ,あ ABC さん、ね、プレミアコメントあう頑張ってきますね、うん4が汲み取れてるみたいな4の評価しみたいに走ってるからちょっと逆に強じ目があるんかなって思ったかな以上一番さんが発言します はい、お願いします。うん、現状は、あの、一瞬目聞いただけの段階だと5、五、六、九の中から絞ろうかなと思っている。うん、あの。<laughs> 5番の言い回しっていうのは7番の指摘が妥当やと思っていてそこに関してはまあもう一旦置いとくわ6に関して言うんであれば、まあ、8がある意味当たっていてあの5番に対してあのそれを指摘するんであれば3号のラインって普通に見えるよねこれは7番8番が7番に言っていることではなく、うん、これ6番に言うべきことやと思っているだから8番と視点が合わないレベルなんだね俺は。 でもって9に関しては2番、3番が釣り位置、うん、3番に関しては2に対してのところ、進行論言ってくれればって、自分が言ってもいないのに言っている、そもそも2番は、うん、それを提唱してるんやけれどもっていうところに矛盾点は感じるんやけれども、9番の言う2、3が釣り位置とは絶対にならんと思ってるから、うん、<laughs> 怪しみ位置が致命的に違うのは9番やと思ってる。以上 ねむねむコンゲストありがとうはいじゃあ110でいきましょうか僕はね589かなあ8番さんすいません8番3四郎。ろ61が霊能か61の霊能はちょっと難しいですねどっちも僕は印象は悪くなかったから えっとねまあ、6番は5人叩きを入れたところはまあちょっといいかなと思ってて5番さんがまあ3、4の精査もそうだけど僕に対して2周目精査位置という発言は僕も気になったし、まあ、それ以上に、まあ、6番さんは2周目精査位置という話を拾ってなかったけど7番さんが5番さんに対してああの僕が2周目位置ってなるのは分かるけど5番さんが僕に対して精査位置って言ったのはよく分からなかったの、ね、その発言を拾えているところが7番はいいなと思った。 で、9番は、まあ、僕に対して、まあ、3、4のローがあるのに3、4が3、4まではなんかあのーね、か僕が最初に言ったなん信仰論ぐらいしか話せないって言うと思うけどっていうところに対して なんか不当に叩いてきたなぁと思いましたし、なんかグレー1の、うんいね、1> 怪しんでる位置が、なんか基本的に違う9番、ね、一時期、1点が合わないのがやっぱり人員が増えたからじゃないかなと想してんだけど8番3もそういう意味ではちょっと違ったんだけど8番3は占らないで出たのでっていう感じですねはいだから、まあ、1周目に関しては5、えっと怪しんでるのは、まあ、グレー1では5か9 ええー、まあ、三番さん、おばあさんは二週目行かないとわかんない、七番さんは印象がいい。ああ、えっ、ー、とね、このセンサは二週目聞いてから、二千歩で、おおとそうかなという感じが。土曜か日,日曜,日曜日かじゃないかな。ぐらい一から行くのか、二十六に手術だからね。うん、はい。三番さんが発言します。一二番目にですよね。 土日ぐらいから多分。まあまあ、自身が吉じゃないことを言ってしまうんですけど、あの、八幡さんが占い先を言うなら別に出なくてもいいかなと思ってます。八幡さんが占い先を言わない場合は出た方がいいと思います。だから、八幡さんの意見次第じゃないですか。うん、あ,りありがとう。二 例のからいくかグレーからいくかその辺の発言をしっかりしないのであれば2は多少怪しいかなとただ、あのー、はいこんばんはありがとうだ番が言っていたように5番の再生最地っていうのがおかしいね5番から見たら234全員再生最地だからそんなの役が出揃ってから精査しなさないとダメだからだから5番は俺結構黒いと思ってるけどね あと9も1番が言っているように、2、3狼か。うん、2、3狼5強。だから、なんかね、多分例のに出た2人ってあんまり俺ヘイト集まってないと思うんだよね。だから心境の可能性があるかな。心境だった場合は5級ロ々とかはあるんじゃないかな、と思ってるかな。 基本的には俺は霊能を釣り切ってから判断した方がいいとは思ってるけどただ、新抜の可能性があるからグレーからでもいいかなと思ってるけど2番が言うように霊能精査が難しい僕も1も俺そんなに黒いと思ってなかったからはいグレー行くならおそらく俺は豪華級に行くんだろうなとあもちろん話まだ1周目の意見でしかないから分からないけど霊能だ霊能から行くっていうなら 発言聞いてだと思う方から行きます福将軍さん、ギフト、はい、ありがとう。さらない先を打った方がいい。言わない場合は、騎士を出させた方がいい。4番さんが発言します。はい、多分ん、く漏れでなければ3番がしろっていうのを伝えていたと思うよ。8番はね。 で、俺が番のあ3番のことを多分印象悪いっていう1周目のセンスだから8番って俺のこと怪しいっていう風に引っ張ってきてると思うから3白は多分間違いないと思いますよ。はい、ただそれで俺がそのまあ怪しいとまでは3番のことを言ってないからそれで8番が俺のこと怪しいって言ってきてるんだったらちょっとまあ軽薄かなとは思いますけどただ3番白っていうのは確実だと思います。はいで1 1六が新郎、えっと、だった場合って5番って俺村かなって思ってまあただこれライン引っ張っただけなんだけどまあ2周目は聞いてみないと分かんないけどないかなと思ってるなんか5番の叩かれ方で若干言葉,尻言葉尻を攻められて若干ふとなふうに俺も聞こえてるからまあ俺だけかなこの村って多分5番のこと叩かれすぎかなって思ってるのは5番がオオカミだとしたらオオカミも5番のこと叩いてる構図になってる 形になるから、あんまりピンときてないから、5番って16進路ならなおさら行い方ってないんじゃないかなと思ってますはい。まあ俺は進境ってことあんまりない、1,2番目でないと思ってるから、すげえ弱いから。から普通に釣り切ってもいいし、グレーからでもどっちでもいいかなと思ってますが。 グレーだったらまあ青どうだろうね理由はないけど理由はあんま言えないけど2番かなってちょっとフィーリングで思っちゃってますレイナだったら話聞いて決めますね、はい、進行手順8番がすればいいと思ってます、はい、以上5番さんが発言します 信仰は八幡、はい、さんが取ればいいと思ってるんですけど、俺は基本、ローラーしたいですけどね、審議なんてつけられないと思ってるんですよ。で、えっと、平和村って結構、オオカミが走ってる可能性大だと思ってるんですよね。で、四幡さんはね、今ね、すごく印象良かったんです俺は <laughs> なんかフォローされたからじゃないんですけど、えっとね、例えば一力釣り切ります、あ、5だ、5だ、5がおかしいやって、多分一時っときは適当に隠れられるんかなとか思うけど、そんなこと言わずにちゃんと考察してるんですよね。 だかからめめちゃめちゃゃなんか村上げるべたんたすよ。であの,あのね悪いけど棋士出た方がいいですよこれはたとえ3番であっても出た方がいいですあのめっちゃ面倒くさいです乗っ取られるとかあったらっていうのは一言言ってますね俺はでそこら辺言及できないで詰められない2番が普通に変だなと思ってるんですよね実士天平和村の局面で考察を淡々と話してたけど でもう一つの要素は、2番って何者なのかなと思ってるんですよね。どうも推奨するんだったら、盤面考察がバッとできるとか、例えばね、そういう、えー、優れてるとか、なんか弾き返せる能力があるんかと思ってるんですよ。沼ってもね。で、スムラでそれやってんのかって俺は思ったし。はい だから現状2が2周目めちゃめちゃおかしかったですけどねだから再生最中って言ってるしその1が飲み込めないで再付けのところも飲み込んでない7が時点で引っかかるかなと思ってるんですけど、はい、基本釣り切りますはい以上です六番さんが発言しますはい まあ個人的に釣り切り入るんだったら、まあ、1と6の新規つかないからって話だから、まんま発言聞く人もないかなと思って、グレーに向けた方がいいと思う。えっ、ー、と、七と9に言っとく、まあ、どっちか、どっちも人間の可能性もあるけど、俺は五、まあ、番、まあ、4の5かばいなんだけど、1と6に進路走ってて、まあ、0使をしたわけじゃん。0使をね。で、これの、 まあ意図って考えたら、作られる盤面ってこの1、2陣形になるか、えっと、占い師として出てくるのは強人で、2、2陣形の、えっと、霊媒進路の占い心境の軸だった時って、な5番仮にどんだけキロが5から釣られる盤面って、1と6にいる狼が5なのか出た時って、まあ絶対、基本的にはないじゃん。まあこの陣形だったらワンチャンあるかもしれないけど、まあだとしても、じゃあそういうことが入った時に入らないから、 なんか1と6でラインを切ってるっていう構図がなんでないのかなと俺思っちゃう、普通に。これ理解できるかな、まあ、そもそも2、2だったらレールバイから入るし、ロラがね、1と6の発言のみ聞いて5番が釣れるって場面も絶対ないわけだから、なんか1と6が釣りをしているから5がないんじゃないかって理論は、これなんか微妙なんじゃないかなと思っちゃう。0倍で使用した時点で。占い師だったらまだわかるよ。占い師だったらまだなんかギリギリわかるんだけど、って4には思った。 まあ9は2の指摘が微妙かなと思っちゃう。9番は。なんか2番が3、4回もあるんだから、その発言できないだろうかなりおフきだから、まあ9番疑ってるって感じ。まあ2はね、若干違和感だったのは、俺1が変だと思ってたんだけど、1と6どっちも印象いいになるんだと思ってたんだよね。俺の中で。1が6に言ってるのってめちゃくちゃだったからね。3番、5番のラインあるよねとか。いや俺じ、俺自身で単体で3番疑ってないんだから。 そんな発言出ねえだろうと思っちゃったそれ言うんだったら7ならまだわかるけやねって思ったわあのね4番段階で61が新郎だったら5の労はないっていうのは6番の指摘通りでおかしいのよ。 うん、それはおかしい、それは関係ないね。ただ、2周目の5番聞いて、5番はいいなって思っちゃったね、俺は。あのこの番面で3番が引き石を透かしたわけでしょ引き石を透かしたわけ。で、この1、2番面っていうのは、基本的に、まあ、霊能から入るのかグレーから入るのかってここ分かれんだけど、まあ、今回、この村の王様って8番なわけでしょで ?8 番の発言が後に控えてるわけだ。で、5番が、 完全グレーで引き石を透かすことってじゃあ騎士本語で5番から釣りましょうってなっちゃうわけよ結構8番がその進行を唱える可能性で高いから結構あるからだから5番の段階で俺も俺も引き石を透かすんだけどこの盤面って絶対騎士でもいいから絶対その方が村である100%ねだからそれを言えてる5番っていうのは俺はめちゃくちゃいいと思うあはりまさんに<回>ありがとう で4位が巣で、3もそのまま巣になったら9騎士あ、9棋士ね、うん。これ絶対出るべきよ。これはもし8番、9番とか占ったら意味わからんから、やってることが。だから、早くその番目を作りてぇってことで、それを開口1番に入れた5番っていうのは、俺はもう村沖してもいいレベルだと思う。うん。で、まあ当然俺も、あのね、1、6っていうのは俺、ローダーが出てると思うんだよ。こういう場面、大体ローダーから。 だいたい一二番目ってだいたい例の方がローだから、だから俺は一ロを釣り切って八番が一発でクロアで終われると思うよ。うん。うん、明日。まあ二はどっちか。多分配信安そうね。あ、二はね、病院から配信するないけど、二番はね、あの白崎の三番のことを把握漏れるの間がんか分かんないけど、三、うん、番のことも含めてさ、り四番はフィーリングで逃が怪しいとか言ってあしい。 <laughs> あなたの発言ですうーんどうするかねまあ一応3番さんが強人じゃなきゃ例ローラ行ってもいいと思うんだよねだ3番が強人だった時は例の決めちたいとこだけどね どうがいいかなレーロラとグレッツリーレーの決め打ちねうん <laughs> どうしよう。 もうレールライ行った時ってもう二人もらってったら負けだからねこのゲームもう片方絶対シーンがいるから片方のシーン確実にもう吊る進行なんだよねただ一発で自分がオオカメ当てたらガチなんだよなむずいなこれうんどうしよう もう霊ロラーでもいいかな。うん、まあ安定で霊能から行こうか。もう霊能から行って、まあなぜその霊能者に投票したか言って、もう釣り切って最終日迎えよう。まあ、安定で行こうか。 ただ釣られた霊能者発言頑張ってねそこから占い地とかも見るから九番さんが発言しますいやー俺村によって無理やり出されたんでグレーから詰めてほしかったけどね俺出た意味ないと思うんだけどでえっ、ー、と 6番さんの発言聞くまではね、なんか1位の1周目ってめちゃくちゃ焦ってなかったあユーザーさんゲ<と>ストありがとう。だから9が言ってたのがひょっとしたら入ってたんじゃない人狼が。で、1、2で9黒塗りしてるでしょだから1、2人外に見えるけど、まあ6も対外で、そんな自分の太鼓を叩いてるところ つま先に釣りちゃんあげてるからねどっちも知んないから俺ちょっと例のわからんよはっきり言っていや俺はね絶対今日に釣りで7占いとかまあ7はね全く恐れを感じないんであんまり人外に見えないけど多分に釣りの7占いとか妥当だったんじゃないかなと思うけどね まあ、占いさんが言ってるんで、霊能からいきますか。霊能から、たぶん、バシッと発見してくれるんでしょう、狼を。はい、お願いします。 霊能、まあ、ね霊能だったら6の色を、うん、見て判断はするけれども、うん、9番さんあなたはもう、うん、黙って声だけしてた方がいいと思うよ、うん、全く合わねえしそもそも12で9を叩いたから12人外じゃないか、うん、その根拠自体が薄すぎるんよ、うん、でしかも1周目聞いた段階と相反して俺あのあの味方が逆転してるのねうん 1周目段階においては7番の言っていることがバットまあ別段4番に関しても俺悪い印象じゃなかったなと思ったけれども逆、うん、2周目に関しては4七が釣り位置になっているというのも7からの指摘が本当に白いかそうじゃないと思うよそもそも7番視点において5番が白く見える5番から7番釣りをしているのにもかかわらずね、うん、提案ができているからまあそこまではいいよ じゃあそうなった場合に7番視点においての2番か4番、うん、1番6番を進路と見た時に1番6番、まあ、2番4番の黒を挙げた時にどちらにつながるのかっていうところが全くもって明示されてないことね。うん <laughs> 6番視点において1番がその指摘をするんだったら7番に行った方がいいんじゃないか。うん。俺は7番に関して5番、3番のラインがあるんじゃないかっていう8番の指摘は違っていて、それを言うんだったら6番じゃないかって言っているのよ。うん。じゃあそうなった場合8番にもそごが生じるよね。っていうところから、うん。<coughs> まあ、6、7っていうのは普通に見えるよ。うん。6がローだった場合は。 うんまあ、そもそも新境新郎っていうところが見方自体が全然違うしねじゃあ9番視点にいっとくよその場行って16新郎って追うこの目線があるんであれば1 2六3強っていうふうになるんやけどあなた目線ってそういうふうになるんよねだって2番3番って1番6番が印象が良くて差異がないって言ってる、ね、占いは7しかしないよ、うん、もう7クローット 生まで黒出たら例の神経ならもう4はじけるから4番マ統ト1って言ってるから、うん、まあ1七ロール4強じゃないかな1七ロール4強だと思うけど。 投票を終了しました。追放されるのは六番さんです。トリルさんから釣られる ?6 番さんが発言します。マジでえい。あ<ー>まあ、り霊媒は聞き切りなんで、まあうん、発言聞くまでもなくっていう感じで釣り切りの方が、まあ、俺は強いとは思う。うん。469。なんか、基本的に決め打ちしない。 流れで6と1のランにかけて処刑入れてるからその多分6と1に仮にどっ,ちどっちにしても相方含んでる場合でもまあライン切りしたと,とてじゃない結局一黒,、まあ、黒見つかったら負けのゲームになってるわけじゃん16進路の仕上げだったらだから俺はあんまり霊媒師に投票した理由とかも俺は必要ないと思っちゃううんなんかその決定的な偽要素があって 芯切れるよねとかいう要素を出すんだったらまだ別なんだけどそれが別にレイロラ前提の話なんだったら相方にも投票するし芯にも投票するしって考えたらまあこれに関して LINE とかの軸は引っ張れないしまあ仮に一番が強靭になった時にはもう何も分からないわけだから16の審議って狼目線についてないわけだからまあ俺はまあ言った通りなんだけどまあ7の5の上げ方は まあ薄くはあるんだけど、なんかまだまだ分かるんだよねって、4と比べると、4と比べるとね、俺は。仮に1 5狼だったとしても、霊倍で出た時点で、5番が占われなきゃ勝ち、勝ちって勝ちなわけじゃないけど、別に。逃げ切れる1には入ってくるよねって話だから、あんま関係ないんだよなと思って、俺としては。2は1と6の際をつけた際に、俺は1の6して意味不明だったから、太鼓を殴っても無駄なんだけど、 3番と5番のラインをやってるけど、7番さんは4の3してを評価してる。俺はそこについては言及特にしてなくて、5番の振れ方がおかしいよねで終わってるから、まあ、3番につってマイナスを持ってるんだったら俺がまだ3五の分かるけど、7と俺違うからねって感じ。はい、あプリンセス・シちゃん一人ありがとう。 アバターをタップして選択してください、うん、7黒だと思うけどね一七 <laughs> 17ロー4強でフィックスだ <laughs> うん配信者が配信できないのつらいよね占いえ白なの

4番、7番に関しての部分って、俺は4番から5番に対しての評価っていうのが2週目段階においてできると思っていなかった。っていうのも1週目段階において5番の全体的な主張っていうのが7番の指摘通りやと思っていたから。で、かつ5番から4番に対しての主張評価っていうのも俺は理解ができていない。っていうところから、 うん、あのそもそもが7番がそれでも5番評価をするっていうこの構図に関して違和感しか覚えていなかったから。うん、ただそうなった場合4番7番視点においての5番の色が分かっている状態もし6番が強人だった時に、うん、47っていう繋がりも見えるしかといってそういった場合の2番っていう矛先の向き方が分からんのよ。 2番って別段釣り位を上げていないわけではなく怪しい位置として5番9番というのが、ね、これ人のメトロポリスね、うんうん、指標にはなると思ってるよそこに関してだからそこ自体は俺納得いってなかったの、うんだよだから4番7番のが疑わしといと言ってい、ねね、でこの結果で8番から7番に白が飛んでいることによって俺はどちらかというとこれだったら4六かなっていうだけの話 6番の色を見て黒だったっていうところから見たときはね、うん。俺は実際、占ウンだったら2番でええかなと思って、そういったところから副空協だったらリハビリなくていいかな、今、リハビリさんが入っていることは矛盾だらけで、俺はサイズ気を行った上で、いいなあの6番、7番っていう段階を踏んで6番っていう見方をしてるけど、うん、リハビリってないんかな、うん、副空協だと。言ってることめちゃくちゃでしたね、6番さん。はい 1番3が、まあ、真だと思える要素は別にそんなにないけど、まあ、16で比較したら、まあ、若干6の方が1の方が、まあ、後半1っていうのもあるかもしれないけど伸びてたかなと思ったので6から釣ったぐらいなのでぐらいですかねまあ多分1が陣外だったら人だよねそしたら2郎も十分あると思うから。 で、まあ、グレーはそれぞれちょっと気になるところがあって、んまあ7番がも白ろ出たからいいんだけど、あまあ唯一許せたのが7番の士出しはまあ許せたかなぐらい、僕も士は出てほしかったからねで、いい位置から出たから疑ってた。で、4番さんの、ね、まあ7番も言ってたけど、5ーパイはおかしい。6、1がローの場合に5がないみたいな、まあ、その精査は分からんでもないけど、 この単体の発言拾って、4番さんはね、1周目5番から、なんか印象いいみたいに言われてたから、盤面上ないんじゃないかみたいな考え方は分からんでもないけど、まあその発言だけを取ってるわけじゃないから、盤面だけで考えてるから、別に4番さんも言ってたけど、2路で5とライン切ってるのは全然あると思うのね。盤面上。あの盤面上はあったと思うから、ここはおかしい。で、5番に関しては、 2はスムラなのにみたいな話があったけど、まあ、あの時点でまだ棋士出てなくて俺の棋士も十分あったのに俺のスムラって言ってるのは多分白が透けてるからだと思うから五は確実だと思う多分周目の発言聞いてもね、はい。ぐらいですかね。です。まあ、7番占いが良かったか悪かったか分かんないけど、まあ、1個白が増えてでもね正直。 なんか4五七から俺は釣り,をされ釣りをされてるけどね五がなんか白く見られて四中屋島にたからちょっと嫌だなと思ってました3番さんが発言します まあ感覚的には1の方が進歩だなと思ってるけど、まあ、おそらく取り切った方がいいんでしょう。7か。俺は先は2か5をなってほしかったけどな。いやもちろん4となるのは可能性はゼロではないからだけど。あら、プつってない 現状、俺は銀と五に、あのー、票を使ってしまいそう。あ、もちろん発言聞いたら分からんけど。うん。そうなんだよね。五番がぐらいやったら、例の進路ないと思うんだよね。これ5、五番、誰かが言ってるけど、だからぐらないとか、すごい。うん いや7も,もいいんだけど、い5が必ーだった場合は、あれの真境やから、頑張らなあかんなとか。うん、あまあ、いやー、あれはまあまあね、あれのそれでも正しいこと言えるからね、本当に思ったことを発言するだけでいいから、ただ1の方が、俺ら真に見えるけどね。

なんか拡大解釈されてたんだけど俺このローを切ってるわけではなくてありがとうございます狼からも叩かれてる構図になってるからちょっと気持ち悪いよねっていう発言をしたまでででしかもプラス16が狼だった場合ってこのローがもそれよりももっと薄くなるかなっていう考察を述べたまで,ではいでやっぱ1は偽かなと思ってて6の黒を見てる て6って、えー、と俺に、まあ、1一線46なんでしょうそ,その場合って6って俺にライン切りを消しかけてきてて俺は6に投票せず1に投票してるからねライン切りが中途半端かなと思ってる6の黒身って俺オオカミって引っ張れるのは不自然じゃないかなってまあ実施点は思っちゃうけどまあみんなしてどう思うか分かんないけど2の怪しい要素もう1点あると 1>, 1を強準を打ちすることによって2って4号と戦う構図になるんだけど最終日まで見ている狼かなと思ってます。1の狼って全然あると思いますよ。俺は6の方が真だと思ってるから今ね、なおさらそう見えちゃうかなと思ってます。1に投票した理由は1の方が、まあ、何言ってるか分かんなかった。8が一の投票理由を言えってきたから。 こんな感じかな。まあ六回言った通り一六を釣り切れば入ってそんなに精査ってあんまりいらないと思って派だから俺も合わない方から投票するかなぐらいの投票理由で一人。はい以上。一本桜さんでした。ありがとう。なんか今日はおかしくなってきたんですね四番を。 えっとね、当然一番釣るんですよ。ただし、六番と一番だったら、一番の方が圧倒的に死んだと思ってるんですよね。発言の量っていうか厚みが違うし、六番さんって結局直前の五番の叩きと直後の七番の考察しか入れてないんですよね。結局どこなのと思ってって探す派なんかな。視点がないのかなって気はしてるんですよ。ただ、釣り切りますね。で、 グレーチやっぱり相変わらず2番さん変なんですよね。1に行くって言って結論が何かがよく分からなかったし、あの盤面を詰めようとしなかったって姿勢のその腕のどこかなかなか外れないんですよ、はい。で、でね、4番さんについても今日はなんで1番と6番の審議で1番が何言ってるかわからないのっていうところと、あとは、 えと俺は一番が真だと思ってるんで、6黒だった場合、6番の弾けんだったら4を弾いてるってところは引っかかったですけどね。はい、初日の1周目の話ですよ。6番さんは5は、えー、と3、何て言ったのかな。視点から消えるのがわからないって6は5を猛烈に叩いてたんですよね。俺は4番を評価したにもかかわらず。 はい、だから6番が霊能を持っててもう一個あるんですよね6番が霊能を持っててそんな極端な見方をしないだろうと思ってるんで62世だかなと思ってたんですけどまあ結論はもう完全に釣り切るから。 うんうん、ここはもうね別に俺はね指が近い6番から行ったんだけどどっちもいいから、うん、まあとりあえず1をつって8が噛まれ、えー、明日ちょっとねいろいろ視点を述べようかなと思ってます、うん、あなたの発言ですうーんまあもうどうせ7白持って 出たから優秀もあんまないと思うけど一応言うとまず自分は3白持ってたのね3白持ってて4番さんが23だったら3の方が怪しい発言残してたんで、まあ、4番が3が怪しい位置ねで7番さんは5番さんに懐疑的な意見言った後に4番の言ってることは全うっていうならやっぱ3番が釣り位置にはなると思うんだけど その3を釣り位置に入れてないのがもう発言めちゃくちゃなんで7番狼かなと思って占ったら結果白で7黒出たら4の評価集だから例の神経の時74はないかなっていうのを見れるかなと思ったんだよねなんでもう白だから何の意味もなくて うーん、まあ1番真なら46は見えそうだね。グレー唯一4番3だけ1入れてるよね。二 2, 2と5は6やろ ?46 あんのかな自分の白先も釣りをしてるからね。 まあどうだろう,、まあ、どうもうドゥブまれるからマネーロラはし完成しようで明した245のランだねまああとは任せました「投票してくださいアバターをタップして選択できます」 投票を終了しました。追放されるのは。一番。三です。一番。三が。発言します。うん、初日段階においてはさ、六の色って一視点わかんないわけよ。 だからこそ、ローも今日も終える状態ではあったんやけれども、そうなった場合に、あの7番から4番の評価収っていうよりは、俺は5番に対しての評価収っていう見方の方が強かったから、4、7はあるかなと思っていたのね、6、今日の場合は。ただ、6がロー結果、出た場合に、6番と7番でつながり得るっていう人外をすの方が高かったから、うん、初日段階はそこを提唱している。 かつ4番に関しても怪しい1があるため8から7白結果が出るんであれば4六が濃厚なんじゃないかなって言ってるのね。<laughs> 全体的に2番に対しての釣り押し方っておかしいと思っているしそもそも今日の発言においての4番のじゃあ1をローで置くような目線でしかないんよね。そもそも1六を神経っていう目線がなかったから。 一六信境だった場合、4番目線で2番、5番を釣り切ったら終わりですねって言ったらそれでええんやけれども、かつ1番をローで置いた場合、2番、5番、どちらに繋がり得るかっていうのに関しても、全く内容の精査がなく、うん、相変わらず2番を釣り押し、うん、以外の行動,行動を取ってないわけよ。うん、っていうのも、4番から5番に対しての資料要素を上げたまんま、そこを固定させてるって言った方たらしいんかな。うんうん まあ今日一はおそらく27まあどちらかというと7の方が高いかなと思っていて7番からしてじゃあ、うん、近いから6番を投票した釣り切りますっていうとこってありがとう、うん、っていうとこかな2に関してあの <laughs> 上げていないからっていう部分では確かに共鳴はあるんだけれどもそういった場合 てうん、2番って、うん、自ら追い詰められていってるよねて目線で,、ね、で1の時はさすがに黒出そうだよ、はい、占なってから現状、うん、見える目線としては4667強かなと思って相当な職人士より1強ならしょ相当な職人士より4一かな で白だったらもう相当な植林子占職人狼ではありませんでした <laughs> 白やんけ植林子だな、職人士だわしぬからい,いけん昨夜襲撃されたのは八番三です当たらんねえ どっちだこれ ?2 か5か。はい、お願いします。あのね、4、ローも十分にあると思うし、あの、なんかね、4番さんがやってることが、まあ、もうなんか2周目以降おかしいのよね。なんかフィーリングで、よなんだよ俺がなんか人狼って,って2周目に言ってみたりね。で今もう5を疑わずに、まあ、1番が、 なローも全然あるよね、みたいな話もしてたけど、1周目から4番さんって16の新郎を追ってるのね。これ多分なんか新郎で出てるのが見えてて、あのー、言ってんのかなっていう感じもある。なんか普通に見たら、まあ7番もなんか新この盤面は絶対に新郎で出てるとか言ってたけど、全然そんなことないし、心境出てる場面もあるじゃん。で、16の審議ってつかなくて、1が、だって6黒って打ってんでしょ ?1 が偽の場合って、 普通に考えたら1強に見えるよね。偽で考えればね、真かもしれないよ。で、6番がローの場合にこうは釣りをされないんじゃないかとかいう精査もなんかもう、なんでそう思ったんろうなと思ったし、別に霊能で片方が出るって決めてたら5とライン切ることもあると思うし、まあ、それを追わずに5白く見て、しかも、1が偽で、ま、見る場合をローとしか見ない。 ししてしか見ず、まあじゃあその場合4番さんの考察1 2ローと思ってっってて思ること5番に対する言及なかったけどで1強で見た時1強が、あのー、6に黒を打ってる時は2五ローもあるよねでも5番に対しての全く言及もない4番がなんか5番に対しては僕が5は角違いって言ってるにもかかわらず4の方疑ってるみたいなまあなんかすごいいびつだと思うけどね はい、人画面高いのは4だと3番さんが発言しますうーん現状は2かなんやろ 4か5から釣った場合次の日俺は2にしか行けなくなりそう。<laughs> うん、2を釣って4か5で悩みたいかな。まあ、もちろん1が言うように7強はある。うん。うーんいやー難しいね。 進路か心境か見るのは難しい。言ってるように1と6ってそんなに平等たまってないんだよね、2人とも。それなのに例のネタってちょっと心境っぽく見えるんだよね。ただ、7が言うに盤面的には1、2番目は狼が出てることの方が多いから。いや、2かな。2番は、だよな。 狼はあんま探すまあ、教人の可能性はあるんだけど、だとしたら、やっぱり、1がいいように、2、7って、やっぱ、教人位に見えるんだよね。4と5ね。いやー、むずいね。むずい。4と5は正直。 まあ話聞いていきます。4と5が黒く感じたらそっちに行くかもしれないですけど現状にお処理したいかなーああむずいねむずいけどまあ話聞いていきます4番さんが発言します まず全体視点、まあ、2も5も8もだったんだけど、えー、と1 1 6からつって6が黒っていう1の視点を借りすぎていてえっ、ー、とレーノローラーするんだったらもうその視点6がんだったらめちゃくちゃ失礼だしなんか1に引っ張られすぎててまあいいやじゃあ64だったとしたらじゃあ5が言うようにえっ、ー、と なんだっけな6と4のラインあるよって言ってたけど、えっと、6が5を叩いてる段階で1周目ねで2周目俺が 5, 5って言葉尻で精査されていてちょっとムズがゆいなっていう精査いらんくない俺もじゃあ5番押せばよくないグレーズリーもけけけ結構あった盤面で連携取れてないし6って4のことを怪しんでいて、えっと、俺の投票が1にしてる意味もなくないそれだったらもうやりきればよくない6でどうせローラー入るんだから 4、6だった視点って、えー、と1が死んだのつけてるでしょだったら6投票して白くな,なった方がよくないこんだけ1の視点を借りる村なのであればね。うん、で2に言っとくと5に別に5を白置きしてるわけではないからね1周目難ゆいって言っただけで,であと8にも言いてんだけど3を俺はりをしてるわけではなく2、3比べたらあれねあの3の方が印象印象っていうか自分の考えとは違ったよぐらいでしか言ってないからめちゃくちゃ主観でしかみんな。 ものをなんか語れてないなと思ってますはいで昨日えっ、ー、と2の方が戦う準備をしていたから2,5比べた場合2の方が黒いよって言ったわけねはいぐらいかなちょっと熱くなりましたすみません5番さんが発言します えっとね、単体の精査をしたら2番なんですよ。2番の方が探してない考察してるんですよね。で、結論4いきます、俺は。で、なぜかっていうと、1番と6番の精査をした場合、1番が圧倒的に死んだと思ってるんですよ。で、1の占い結果から、占いの霊能結果から、6番黒なんでしょ。で、えー、っとね、 平和満面で霊能って狼出てるところが強いと思ってるんですよね。で、3番さんと7番さんの発言からはほぼほぼ強靭輸送って拾えないんですよ。だから、2番って強靭っぽいなって俺は思ってるし、4番がラスーに一番ふさわしいなと思ってるんですよ。前日、5番をフォローしたのは結構俺、全視点からボコボコやられてるけど、4番さんにすごくフォローしてもらって村拾いたっていう言い方、純粋な評価室でしょ。で、前の日に、 えと評価誌をやめて、えーと、戦い位置を決めてきたのかなとかも思ってるんですよね、4番さんの発言って。で、えっ、ー、とね、なんでかっていうと、投票のところも、えっ、ー、とね、4番、6番だけ投票が同じなんですよね。あと、な、え、ん、ー、で審議決められたかっていうと、1番と6番の考察量、あと6番の釣り押し方も変なんですよね。これは前の日も言ったけど えっとね、もうちょっと冷静な判断すると思ってるんですよ。で、4番を評価してるのに、5番は、えー、っと6番目線で釣りをしとったのがおかしいんですよね。だから、初めに6を釣ったってはさっき言ったか。あとね、何があるかな。そしてもうちょっと拾ってたんですけどね。まあ4行きますわ、俺は。間違ったごめん。 7番3が発言します。うーん、まあ難しいんだけど、4の今日の言うことは1例あるよね。だから結局、6、あ、じゃあ1例が真っていうのをちょっとみんな頭に置きすぎじゃねえかと。うん、俺もそら思うわ。だってさ、俺は、 どっちかって言ったらね、まあ俺今日で言ったら5番の5番まあ二問まあ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 なんだけど、1、6っていうのはそんな考察量がどうのこうので、その6ってそこまで決定的には偽要素もないし、1のその考察量とか、まあそんなの後半だし、伸びに当たり前だし、そもそも、あれでね、そこまで死んだと思えないんだよね。で、6を黒軸で考えてどうのこうのっていう。 うんで、4がね、6が死んだったら失礼だし、6、4さは言わないんだよね。うーん、3番、2番行きたいの ?2 番。うーん、に行くかに行っとくじゃあ。 実現的には4度がマっとうんだよな1周目からね1周目からまっとうんだけどうーん難しいね3人乗っていいがいい俺ちょっとわかんないなちょっと全然わからんわ結局うん3人ちょっと乗っからしてもらおうかなに行くかにも別にそんな白くもないしね うん、に行くか、じゃあ、投票を行っています。そのままお待ちください。 投票を終了しました。追放されるのは二番三です。どうや。二 <laughs> 番三が発言します。え、猫 <laughs> 二号。強電師はあるよね。え、二号一強。二号一強なこれ。 アンダバン巨人じゃない夜になりました <laughs> そのままお待ちください <laughs> これクラムさん今日か。 のは3番番です4番さんが発言します、はい結局まあ二楼は分かんないんだけどえっ五、と、が上げた、えっと、64ねまずその考察をするんであれば、えっと、進行と考察が全然合ってなくて進行って霊能ロー,ローラーだから霊能の 色結果ってほとんど無視して考察しないといけないのね。な,な,なぜなら1の偽があるからえと。初日釣ってない方の偽があるから、かれそれに引っ張られたらダメだよって進行だから、それと考察があってないのが5番ねで。昨日多分俺から釣った方が2番の方が釣れると思って、俺から多分投票したいって言ってたんだと思うよ。はい。8番が。 もう4番怪しいっていう考察を落としてるから結構不利だとは思ってるが7番には届いてるかなと思ってるかなまあいいよとあの7番が強靭じゃないことを祈って全然同票で聞きたいことはあれば言うしう俺は昨日まで挙げた通りだからもう言いたいことは全部言った気ではいるけどはい46ないしは4 2> 4、2なんのかな、これって。面であ、4、1万のか。ライン入りでね。その場合って、5番があんだけ叩かれてたから、5番をそのまま釣ればいいだけだから、ならば。うん。わかりますかうーん。別にむずがゆいとか言わずに、5番怪しいねって言って、5番投票できるから。明日の入院ね、嫌だね。平和村になるのも分かってるわけでしょ、俺が狼だったら合いて。 その場合グレーから行こうっつって5番から釣れるからね絶対。まあ日本人嫌だよね<れ>やっぱ。5番さんが発言します。まあムラ図が良いっていう表現でムラを取ろうっていうのはいかがなのもかなと思うよ。でその意見を貫いてきたら5番って結構戦う要素って全くないもん。 ただし、前の日のところで視点を向け始めたんで、ああ、前日は普通に評価集して、荷を釣りたかったんだなと、俺は思ってるんですよ。で、1番と6番の内訳は分からんですよ。ただし、ラスールが4番ってことは事実が分かってるし、進行は霊能オドラ行くのが当たり前でしょ。で、霊能オドラ行って、色結果を参考にするでしょう。で、6番と1番、審議つけて、どっちが新ポぽいんかなと思ったら、やっぱ、ルは1の方が新ポぽいんすわ。 じゃあ、1の結果を見るんだったら、4、6って全然ありえると思ってるし、いろんなんかわからんよ。1番、6番が強靭と死んで出てるかもしらんけど、じゃあ、7番が言ったように2番を釣りたいって言ったら、じゃあ、2番を釣らない、うん、進行になるでしょ、うん。まあ、めちゃくちゃ思い病気じゃないからね。だから、あの、LINE が俺はないって思ってるんですよね、自分で。 で、4番のいつ,つながり得る1って言ったら、6番が最有力であるし、例えば1番とラインを切ってるとか、2番とかもあると思ってるんですよね。投票のところから見て。はい。で、純粋に前日は票回収されたと思ってるんですよ。だから、釣り的には2釣るしかなかったですけどね。俺が片たくに4に行くよりも。っていう理由なんですけど、はい。 まあ分からなかったら分からないでいいです。はい。これは4番に行きます。以上です。7番さんが発言しますてかこのかってさ、心境じゃねえ ?16。そもそもだって16進路で、まあ、2番、16進路だった場合って、4か後に。 一郎でしょ今回の場合って。で、2番はまあ、強人か村ギじゃん。ただ、4、5でどっちの目線にしても、これ3もカワギにいかないじゃん。強人資料なかったからかんなのかも分かんないけど、まあ、強人資料を忘れる狂人もいるからね。 これ16もし新居あった場合ってなると25のが濃いね。だって2番で4枚ぐっさじゃん。で5番も4枚ぐっさじゃん。で7番がじゃあ2つってみっかつって3のあれを借りてつって。で2つってるわけじゃん。で俺がそれ言ったら2番で52票を変えてるんだよね。これささやかなライン切りだと思うし。 で2番の昨日の遺言っていうか、2番ってもっと多分ね、今まで聞いてると、もっと喋りたがる人なんだよ。村あった場合。で、強靭使用ないのなんていうのが、なんか、16を新郎に見せたいんじゃないのって思ったけどね。なんかね、2番の遺言がめちゃくちゃ違和感で、2って4に行くって言ってたのになぜか5に行ってるし、 うん、まあこれは間違ったら申し訳ないけど、最終的にはそこにたどり、もうなんか俺の中ではそこが一番濃いかなと思った。一六新教で、一が偽の2五郎さんじゃねえかなと。間違った。投票を行っています。そのままお待ちください。 投票を終了しました。追放されるのは。五番。三です。試合終了。勝利しました。二五か。二五かナイスだね。なるほど、二五ね。いや、あの髪だと二五に見えるよね。 うん,う,んうん、うん、うん。なんか、不思議な思考回路で、五番釣れたなあと思ったけどね、俺は。すごいね、俺、七番占って、次、四番占ってるから、ピンポイントに人狼を避けて占ってるよ。二 <laughs> 番の遺言がめちゃくちゃ違和感で、なぜか二番で、ね。ラジオ感覚さんゲスト、ありがとう。今、二番人外だけどね、確定です <laughs> というか、二番釣って終わらない時点で、二は

まあ二は釣れるけどその場行って一二って追ってた四の方が怪しくなると思うけどね。いやまあでも単体で見たらもう五だから。一二は別にまあ可能性としてはあるけど別にそこ。これやばいんだけどさ、これ俺がタスキリするたびに俺死んでるの霊の結果全部見えるんだけど。え？だかさ全部見れたの？うん。 俺、たすきって、そしたら、なんか一の上が緑、ってか、まあ、そもそも、俺、俺死んだ後に、俺の頭の上が緑色になってて。何これって思ってたら、<laughs> 次、たすきにしたら、一が緑色になってて。で、俺、なんか二行こうかなと思ったんだけど、一狂人見えてたから、俺。そしたら、二つられた後に、ちょっと助けろうと思って、助けたら、二の上にも赤いマークついたから。<laughs> すごい,やい。や死んでも霊能者や。<laughs> で助けらんかったら分からんやったやろうん、でもこ助けったら見えちゃうから、微妙なんかなと思っちゃうけど、なんか。まあ、分かったところで死んでるから、何も死人に,に口なしだからね。うん。まあ、チーミングとか入ったらやばいし。うん、ああ、それじゃあ言っとこうか。確かにね。気、うん、をいらないでしょ、うん。そうだね。はいはい、ありがとう、情報。 はい。じゃあ、抜ける方いますか行けますかできればやってほしいけどね。人少ないから、こっち。大丈夫かなああ、どれさんありがとう。スクショ頼むね。なんかバグあったら、自分の方にスクショお願いします。じゃあ、ガママさんから点呼お願いします。 はりまさんゲストありがとう釣りたかったですバグで言ったら昨日の同時自爆の無敵の冬くんが一番面白かった黒方の自覚してます二です3番ですあごめんなさい<あ><る>差し切りとかいか,いかなくていいの うん、助けに行かなくてもできるよ、このゲームは。6です。はい、7番です。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、さっきと同じメンバーなんで、大丈夫ですね。なんか、初めてやった人質問ないですかネモネモ君、ンギフトありがとう。大丈夫っぽいね。じゃあ、さっきと同じルールで。 行きましょうじゃあスタートしあ準備完了してくださいねマイク下のあれマコさんはいじゃあスタートします役割がランダムに決まりますそのままお待ちください ハリマさん、ゲストありがとう。うわ、人狼だ。ハリマさん、エリーさん、ゲストありがとう。お願いします。いま占い出ていいですかああ、どっちでもいいっすよ。じゃあ、占い出る予定ね、一応ね。一応,、ねうん、一応予定。はい、はい、了解。はい、お願いします。 そのままお待ちくだはいー、YouTube 見ている方、リンクいきやすくなるんで、高評価の方してもらえると助かります。有馬さん、エリさん、ラジオ感覚さん、アイランさん、ソラさん、ギフトありがとう。まさましはい、よろしくお願いします。まあ、ドン進行やめましょう。 ドンをやめましょう。ちょっと1周目から、僕は例の占いないので、あの例の占い出てください。これはね、防衛官と捉えるかもしれませんが、まあ、僕の位置では1周目の発言が、まあ、ほぼ色落ちないものになってしまうので、色落ちないっていうかね、あのーまあ、正直言っときますね。2周目回ってきて、ぱって出られて、 あの発言を伸ばす自信が僕にはないので、1週目から出て、真を勝ち取る発言をしてください。から、まあ、絶対とは言いません。絶発言で、めちゃくちゃ偽やったらそっち偽に見ちゃうかもしれないけど、2週目にドーンで出てきた占い師を僕は偽に見ようと、今はちょっと心に決めております。はい。です。だから、僕の1票が欲しかったら、1週目から、レノさんも裏でも出てください。以上。 2>, まあ、2番がもしかしたら陣外かもしれないけど陣、まあ、外にも狂人じゃないだからそれを汲み取りたいと思ってるんであ俺も例の占いではないです。俺も1周目に出てきてほしい1周目に出てきて真を勝ち取ってほしい、はい、ぐらい俺もじゃあドーンで出てきた方真でおかないです、はい、ぐらい言ってるように2番は。 まあ人外の可能性はあるけど、人外だとしたら狂人じゃない狼ではやらなさそう。まあ、100ではないですよ。もちろん可能性としては多いけど。現状二が狼であの発言をするのはリスクが高すぎる。うん。その場合、占い霊能ないとは言わないと思うんだよね。狂人だったらワンチャン言ってる可能性はあると思ってるけど。 はい、俺も一瞬見出てきてください。その方が政策やりやすいです。四番さんが発言します。はい、二さが何者でも人外でも村人でもそのしドーン進行したら票がなくなるから一週目から出た方がいいと思います。自分は何も持っていません。 でえーっとね、2のオのカを切るのはちょっと早いかなと思って、進行論としては良かったんだけどあれ、ねあの、防衛感あるかもしれませんっていうのが防衛感に聞こえたかな、ちょっとだけ。だから2の方が若干印象悪い。で3はその2のえー、っと狼を切ってるから、3も印象は悪め。はい、占い霊媒ありません。 5番うんが発言しま,すまあどうですかねまあ平均値としたらえー、っとねお3番が何で2番が狂人って見たのかなと思ってるんですよ。俺2番はスムラか狼だと思ってるんですよね人外だったら。なんでかっていうと狂人の方が行動制限かけたくないでしょう。 盤面作りに行けなくなくるると思ってるんですよねだから潜伏を決め込んでる、えー、と狼かもう田村で盤面すっきりさせたい人なんかなって思うけどだ3がそこがねじれてるなと思ったし4はその発言聞かずにドーンしたら票がなくなるって言ってるんでしょ。やりたいようにやればって俺は思うけどねはい。 だからそこを恐れてんかなーとかも思ってんすよね、4番は。まあいいや。六番さんが発言します。はい、霊能でした。うーん、まあそんな色落ちはないけど。あ、霊能これ入ってるね、霊能ね、霊能者。ちょっと頭の方にいったかもう一回言っとくけど。うーん。 4が恐れてる。うん。いや、どうなんだろうな、それ。な恐れてるって解釈はちょっとよくわかんないなと思った。<laughs> 別に2、3のあの発言したから、もう1周目から出ればって話でしょ。うーんって感じだったっけどね、俺は。なんか5番の、なんか4がそれを恐れてるっていう解釈の仕方はわかんなかったっすね。あと、なんか、 3と5にはいるのは別になんか1周目のそれだけでそうとは置けんと思う。どっちにもいるけどね。まあ、どっちもそうとは確定しないんだろうけど、スムラカオオカミだの、オオカミがなくて強人っぽいだの、俺どっちもないと思うけどね、別に。うん。7番さんが発言します。ああ、あのね。まあ現状はあるんだけど。 3番が2を疲労で置くリスクってらないよ。4、5、6って誰も言わなかったけど、番がそのどのまあ、3番、2番があっても強じなんじゃないかって言ってたけど、まあ、俺目線っていうのは3の方がよっぽどそう見えるね。2番って叩かれるか叩かれないか分かんない発言じゃん。で、それを擁護する2、2番手で擁護する3番っていうのは、 うん、限りなくローはなく見えるね。限りなく。まだ分からん現状だけど、今現状はそう見える。もうとにかく目、ね、それが目立ってしょうがない俺は。うん。俺別、ね、に潜伏らないじゃないです。じゃないけど、めっちゃそれが見えるわ。なんか。あなたの発言です。 うーんとねちょっと占いないのすかす人がちょっと多すぎでまあ自分は正直2番さんから占いないのすかやって3番さんも占いないのすかし4番さんもないのすかしてで一番怪しいのは自分4番さんでまあ4番さんって2と3と同じでスムラをすかすんであれば両方釣り位置には俺ならないと思うから。 だから4番さんが同じス漏ラ、あのれ占い例のないのを透かして釣り位置が23同じ意見なのに釣り位置23になるのもおかしいから4番さんが黒くてまああとちょっとねあとの人は正直みんな占いないのを透かしてるからムラりないんよねまあけど一番言ってることおかしいのは4番さんかなと思う。 番さんが発言しますすはいいお願いしますまあ結論その潜伏するしないってうんぬり、よ、ま、り、あ、何が重たいかっつったらやっぱり占い霊媒ないっていうすかす行為自体にむらりがないと俺は思ってるからで現状俺のスケールは3強24ローになっちゃうよねうん。 だっててムラリがないことしてるからそこ叩けてる5番7番っていうのはまあ8もだけどまあ印象良くなっちゃうかなっていう感じではいまあただね俺釣り順に関しては2から釣りたいかなと思う4からっていうよりそもそも2番がえまあ2番陣外だろうなっていうふうにしか思えんけどねはい4はまだ2巡目聞く余地は あるんじゃないかなっていうふうには思うけど、はい。一番さんが発言します。お願いします。まあでも万一、うん、あの平和村とかになるんだったら、兄さんよってもう、うん、純不動で釣り池やと思うけどね、俺は。そもそもこの三人に共通して言えること言っとくよ。 うん、その思考で行くんだったら、霊能って出す意味あんの。占いはともかくよ。うん。なあの、占いじゃないところ、それを透かした時点で人外が、なあの、そこに城を刺す確率って非常に高いのよ。うん、あの、それをする意味があんのって。 占いを最初から出すっていう状態だったらかまんよ。うん。ただそれで霊能がでだ出てくださいって、霊能まで言うのは意味わからんと思ってるけど、俺は。だ2、3、4、謎やし、5から4に対して、うん、ああ、の、恐れてるんじゃないと思うよ。思いっきり、評価集の行動やと思うよ。そういった意味合いでの4指摘やったらわかるんやけどって。前半が謎すぎるんよな。2>, 2番、3番。 発言します。めんどくさいな。はい、じゃあ百十秒で出てね。占い。俺のル決め打ちだからね。はい。九が三白、八二白ね。はい、わかりました。出ろっつってたから出たらいいのに。<laughs> 意味わかんないんだけど。 はい、いいじゃん、これで例の出れてないんだからさ、もう2周目潜伏して、人界で出れてないんだからいいじゃん。まあ、1番も言ってたけど、例の出す意味あるって。じゃあ、6の対抗があの出なかってね、潜伏した時に、芯切るよって言ってんだから。いいじゃん、圧掛けじゃん。はい。思ってます。まあ、3番はね、3番、4番に関しては、僕はそんなに気になってないですよ。まあ、僕の人狼王のも、教場王のも、なんかそ,のそれぞれの見方があるかなと思うので。 でねちょっと5番さんに若干気になったところがあって、まあ、やりたいようにやればと思うんだけどってもう234があの進行言ってるんだから出るべきだと思うよ89出なかったけどねはいだからあのー、もう票獲得できないんだからさ <laughs> めちゃくちゃ8番さん9番さんリスクあると思うよそれ234があれ言ってるから余計ねはい で7番さんに関しては3は限りなく人狼ないよねみたいな話あったけど3番にしか目線がいってないのがなんでと思った2456も話してね3番さんの白評価しかしなかったけどもうなんかあそこがちょっと人狼っぽいなと思いましたぐらいかな、まあ、1番さんに関してはなんか234が占い霊能ないので霊能を出す意味まであったのみたいな1番さんのその論なのかもしれないけどまあ霊能出たらいいじゃん ですね。対抗出た時にさ偽っぽく2周目に出られたらあの1周目に走てるのは心証良くなるよ。はい。以上3番さんが発言しますプレイを言わないのは人外に見えるけど何な,なら2番次でもいいかなと思ってるぐらいだかな。まあ,あただ占いは分からんよ。 分からんけど、えー、ど西尾が,が出たら8の信号わないといけないと思うし白先に関しては8の方が偽っぽいただ9番が3白持ってるなら1周目出るべきじゃないかなとは思う、まあ、そこはね、まあ、両面性があるからどうとも言えないその場合9が陣がやった場合3白を打つ必要があるのかっていうことを考えないといけないからうん 5かか番も気になるかなるが普通、まあ2の強靭をないうんまあそれはよく分からんけどスムラかオオカミで見るんなら2ってスムラに見えない5番オオカミであの発言をするのはリスクが高いなと俺は思うけどうんまあ疑問を持つ人が多いな もあんまり白くはない,でないけどヘイトを巻きすぎてるからオオカもあるんだろうけど強じ臭さも感じるかな一番に関してはああどうやろう、まあ、話聞いて決めますけど俺は23でいいんじゃないかなと思ってる24つって白なら8のシも追わないといけないと思うからはい暗い4571か、まあ、だから言ってるように 5時点1が気になるぐらいかなただ絶対にそこが黒いかは分からないです。発言聞いて黒いと思ったら変えます。現状の1周目の発言を聞いた感じだとそんな感じ。以上です。ああ、現状は,は2がついたよ。4番さんが発言します。八のおう ので,で,でき8の切り進行じゃないのそれって違うのかなちょっと私の釣りから入ったことないから分かんないけどその発想ってどうやって出てきたのかなまあ2が多分怪しいんで釣り値を上げなかったことで怪しんで8のシまでなくなって2を釣ってで結果を見て8のシを追うっていう多分進行なんだろうけど多分むちゃくちゃかなとは思うけどな。 めちゃくちゃってか危険危険かなと思うけど、はい、3が挙げた9の3白持ってやったら出てくるべきっていうのがそめっちゃその通りだと思っててで8は多分自分の白先をちょっとでも印象悪く言ったらなんかもう怪しく見る人なんだなっていうのが分かったからなんかまあもうそれで2世とは見ないようにしようかなと思っててそれよりも9のその3白持ってる時の出てこないのの方が おかかしいかなまあそれは8も言えるけどね。トン2にしろ、えー、持ってたら出てくるっていうのは。だからまあ一応フラットでは見るけど、どうなんだろうねとは思うけどな、その進行。まあ若普通にグレッツってからにににを色見てもらった方が急にいいんじゃないかなとは思うけど、まあ片白に触れててもあれなんで、7だったかな、3が限りなく人狼ないって言ってたのが気になったかな。 その 2, の2の考察をなんだっけな、えー、と2にそのリスクある、えー、と発言をしてるから3の狼がないっていうのが一番気になった発言だったかなと思ってます7だったと思う多分違ったら訂正してください、はい、まあもう進行論でしか殴,殴られてないから返すことはできないですはい以上5番 やはい。まあ進行論は進行論でまあ筋が通ってたらまずあ番がくしくも2人とも潜伏なんで2番3番どうするんだろうなとか思ってたけどねで4番はじゃあ8番9番はどう見たのと思ってるんですよね変なツッコミを入れるともう芯取れないよって 何をそのなんか表現がおかしかったですね恐れてるっていうか票回収したいんかすり寄ってるんかなんかそんなニュアンスに聞こえたんですけどね4番さんはでえー、っとね純粋にね単体で3番がおかしいっす、うん、2番釣りたいって無理なことを言ってるのが3番で占いの心理ほぼほぼできてないので何でそんなに決められるのかなと思ってるんですよね8番が死んで例えば2番狂人とか グレスク全く聞いてないでしょ。8番さんと9番さんってほぼほぼ2番、3番、4番さんのその非占いを透かしたっていう発言しかしてないじゃないですか。で、その3番がめちゃめちゃ村,なかな村を拾えたっていう7番引っかかったですね。これは4番さんの言及と同じなんで、まあ、7番に行こうかなって現状か思ってるんですよ。どこのワードかなと思ってるんですよね。全く自分はそんなことなかったです。はい 2週目聞いても純粋におかしいなと思ってるんですよね。だから原文は拾えてないんですよ。ニズりでいいっていうところの理由はわかるけど。まあ、そうかなと思ってるし、1番3はまあ普通に隠れた位置にあるかなと思うんですよね。8番9番の,あの発言で234って同調してるなとは思ったけど。 現状なら7かならか以上もう釣り位置に狩人いたら出てほしいのともし狩人出て対抗出たら狩人釣りで怪しい方もう進行取れないからね俺はないしどっちも変だと思ったから 地球に人外マークつけてたから8の4次ってそれ発言の内容だからそのスムラナイの透かしどうこうで殴ってないから4番って理論上おかしいのと9が変なのは2、4狼3強そこを叩いてるやつらが真っ当だったけど5番は確かに4番とか殴ってたけど7番って3番の狼ないよねって話してましたよ3番は オオカミいや、教授もないっすよかな忘れたけどなんか、とりあえず白っぽい発言をしてたし、それで7番まともに見えるかと思っちゃったけどね、俺。9視点って、は3番白見えてるけど、3番人外信仰でしょうよ。2、4、オオカミ、3強、強で、見てて、その怪しいはずの3番に指摘、7番してないけど。で、まあ、4が言ってたけど、7番って別に他にじゃあマイナス落としなかっ誰にもマイナスは落としてなくて、 3番だけが白いみたいな発言で終わってるのに、9番が7番ノータッチなのって、9の思考上でも変かなと思ってるんで、って思ってましたね。7に聞きたいのは3、リスクあったかと思うけどね、俺。そもそも初日に加工選択肢取ったら、もう釣られないし、今めっちゃ2位強してるけど、この人。これでもって3が黒いと思うんだったら、まあリスクなのかもしれないけど、3の2の釣りをしね。 別に1周目白いって置いたところで釣り寄せる理由さえあれば2周目何本でも釣り寄せるからやっぱ浅いんだよなと思っちゃうねさっき最初に言ったんだけど3と5にはね別に1周目のその発言だけでどっちかとは置けないだろうって俺は思っちゃうから浅いね45あたりがね あのね、これね、3番、多分強教なのよ、これね。うん。あのー、2なんて釣れるわけがないのよ、まず。2の圧倒的な黒要素、もしくはグレーね、今日は4、5、7、1でしょ、グレーが。そこが白い、全員白いっていう、あれでもないと、水になって持っていけるわけがない。で、3番っていうのは、あのね、俺、一周目が白いてるもあっても強授なのよ、3番なんていうのは。うん。 で、3番、今回ってさ、9が3白だっけで、8が2白じゃん。これ8番に言っとるけど、8番が3裏だったら心切るよ。うん、新切ります。3番裏だったら。これって、3番っていうのは、これね、黒出されたらもう戦えないのよ。で、3番がこれでその2ずりって発言できるってメリットって、強靭なことだっけ。強靭で黒くなって、 3番が自身で、まあ、例えば8が2世で8が3黒とか打ったら、3番も,も圧倒的に黒くなることができるわけ。3番白く見てる人って俺しかいないから。うん、うここはね、確実に合ってるね。うん、ここは確実に合ってる。まあ、8級は知らんけど、うんまあ、今日の釣り位置は、まあ、4、号どっちもいいんだけど、まあ、一番最初に釣りやすいとこ、7番が3を1周目に白をきして気になる。まあ、それはわかんのよ。 ただ、俺の論を聞いても分からんかと。5番も便乗気味だけど、俺は4に行こうかな。うん。ぐらい。5でもいいけど、4か5どっちかだけど、まあ4かな。うん。これ100%当たってると思うよ。3%番は狂人だと思う。だから8、9%は進路。で、8番2は3、裏だったら進切りますね。うん。はい。 あなたの発言ですいや3番占うよ絶対クロスは絶対しないとクロスしないと初日囲ってたらもう釣れんやろ絶対クロスはするよそれに3番のオカって0じゃないと思うよ自分の白先徹底的に黒乗りしてるから明日勝負行こうとしてる可能性あるよ自分が3占って黒でもう3キロ,ロだと明日に九郎打つやるもう勝負する。 用意してるるる可能性ああから3番のオカメあると思うよただなんか3番さん釣れる議論になってないから入れないけどうーん正直1番さんか4番さんに入れようかなやっぱ4番さんは1周目に二三が占い霊能ないのをすかして4番さんがまず二三を叩いたよね23たたときながら自分も占いも霊能もないって意味が分からんけどね 占い例のないの透かしてるから俺叩いてるから4番最初新章いいかなと思ったんだけどそこで自分も占い例のないの透かしてるからもう発言矛盾してるやろでまあ一番さんが怪しいのはやっぱ234で自分の城崎2番最終便所で釣りをしてるからあの4番さんから始まった2釣り押しの最終便所一番さんだから オオカミって便乗して釣りやすいとこ釣りに来るから1番さんが2入れてるとこも怪しいから1か4どっちかから入れようかなと思うんでもう彼と絶対8声してほしい結構怪しい人多いからなんか7番が3番強人で見てるけどオオカミもあるでしょ怪しい人が多いからこれ9番強人の可能性も十分あるから絶対8声して まあ最終便乗の1番か、まあ、発言がおかしい4番これどっちかに入れようかなとも絶対合意してねなんか6が浅いとか言ってたけど6の方がよっぽど浅いし外してるからね本当にどうかと思うんだけどねはっきり言って。 であのね4番が絶対的におかしいのなんで分からんかなと思って5も6も。だって8こんだけ4釣りをしてて8は偽に偽とは見ないとかっつってで9の偽要素って9が3白持ってるのに出てこないっつって、うん、で一番最後にフォローみたいにあのそれは8にも言えるけどとかっつって。 4絶対人外じゃんと思うんだけどで8番が2周目4釣るって言ってるのは56は7釣るって言ってる,言ってるからじゃん56で7に票入れてたらもう勝てんと思うけどもう今日4釣るしかないで4が釣れたら6鉄板越えで4が釣れんかったら俺に越えそれでいいと思いますはいで まあクロス占いはするけれどどうなんだろうねなんか4八でライン切ってるようにも感じるけど一応ね3は俺3四郎持ってたから3強陣なんかなと思ったけど別に3が2釣り停車はこれはおかしくはないと思うからまあちょっと強陣名は分からんくなったかなっていう感じ。 まあ八強陣もあって8強陣2四同とかも全然見えるじゃんかだから4釣りしかない今日はただ5六は間違えて7釣ったりすると今日負けって感じかなはい1番さんが発言します うん、8・9審議は全くわからんどっちも言い分は飲めない、うんていうか俺はどっちかっていうと今日こう釣りたい方だけどね4の発言って結局3番が2番を釣りたいっていうことに関してわからないって言ってねそこ自体は、うん、理解はできてないんだろうなぐらいにしか思ってなかったし、うん、かつ4番に言っとくと3番が2を釣りたいって言ったところって8の神経屋によっての釣りやから。 まあここに関しては、えーうん、別のもんが言ったけれどもよっぽどグレーが白いって思われなければ、うん、できへん信仰やし、うん、そこまでの要素があるかって言われたら不明やと思ってるからでかつそれを言うんであれば8番9番同列っていうのは確かにその通りよ、うん、だから4番ってまだ精査で置いとくべきやと思うよ精査で釣れる位置ちゃう色はっきりするから でかつ7番に関しても3番が強人っていう目線があったわけやからうんいや村として見てるわけじゃなかったやろっていうところに疑問視があった <coughs> っていう意味合いでも7番釣ろうとしてる5番からいきたいかなと思っていて、うん、まあ別にクロスでいいんじゃないっていう部分にはさせないけどうーん いやあのそもそもね、えー、誰言ったんやっけ便乗ですらないよ。平和ができた場面であれば、234って全く無意味なことを言っているから、ここっての無用で釣り位置でしょって。うん、俺、その発言をしてるんやけど、9番が234を人外置きしてるかどうかっていうんじゃなくて、9番がその目線を持ってるんだったら、そこはつ全部釣り位置でしょってしか言ってないから、乗っかりですらねえよ。は <laughs> あ分か,かんねえけど4の言ってることが一理あって7を釣る気がないっていうのは俺の意見ねうんそこを釣り押しているっていう意味合いだったら俺は5番かなと思ってるけど投票ししててくださいアバタターをタップして選択できますうーん1釣れるかな あ4つれたわけだね投票を終了しました追放される人が決まりませんでした4番さんが発言しますえっいやーじゃあ俺なのか <laughs> これあでもじゃあ6の進行で基地対抗が出たら基地からっつったから いまあ、この遅いと思うけどなきしよも。一番って多分釣りじゃなかったから、わ、まあ、からんでもないかなって感じかな。まあ、8キリカンシャマジアカラマ。どっちからも叩かれてるし、8に関してはもう全くおかしいし、俺が俺俺の叩きがね。一、まあ、番に対してはクラムさん、信じられるやろ。まあ、どっちかわかんねえやまだ。ん。まあ、8そのクラムさん、今日やろ。 えっとに俺がに印象悪いよって言ったのは、えー、言ったのを多分自分の白を,をちょっとでも叩いたら多分怪しく見る人だからそこは精査に入れなくて<ん>えっと9番を反復したところは同列だから同じフラットだよって言った場でね。はい ななぐらいかい、ね、まあどうなんだろう進行的に。んれでね、その騎士保護でクロス護衛までして、あクロス声もしてできないのか、これ。まあ、俺が村なら分かってるから、一つって、まあ、5はかまれしんでいいかなとは思ってるけど、どうその進行じゃダメですかね。まあ、これでクロス声とかできるなら、まあ、別に飲んでもよかったけど。 多分人外目がある方を釣った方が多分棋士ってもこうなってくるとかまれしないしはグッジョブ出すしかたぶん心身症ってできないと思うからかな1の棋士用はでもぶっちゃけあれなんだっけな回避ようには見えないど,っちかどちらかというと5番の方が見えるかなっていう感じですねはい以上1番3が「 発言しま,すまあ一応言っとくね、うん、あの俺の,あの仮仕様が遅れてるっていう部分においては、終了をした瞬間に5番があの仕様を押した、この瞬間に対抗使用出ようと思ったら、送信ボタンが押せんようになってたっていうだけの話ね、これ、タイミングシビアやなと思ったけど、間違いなく5番の釣り逃れやと思ってるけどね、俺は。<laughs> まあこの盤面で俺釣られるわけにはいかんから、うん、俺は、あの、うん、4番釣ってほしいとは言うけれども、この状態においてはね、発言上で色が落ちるっていう推測なだけで、4番が村か陣外かって分かってないから。っていうとこかな。まあ、6の意向があるんであれば、俺釣りにしかならんとは思っている、これに関しては。ただ、5番のシーンって一切ないよねって話。 やなどっちも落ちないほんまに。のっかりっていう意味合い最終便上で1番が上がるっていうのは絶対的に間違いやし9番視点でもなあと思うし初週の発言上で見た時には9番の方が劣ってるなと思うけどどっちもどっちやから本気でわからんだからクロスすべきやと思っているし。 じゃあ7視点においてのそこで白白が出た場合ってまあだいぶうんあれやと思うけどねまあそもそも9番の言う8番4番やったら分かりやすすぎやと思うけどね俺は。っていうとこかなうんまあなんか6番の、うん、言うこと自体がちょっと進行にはそぐわのような状態になったなと思ってるけど 無理よはっきり言ったのタイミングの仕様って俺投票してくださいアバターをタップして選択できますこれ一強だね。どうするか九かめると思うけど 噛んだら 4HP くいか8みいいと思うけど投票を終了しました追放されるのは一番三です一番三が発言しますうん まあ、とりあえず言うとっけど進行上でもまずありえんと思っているし、うん、結局のところ5番の釣り逃れってマジで分かった方がいいと思ってるよだって最終的に5番を釣りをしている人間が一番のみなんよじゃあそうなった場合って仮に5番がしっかりだった場合1番って釣り押しができる状態の位置っていうのを考えられるよね5番って絶対届かんよねうん 5番視点1の狩りが見えてるからだよね、この仕様って。黙ってても俺釣られる位置になってたと思うよ、その場合って。うん。まあ4番の方があったから俺はあの発言最後まで使用する気はなかったんやけども。1人の釣り押しで使用するほど、あの、 芯がないと思ってるんでしょそれが芯透けてるっていう証拠にもなるから。ご芯だったら絶対ありえない行動っていうことをまず頭に置いてほしいね。まあそこでいけるかってならどうかなと思うけど。 4ローだった場合、五強。もし、うん、まあ、その場合は8よりは9よりかなと思ってる。うん、48は普通に応えんと思うけど。5ローだった場合、うん、4があっても強靭一かなと思うけどね。この変化で見るんだったら。その場合のラスル位置が今のところまだつかめてないっていうぐらい。 あ、うん、うん、うまあにこのめんどくさい進行取ってくれたもんよな絶対俺殺される状態よこれ最悪夜になりました。どうする安定級かだけども八かも強いと思うけど、うん、どうするで八神はいらない。らな いや九かも。が結構ヘッズ溜まってるから。九？九ってか六でいいんじゃない別に。いや信用勝負できるんじゃないああ<ー>六？オッケーオッケー。うん。<あ>信用勝負できそうだけど。はいはいはい。はい。そのままお待ちください。 襲撃されたのは6番3です7番3が発言します5番ってどこ守ったの？勝ち守り5番ってさ 俺、1に1だと若干今でも思ってんだけど、あのね、1番ってさ、でもまあでもそもそも5番の8番もよ,りもよく分からんけど、1番が人狼だと思って、あ、じゃあ、の、強人だと思って、6もあんなかったの。でもこれ、8釣るしかねえな。 新郎新郎ねえと思うんだよな。これ3番もね、俺教授だと思ったけど、俺3番も教授だったら7つするんだよね、絶対。アリスさんゲストありがとう。258か。1>, 1の CO って不自然は不自然なんだよな、本当に。だって5番釣りつっててさ、5番出てきたらすぐにチャット打てるのわかんない。システム上のよくからんけど。 しかもさ、このゲームって、なんか、これ言っていいのかわからんけど、これ、騎士じゃん。騎士じゃないの狩りじゃないよね。だから、そういうのも含めて強心じゃねえかなと思ったんだけど、こ6守りは普通っちゃ普通なんだよな、普通は。でも、5番が1番のことを、そんなに強靭だと思う要素 線それを説明できんだったら八万盛りも分かんなくもないんだけどこ士じゃねえだってって思うんだよな俺あなたの発言ですえーっとね あのー、3番さん占って白ね3番白ねまあ一応絶対クロスはしとかないと囲い,いってある可能性って十分あるから3番占って結果白でもう俺は5番さん決め落ちたけどまあ5番さんあの8五飛した理由とかしっかり言ってほしいんだけど俺はやっぱ1番さんおかしいと思うけどね、まあ、俺目線の話よ俺自分2白持ってるんよね 持ってて最初に4番さんから2怪しむ視点が始まってで最終便乗の1番さんだから2釣り押しだから1番さん怪しくて4番さん怪しかったのは2と3があの占い例のないの透かしたのにまずそこで23最初に怪しいんでその後自分自身も占い例のないの透かしてるからこのどっちかって言って9番がもう4釣り押したんで俺は1番投票して まず5番さんが騎士仕様したよね。そこで太鼓ですぐ出てないから。俺1級で終わる可能性もあると思うけどね。決戦で騎士仕様やろ決戦で騎士仕様は、ちょっと俺無理があると思うけどね。うん。まあ9番が強人だったらニクロ打ちそうなもんだから。 19ローロ19ローロー3強ってあるんかな俺は5番決めよっていいと思うよ釣り逃れの騎士仕様は俺は5番さんが騎士仕様した時点で1番さんって出れたと思うからで決戦で騎士仕様やろちょっと俺は信用できんから俺は決め打ちの9釣り行きたいけどね 10番さんが発言しますまああの5に5だい大体57投票してないし84つるってあれだけ言ってて1に投票してるから大体いい1って釣り位じゃなかったでしょ全然釣り位まあ4か7だったと思うよで明らかに投票おかしいかな えっと昨日、陣外表みんな1位いったんかなと思ってたけど2番が白だったんでちょっとうん分かんなくはなったかなっていう感じかなでも全然ゴッパーローとかもあるからねで、えー、まあ5進なら6守るって絶対1の色見たいでしょそれしようとしてなくて、えー、8五 A とか絶対ありえんからだから5にせ ご釣り,りで。で、えー、まあ、8、9、どっちがどっちを占って、で、どっちが噛まれるのか、まあ、噛まれんとは思うけど、うん、見ればいいじゃん。はい。だから、ご釣り。まあ、2、3の格子はでかいと思うけどね。ただ、2番3視点でもう、なんか、あれでしょ、視点更新できるんかな。 うん、3番とかも、まあ、1に入れてるから俺正直強人ん名は分からんはっきり言ってうん、うん、まあでもごつりでよろしく7万さんも5からいこう5から 2>, 2番さんが発言します はい、お願いおします1、まあ、が真やったらちょっとまずいかなって思った点はねいやこれ1を真に見てないとかじゃないよ先に言っとくね1が真に見てないわけじゃなくて1番さんが話してる時に5って回収をしたんじゃないかなと僕は思ったからあの1、ー、を釣ったわけだけどなんかいろいろチャットが打てなかったって言ってたけどねでも1、あのー、の色が見たくて1釣ってんのね5番さん。 8で守る意味が分かんないの ?8、級の審議なんてさ、分かんないのにさ。クロスしてやっと分かるかなぐらいかのときに、まあ、白白出たか分かんないけど、でも、あのー、8番さんが5審に見る意味が分からない。まあ、普通に、まあ、4、7の釣りたくだったんじゃないかみたいな話もあったけど、まあ、1番が結構強く5を釣りをしてたから、まあ、ワンチャン釣れたかもしれないしね、5が釣り逃れで出てきた可能性もあると思うし、ログって確定紙じゃないの違うの だから確実なシーンを6守らない5なんて2せでしかないでしょうと僕は思いますけどね。なんで8番さんは5番さんのシーン見てんのと僕は思うし、まあ、9番さんの感情の方が僕はまあシーンらしいかなと思いますけどね。こ、はい、んな感じかな。 まあもちろん三番さんの二週目な発言は僕はすごく気になってたよ。でも三番さんが進路出るんだったらね、僕はまあムラかなと思うのでわかんないけど。だから八球が進路で四七にいるんじゃないかなと思うから、占いでなんかクリアになっていくんじゃないかなと思うけど、ごずりです。以上。三番さんが発言します。 8、9が進路で4か7に王く考える。つまり2番は1、5が神教に言えてるのか知ってるのかって感じだよね。だとしたら。うーん。いや、8と9は微妙やけど。ああ、ちなみに5を積みます。もしかしたら5が進かもしれないけど。 グッジョブが出ないってことは死ぬのを覚悟でやってると思ってるんで 8JJ が出たらもう5番は英雄なんでねただ66が噛まれた場合はもう5はつられてくださいー 8, うーん89かうん8は4か1に行くって って言ってたけど発言上おそらく8って4投票になるんじゃないかなと思ってたんだけどね1なんだおかしい発言をしている4よりも便乗した位置を釣りをしたかうーん占い信教で岸士に狼が走ってて って感じに見えるけどねやっぱ俺は9番3も分かるよ6は7親しまないでおかしいって言ったけど7って3の狼を追ってなくて9は3の城を持ってる場合は9は7に目線向かないのは普通だとは思うけどうんただ9が芯高いやと言われば微妙いやー難しいな あとりあえず五に行きます。四番さんが発言します。はい。一応一って俺のこと強人っぽいって言ってたので、その場合ってラストウルフわかんないって若干視点破綻してたからまあご加心かなと思ったけど、まあ俺のことを。 強本で決めつけてるわけじゃないと思うからね、一の考察が。その場合って、まあ、一の心もあるから、5に行くのはまあ納得で、えっ、ー、と、心境、心労、心労、心境心労、心労、だ労、心新心労、心労、の場合は、まあ、決めつ勝てばいいだけだから、まあ、いい心境、心労、心境の場合って、えっと、7番か、まあ、 オカミなんだけど、七番の黒要素として、三、えー、番のことを強人で見てたら、新郎新郎だから七番してね、その発言が出てこないのが怪しいかなと思ったけどただ、その発言をオカミで漏れるかないや、一本ずって考えたともないから、新郎新郎も十二分にあるんじゃないかなって今考えてます。はい、その場合はちょっと 若干視点破綻してた一番が狼なのかなとは思うけど一番の、えー、CEO は俺自視点はなんかし CEO には見えなかったからどっちかというと5の方が返し CEO に見えたかなと思ってます1ってなんかまあ俺は釣り位置だったんだけど昨日ね1って釣り位置じゃないかなって思ってたからはいぐらいかな今日5投票は全然いいと思います それはまあロック守れなかったサイトしてつられてくださいって感じかなただ考察は5の,5の方が真だと思ってるから考察はあ、えー、と後につなげるんでちゃんと考察してほしいかなと思ってますはい以上5番さんが発言しますはい、はいまあ、まとめられるかなえっとね 話の流れ的に釣りたくって結構5は入ってなかったでしょ、今回。4番とか7番でしょ。8番さんの釣りたくは4番、1番で、9番の釣りたくは4番だったんですよね。で、えー、と1番さんが最後、遠方寺に行って、わーって結構な視点話ししながら5に視点を向けたんで、5番が仮にも釣られたら、俺、先般ですからね。だから、c をする必要性があったんですよ、遅れてでも。 で、一番が同票になって、あぶり出されて、出てきたから、俺はすげえ楽しいんですけど、まあ、そこら辺は下げりはいいっすね。はい、で、俺、新規士で、全視点でローラするっていうのは、それはしょうがない話です。で、グッチョブ出せなかったのは、俺の責任なんですけど、えっとね、なんで8を守ったかっていうと、釣りたくのチョイスなんですよ。八番さんは4番、1番を釣りたくに入れて、で、えー、っと、投票のところも1を釣ってんですよね。 9番は釣りタコに入れずに投票もいけなかったんですよ。だから8を守ったんです。じゃあなんで6を守らなかったのって言ったら、1番って俺狼と思ってるんですよね。あの、強人でやるあの人は多分いないと思うんですよ。岸 CEO。これは経験値の話なんですけど。 狼で多分騎士使用して逃れて多分釣りたくから飾りたいんだろうなと思ってたんで6番の色結果っていうよりグッチョブを狙った方が俺はいいかなと思って鉢守りしたんですよねで審議をつけたのはその理由、はい、でえー、っとねこの局面になってねえー、っとますますね逆に89が審道の可能性が増えてきたと思ってるんですよなぜかっていうとあもう遺言で言おうかなこれはな えっとこ、ね、れ3番強人かなとかも思ってたけどえっ、ー、とねそれは7番さんの言及からねまあいいや次言うわとりあえず急に行きます俺はね「投票してくださいアバターをタップして選択できます」。 7黒打つしかねえな7黒打つか進路進路にするか投票を終了しました追放されるのは5番3です5番3が 発言します続けると8番9番って初めは心境かなと思ってたんですよ同じような釣り位置でね、えー、と全然優劣つかないからただし1番が俺は黒で見てるから8番9番のところって、えー、と進路になるんですよ。 場合7番の言及からほぼほぼ3番強人だと思ってるんですよね。なんでかっていうと、8番とかが9番がクロスして隠し潮を作るのにはあまりにもお仕事しすぎてないんですよね。ああその場合、1黒で落ちてるんだったらほぼほぼ占い髪が入らないといけないんですよ。だから、えーとね、なおさら守り位置は俺占いに行ったんですようで、考察すると4と7はそんなに対して黒くはないから、 詰めるのは、まあ、可哀想かなと思ってるし、八と九の真偽をもう一回村で聞いたらいいんじゃないかなと思ってるけど。俺はほぼオブ級偽なんじゃないかなと思ってますけどね。はい、持ってったら悪いですけどね、発言で。あと、このゲーム。棋士ですから。<laughs> はい。じゃあ、あ頑張ってください。夜になりました。 どうするどこかもをタップししてて選択してくださいどこかも ?23 どっちでもいいですよ。23どっちでもいい二かもか。はい。どうする ?7 黒でいい7白七 ?7 クどっちがいい ?7 白だったら俺黒だよ。さ、うんどっちでもいい、まあ、ど,ど,どっちもいいよ。勝てるんだったら今日今日で決まるから。うん、うん、そのままお待ちください。 のさんゲストありがとう昨夜襲撃されたのは2番さんです3番さんが発言します7黒4黒7黒4黒ね7黒4黒 まあ考えますます、あ、7 4のランにしましょうじゃあ。2番は9の方が「しんっぽい」って言って構われてたからやっぱ9の方が「しなんじゃないかなとちらっと思ってるんだよね。 8九が新居の時ってなんか黒打ちそうな気がするけどね8が偽なら3黒とか9が偽なら2黒あたり打ちそうなんじゃないかなと思うから打たないってことは進路進路もあるんじゃないかなとチラッとも。ってあ進路進路あるよなそう進路進路もあるかなとは思ってるんだよねあ進路進路ないんか どっちかにだって芯がいるんやもんなああいや微妙やな両方占いが黒打ってんのか4と7ねいやむずいね4と7か でも2番が噛まれてんのは少なくとも2は9の方針だとおってるから多分上位置で2か3なんだろうね。それで3が残ってるってことはまあ考えます。4番さんが発言します。 そもそも多分ん振動振動だったら2はかまないんじゃない強人位置が分かんないはずだから、狼って。7の七に上げた黒要素は昨日言ったまでね。7番って、えー、と3番のことを強人ずっと置いてたでしょ昨日も置いてたよね。その場合って、えー、と7番視点振動振動だからその視点が出てこなかったのが7番怪しいよって上げたのが昨日7番上げた黒よでぶっちゃけね8と9はもう。 なんだっけな9の偽要素あげろ8の偽要素あげろああの8の新要素あげろって言われても、まあ、8にも多少俺は偽要素があったから昨日まで、ね、占い結果が出るまでね、はい、だから4と7の要素で戦うしかないと思ってて多分3もそうだと思ってるけどだから、えー、と初週からね八とじゃと9目線84なのね 9目線の84って1周目からライン切りをしていて8番って4番に叩いてる理由ってめちゃくちゃな暴論だったと俺は思ってるんだけど23の,のことを進行,進行論叩いてて自分もスム,スムラをスかしたっていう理由で叩いてたんだけどそれって俺23のことを進行論叩いてなくて2の防,防御感があったっていう発言のことを叩いていてその3番に対して叩いたのはえっと 2番のことをオカないって切ったから切るのが早すぎるよって言ったまでで8番の論ってめちゃくちゃ通ってなくて俺にライン切りしてるから84って見づらいって思ってくれたらいいかなと思ってます2周目も8番って4回1に行くっつってまあ投票は俺にしてないからあれなんだけどと7番ってえっと急にも触れられずえっとずっとラインもつながず えっと切らずしてるなら七級狼ね三番わかりますはい七番のクローズは昨日挙げたさっきも言った通りねはい以上七番三が発言しますはい四番頑張ったけどあのね俺ね急にスタード持ってたのよなん <laughs> でかっていうと八番ってさ。 1日目さ、1、4のラン、まあ結局4に行ってんだけど、1、4のどっちかに行きたいっすが多いじゃん。で、8番って謎に7をはじいてるでしょこテちゃんの人ありがとう俺、のコ9のシ目線だったら、7も9の釣りたびに入るんだろうと思って聞いてて、で俺、2日目はね、あまりにもね、俺は1のシがなさすぎて、ちょっとね、5がシなんじゃねえかってずっと主張したんだけど。 まあただこれ、6守りじゃねえのかと。だから6守り、5が死んで6守んねえっていう目線っていうのは、そしたっけ5番って一番狼で追ってるってったじゃん。あ,あ、ダメだ、俺5いくしかねえわと思って。普通ね、普通5が死んで、一応狼見てたら、普通は6守るんだよ。普通は。はあ 八、うんまあ、守りまでの目線はまだ良かったけど、だって一応強人で見てるんだったら八守りは分かるんだよ。ただ結局、一応狼で見てて、6守んないんでしょ死んでもダメだと思って、まあ5釣ったんだけど、8番が7し釣ったら、俺多分急に行ってたよね。うん。進路進路主張してきたら。 多分3番もわかってるのもんよこれ難しいのですけど何にもないしこの盤面になったらだから8923に隠しを作ってるから3目線ねだってことは真のなわけよあまあ俺は84ローだと思ってるけどこれはねちょっとね8番戦い方間違いだと思うよう,う あなたの発言ですうん7番さん無理があるんじゃないそれは7黒ね、まあ、7番占ったのは大根の9番さんが初日4番1本で釣りをしてるからまずねあの4八ーロがない理由説明すると4番さんって2番を怪しんでたよね1周目4番2怪しんでるのに自分が4八で2しろって打たないからであのー 4八ロロだったら初日7釣りだからなんでか説明するとまあ5番さんが7釣りをしてたよね2周目で7番さんの釣りをし先4ね7番さんの釣りをし先4で4八ロロで自分が7釣らなメリットなくねで4番さんの今おかしいを説明しようか自分は9番偽だと思ってたんですけどねっていう発言残してるなら 初日の投票ってさ7番さんってあの決戦の後7番って最初どこ入れてる ?4 入れてるじゃん7番さんって4入れてるよね9番偽だと思った九9番の通用先四4やそこなのに9偽と思って4に入れるそれが言ってること7番さんのおかしいあと7番さんは3の白助してた 3番さんが三つりしはおかしい。3番さんの三つりしはおかしい。強靭じゃないか。強靭じゃないか。8番が3裏になったら真切るって言ってるでしょう。3番のオカミってあり得たよね、あの1。2に黒塗りしてるから次の日勝負を挑もうとしてる3黒ってあるのを、7番さんって3の白付けしてるから。で、今の発言、9番2世だと思ってたら4投票じゃなくない ?9 番オカミ軸で4ってないから。 俺ね9番強人だったらニクロでいいと思うからやっぱ9番ローのでね棋士はもう一番が強人だと思う決戦になったからも釣られていいと思って持っていこうとした1強でしょもう5番が死んでしかないよ7番の狼予想分かったこれで3番さん9番さんが発言しますはい まあ8番さんそんな7番さんの上げ足取らんでいいよだって8も4釣り提唱してたじゃんで4そもそもなんだけど4の一番おかしい点ってなんか終始村が8九審議わからんわからんって言ってたけどそもそも4番だけ分かってたんだよだから4番の2週目の発言って明らかにおかしいでしょ俺が3四郎持って出ないのが偽だっつってはっきり言ったんだから で逆に8番はどうかって8は偽とは言えないって言ってるんだよ。8は1周目からあの4つり押してる人物だからね逆に9は、えー、4に対して4はもう1回審議の余地はあるっ,つって言ったんだけどそれはなぜかっていうと、えー、4番さん確かにムラリがない行動はした,したんだけど3番目だったから。3番目でなおかつ その宗教の違いがどういう人なのか分からんかったからうんでまたこれもそもそもの話だけど5番の遺音おかしくねだって一郎でさ逆に喫煙をしたら鉄板で6番声へ入って自分の黒見えるわけじゃんだから5番がそもそも一郎塾で見てる方がおかしいしだから リスクを取ったんじゃない ?8 番さんは。終始、4釣りをして。ただ、2周目も釣り寄せたのは、6番、レイノーが7釣り提唱してるから、7に投票集まるなって、そういうふうに見たわけでしょうん。でも実際、8番さんの行動おかしくて、1周目、2周目で4釣りをしながら、1投票してるじゃん、結局は。だから8番さん2千円。だから まあ四つって八つらないといけないわけだけど必ず四釣り。ああ、リュウさんの眉毛。登場してください。アバターをタップして選択できます。ここのリスなんてれだけ、ね。<laughs> シュを終了しました。追放されるのはあワーダーリカ。s u さん a y s ヨンバがサンしまツゲンシマス。ハチバン、サンガ、ジシクラムンキューダ はい、お疲れさんです。多分無むちゃくちゃやんけ。やっぱ、クラムさん、今日、あれ、ちゃんと打たなかったんやね。いや、打てなかったんですよ、本当に。打てないのあ、5にしてかと思ってたわ。だから、俺が終了ボタンを押した瞬間に5番が使用してて、その瞬間に送信時ボタンを押そうとしたら、もうすでに押せない状態なんですよ。マジでこれ、押せんの 投票の時にチャットを点ってこと投票も無理です。5番さんは終了、投票の時にチャット、えけど5番さん。違う違う、<ん>発言のほぼほぼ終わりにもしたんですよ、俺は。だからそれで、結局、俺の指が止まんないから、多分終了ボタンを押すコンマ何秒かの間でしょう、押してんの。 えっとね、たぶんね、もう3秒か5秒前ぐらいで押したから、ほぼほぼ押す暇なかった、ね。いや、そんなことない。絶対1秒以内前。ビデオ判定、誰か <laughs>、ビデオ判定 <laughs>。いや、これ絶対ね、それはね、<れ>無理。これ、それは絶対無理よあ<れ>あの。個別で設定されてる以上、そこに絶対ズレが生じるから。 俺が見て見てる瞬間だと、俺が終了ボタンを押す1秒以内前に5番が使用してるわけです。1>, 1秒はあんまり早くないいや、絶対そう。まあ、だけど結局偽でしょ。一番さんは投票して問題にしてるんだよ。使用ができないって言ってるのが問題だから、一番さんは投票ボタンを押してから。 あのチャット打てなかったのか,、うん、明日から入院ですよ、れとっちどっちか聞きたいな。なだから、使用できなくなったって、送信ボタンが押せなくなったのは、まあまあと、とりあえず、倉本<ら>さんはチャットは準備してたのカリオドああ、めちゃくちゃ準備してた。あ<ー>つまり投票の時は使用できないな。けど、1秒は余裕あったんやろ。あとね送信ボタン押し瞬間からできない。 うんこれで投票中に使用できんってこと投票中は無理。ああ、投票中はし、あ、とちゃこさん入って。ちょっととちゃこさん来るから一回テストしようか。投票でチャットを出るかどうかな。あちょっと抜け,抜けますけど。ああ、いいよ、ドリルさん。 っいとりあえず発言自分の番が終了した瞬間まあも含めて投票段階までは絶対無理誘惑できたっけ誘惑はできる誘惑投票中できたかなおそらくできますねああ当じゃあちょっとテストしようあら根室君出た あらら。デューさん抜けたんかなあらネムの君くん出た落ちたんかなあの投票中にチャットが打てるかどうかのテスト。うん、あ投票中に分かりました。はいはい。あらネムネムくん聞こえる ネムネムくんはいはいねむねむくんじ自分で出たの落ちたの落ちましたアプリが落ちたなんかえなんかロビーに戻ってましたねあーはーはーじゃあちょっとね一回テストしますねちょっとその後試合するんでちょっと待ってくださいね ガモさんいるガモさんが天候お願いします9ですまあ多分、うん、投票中できなかったと思うんだけどな 2>, 2ですかぼちゃです4番です5です はい、7番です。はい、ちょっともう次試合じゃなくて、ちょっとテストね。なんで一回準備完了してもらっていいですかその後説明します。えっ、ー、と、まずテストなんだけど、全員発言回してください、2周。もう全員発言2周回して、あの、投票の時に、 チャットってください自分の役職、市民なら市民、占い師なら占い師。別に白崎とか書かなくていいです。もうただのテストなんで、市民、人狼、強人とか書いて、投票の画面のところでチャットが打てるかどうかの確認なだけなんで。あので、その確認ができたら、オカミ、ジジ、ジと、ちがみね。 じゃあ、そこましね。あちょっと、決戦にしなくていいぞ。さっき決戦だった。いや、そこはいい。いいのと決戦では打てたから。<あ>決戦の発言では打てるいい、はいあ。あと、 あのちょっと細かく見てほしいんですけれども、えー、最終発言者の発言終了から投票までのタイミング、プラス全体的に、えー、あのその以外の人の発言終了から投票までのタイミングでちょっと見てほしいです。送信ボタンが色変わったらあの送信できないという状態なので。まま、うん、まああとりりえず行こう役割がランダムに決まります そのままお待ちくださいあドラゴンさんビデオ判定行ってきたあなたの役割は人狼夜になりましたクラムさん人狼会人狼チャットおっとてあー了解です 人狼しよう、ね、でもう、はい、あの<え>検証できたらすぐ実証ね俺が実習するから倉野、はい、さん地が見してはい、はい、了解です、はい、そのままお待ちください がょました。し日の襲撃はありませんあなたの発言です9番さんが発言します1番さんが発言します まあ投票でチャットをてれなかったらちょっとチャットをてれるように変えてもらおう3番発言します4番さんが発言します 5番さんが発言します6番さんが発言します7番さんが発言しますあなたの発言です 9番さんがやはりまさんゲストありがとう。1番さんが発言します。2番さんが発言します。3番さんが発言します。 4番さんが発言します。5番さんが発言します。6番さんが発言します。7番さんが発言します。 んこれってどうするんだっけこれ終了していいのこれ終了していい <laughs> いい日記はてをちゃんとお手でいいんだっけ最終発言者が <laughs> 押せよじゃあ。 投票してください。アバターをタップして選択できる。あー、出れんわ。チャット出れん。あー、これちょっと。うん、投票中、チャット出れるよね。してもらおうか。投票を終了しました。 追放されるのは。一番。三です。一番。三が。発言します。うん、まあ、やっぱ。三が。実施しました。試合終了。敗北しました。敗北し。はいはい。じゃあ、打てれないっぽいね。 これ、打てれた方がいいよね、投票中。ですね、まあ、それもそうなんですけど、うん、さっきの体感だと、発言最終段階の人は、終了した瞬間から押せなくなってて、それ以外の人、分あの投票に入ったら押せなくなる感じだと思います。んもう一回って。 要は、えー、今の場合だと7番さんが発言終了した瞬間から多分押せなくなってるはずなんですよ。それ以外の人は、あの投票に入りますってなった瞬間に押せなくなると思います。ああ、まあまあ、とりあえず修正してもらおう。うん。ちょっとじゃあ続けてやろう。じゃあ9番さんが点呼お願いします。9です。 まあこんな中途半端なラグはちょっと嫌だね。い,いです。かぶじゃです。4番です。6です。 あ、ちょっと抜けたちょっと待ってね誰かが投票打てなくなるってことなんだ今の5番さんが打ってないように見えたけどねだけ見てなかったけどいや僕完全別のことを書いてたんで恥ずかしかったんで打たなかったです何書いてたの秘 <laughs> 密で じゃあ、俺から見たら全員使用したけどねいや、まあ、使用は多分してたんじゃない多分ネムネム君だけ自分のオナニキノコとかあの、してたんじゃないの私みんな役職書いてたんで、ちょっと恥ずかしかった。 ハリマさん、ギョ一人ありがとう。はい、感染してる方入れる方いませんかじゃあちょっと誘惑から一人探してきますね。リスナーさんで参加できる方いませんかこれ、たくまクラブ人狼なら楽に勝てる、勝ってったかもしれんな。惜しいな。 いやーそれはね、叶わない願いなんだよ。このゲーム始まってからね、俺、実験でしかね、あの人狼引かないから。はい、ちょっとたすいてきますね。 はい戻りましたはいちょっとねあのー、配信欄切り替えてくるんであのもう一回ね9番さんから転校して自分戻ってくるまでちょっとお待ちください はーい。YouTube 見てる方、YouTube の方はここで配信停止となります。ミルダムの方は引き続きライブ配信続けていきますね。もしミルダム遊びに来たことない方いたら、概要欄の方にリンク貼ってるんでね、ぜひミルダムの方も遊びに来てください。 じゃあ YouTube の方はここで配信停止となります。ミルダムでお待ちしてます。はい。じゃあ引き続きミルダム配信していきますね。 はい、戻りました。テン終わってますかね大丈夫ですかはい、じゃあ皆さん準備完了お願いします。はい、ルール説明必要な方いますか大丈夫ですかねじゃあ皆さん言葉遣い丁寧にお願いします。じゃあスタートします。役割が ダンダムに決まりますそのままお待ちくださいあなたの役割は市民,市民夜になりましたそのままお待ちくださいさあ市民でしたね タスク行ったらねちょっとこれが変わるんよね比率がそのままお待ちくださいあっトンテって産業ありがとう。 が来ました。初日の襲撃はありません。あなたの発言です。ああ、最初だね。えっ、ー、とね。進行論はバツ三角進行論提唱します。まあ、強く怪しい人がいたら理由つけて罰。罰あの少し怪しい人がいたら理由つけて。三角これを言ってってほしいで勘違いする人がいるんだけど。 まあ普通にわからない人を三角につける人いるからもうそこは触れなくていいわからない人はだから×と三角を言っててほしくて丸は言わないでほしいなんかね丸っていうと氷河州にちょっと見えて、まあ、自分その氷河州っていうか村っぽいとか城っぽいっていう人釣りに入るよね自分はで同じ思考な人を釣りに入ってそこ人外だったらいいんだけど ここが人外じゃないかった人が無駄なんでね、怪しい人だけ言った方がいいから、理由つけて、パーツか三角で。言ってってライン見せてほしい。そこから狼探そうかなと思ってます。九番さんが発言します。はい、お願いします。八番さんはまあ、二週目ですかね。 はい、スルーで。なので、うん、その、八番さんの進行は、俺は嫌いではないですよ。で、確かに、丸をつけずに、三角×、もしくはスルーで表現して、で、しっかり釣り1提示できたらなと思ってますけど、まあ、8番さん2周目。 でえー、っとお願いとしてはそうですね過度な白起きとか変な白起きしないっていうのとあのー、あれですかね体軸釣り押しとかそこら辺が俺はすごい黒く見えちゃうんでちゃんと、えー、ライン精査しっかりやってくれた方が嬉しいです。1番さんが 発言します。はいお願いします、うん、現状、8する9三角かな、うん、9番に関して気になったことが、8番の進行路、まあ、別に言ってはいいんやけれども、ちゃんと話を聞いてたかなっていうところが、白級しないでください、白級しないための進行ですよ。はいうん その上で重複していっているっていうことをまず自覚した方がいいかなと思っていて、それをう意味合い、重複している意味合いがあったのかなっていうところで9番は三角。っていうのかな。まあ、俺はあの言い回し一つでも取れるとこは取れると思ってるから、ちゃんと一周聞いた上での判断はしたいなと思うけれども。まず発言をきっちり理解して話すこと。 うん、あのプラスして分かりやすく話せるようにすることだと思っているからそういった意味合いでの、うん、三角っていう部分ね、うんまあ、きっちり精査はしましょう話を聞きましょうその上であの怪しいところをします。はいお願いします。 えっと3番さんにちょっと教えてほしいんだけど8番さんの進行論は怪しい人が×で何の人が三角って言ったのかちょっと教えてほしいごめんちょっとここ聞き逃しましたどの人が三角って言ったか教えてほしい微妙な人かなで8番さんのその進行は僕は面白いなぐらいに思っているがまあ現状スルーで9番さんはあの ごめん、僕はね、9番ーーさんがスルーって一瞬間その選択肢あんのかと思ったんだけど、まあまあ、8に対しては狼でも村でも言えるとか、対、まあ、人釣り押しが怪しく見えるとか、LINE 精査してくださいとか言うんだけど、まあスルー。<laughs> まあ1番んに関しても別に、9、ま、番、あ、ーーさんが疑ったのはちょっと僕はよくわかんなかったけど、疑った字が三角だったので、ちょっとわかんなかった。白起きしないでってところ、ね、でもまあ1番もスルーです。以上。 はいこれ4番さんに教えてほしいんですけど、えっと、9番さんと1番さんはロボくなかったなんかなんか接続が悪いのかと俺が悪いのかと思ったら2番さんのは普通に聞こえたからなんかそこだけ教えてくださいで、まあ、2番さんに言うとまあ三角は微妙な人って言ったけどまあ大した要素がないならスルーでもいいって言ったから×、まあ、三角スルー進行の 丸まあ村評価みたいな白起みたいなのはやめてくれって進行ですねうんまあこの中はほとんど全員スルーなんだよな正直まあ9番さんくらいかな三角まあ1番さんには思ったことあったけどスルーなんだけどまあ1番さん9番は多分ね片面だけ取ったんだと思うよそれ8に対してのうんまあ分からんけどね8番の言ったことって別にその白起をさせないための進行とは別になってない可能性があるからね そういう意味じゃないでしょだから基本的に黒日ベースで考えましょうってとこだと思う。うーんー、2、3あたりに一いそうだね。が発言します。別に、ロボク、俺は聞こえてなかったですけど、相関自体やったらチャット出しますし、トラブルチャットぐらい大きいやと思うんで。8、2、3三角ぐらいじゃないですか。8番3三角にした理由は、 自分の中でバスだ三角だってどのような基準でつけていくかっていうのが明記されてないから8番自身がそれをやりたい理由そしてどういう人に対してバスなのかそれが明記されてない以上8番の進行に明確に乗る理由がそもそもないのにみんなが乗っていることがそもそも変です僕は8番の色を測りかねているから乗りますけどだから8番にスルーな理由も全然わかんないです 前方位置みんながわかんないです。ロボっていると思ったんやったら3番はなぜそれで、えっ、ー、と、例えば9番とかの色をする、別に気になるところがなかったって思うのかもわからんし、まあ2番は話聞いてないうーん5番さんが発言しますはい。 そうですねいや。8番さんは、まあ丸とか、まあ白上げがとりあえず怪しく見えるから、まあ村でやる人いるから、も、ま、う、あ、やめてほしいっていうので、×三角を提唱したんだと思いますけど、あと、まあ LINE も見たいみたいな、まあ LINE 精査してレイルさんです、ありがとう。思うから、んん4番の8番の指摘があんまりまあ微妙だなと思ってます。3番さん、9番さん、三角の理由が俺、ちょっと分かんないですね。 言ってたら申し訳ないけど9番さんって「過度な白気、変な白気はやめて」って言ってるからもう、まあ、似てるようだけどなんか重複化してないと思うんだよね。うん。過度な白気、変な白気考察での白気感覚での白気あ感覚の白気はまあ共有してるのか変な白気に入るかもしれないけどだから一番の9番指摘は細かく言うとちょっと通ってないと思ってます。以上です。 六番さんが発言します。はい、お願いします。うんーと、八番さんの。は、別に。バツ三角だっけ進行だっけ?。は、別にいいかなと思っていて。 えっと、まあ、2週目次第だなと思って、2週目にどこがバツ三角だったのかって自分で言えるっていうところで決めたいと思うから別にスルーでいいかなと思っていて、私もう前半はほとんど別にスルーでいいかなと思っていて、そこをちょっと言って4番さんが三角かなっていう感じかな。5番さんに関しても、 バツではないけど、なんかちょっと意味がよく分からなかったから、三角でいいのかなーと思ってるくらいかな。あしなちゃんが2人だった。別言い方が違うだけで、今言ってることは同じかなってちょっと思った。以上です。7番、さんが発言します。はい、7番です。よろしくお願いします。 3番さんと、まあ、6番さん気になってて6番さんに関してはまあちょっと意味不明っていう点が多いっていうのと、まあ、6番さんからちょっと触れていくんだけど6番さん視点で前半はスルーでいいっていう発言があったんですけどそのまあスルーでいい範囲ってどこからどこまでなのかっていうのを明確にされてないっていう点でなおかつその前半はスルーでいいっていうんであれば、まあ、1番さんから9番に三角ってつけ始めたわけじゃないですか。 じゃあ1番さん4番さんから5番さんに6番さって触れてたんだけど、1番さんどうなのって思うし、3番さんもしっかりだよね。で、3番さんで気になった点っていうのは、1番んが気になることはあったけど、9番さんが三角ですね。1番さんの気になった点って言ってほしかったですけどね、だったらその発言って落とさないでほしいんだけど、なんかフラグでも立ててんじゃないんですかって、俺、思っちゃうけどね。 変になんかライン切りとかしようかなとか、そういう意味合いじゃないかな、と捉えちゃうから、三番様ん怪しく見てます。以上です。あなたの発言です。はい。えっ、ー、とね、百十ね。あ、ちょ、ちょっと待って、待って、待って。九番さんが落ちてるから、さっきの時間してダメね。九番さんが落ちてたから、時間して百五ね、百五。百五。 うん。はいはい。えー、ちょっと待って。2番霊能の,の、6番三白、7番に白か。うーん。占い師は若干6番さんの方が偽かなと思うのは、まあ6番さん、4番さん演習もしても自分と合ってた。 4番さんって自分三角つけてるから自分目線は4番さんって怪しい人物で5番さんは4番さん怪しいんでたよね5番さんって4番三番さん3角とか×はつけなかったけど一応4番怪しもして自分と合ってたんでその4と5が両釣りになるのが分かんないから現状若干6の方が偽かなと思うで釣りたい位置なんだけど まあ自分は3番さんか4番さん俺9番さんは2周目でいいと思ったからそこをまず1番さんが9怪しみ3番さんって聞こえてなかったけど9三角な聞こえてないのに9三角かなって言い入れないと思うから3番さん怪しいのとまあ4番さんを自分を三角で言ってるからねうんだから3番か4番釣りで いいかなと思う9番さん1番さんもうちょっと2周目の怪しい位置聞きたいなんで3番4番6番三角かな強く怪しんでるとこいないから3番4番6番三角2周目も三角×いいかもね346三角です 10番さんが発言しますはいえー、っとね c 用 o 前の俺のスケールっていうのは3六が×で、まあ、2一三角ってつけてたんだけどえー、っとなんかねとりあえず3番さんに関しては片代ではあるけどなんか急二三角つけてなんか2一特に2への触れ方とか。 すごい色けけしててるよような感じを受けてたんだよねであと、えー、6番さんは全く視点が合わないなんか前半スルーでいいとかってそもそもその発言がおかしいし4号が三角って言って4号は俺は全然、えー、あ×でも三角でもないっていう存在だったからだからスケールが合わんなっていうのが6番だからうん俺 まあ7が真んじゃないかなと思ってるのでまあ危ないけれど、えー、正直こっから後半が賛同してくれるんなら3の形を釣りに3番しかったら3釣りもありかな7番さんが 2, 2の霊能にプリンセス姫ちゃんしなちゃんギフトありがとうの3で対抗占い飛ばせるかは3釣って、えー、7番さんが他のグレーを占うっていうのが一番勝てる確率が高いんじゃないかなっていう感じ でその場合占ってほしいのはそうだね俺4番さんあんなヘイト無権と思うよね8番さんの感覚とは違って人狼でやってないと思うから8番さんか1番さんにその場合7が占いを飛ばすっていうのが丸いかなっていう感じただ後半賛同してもらえないようであれば今日は1釣りがえー 良いかなっていうふうに思ってます。もう賛同してもらえるなら、三つに提唱したい。以上。一番、三が、発言します。うーん、まあ6、六七審議に関しては、どうしても七番の方がしんぽく見える。六番に関しての、うん、精査がなさすぎるっていう点から。うん、で、次一、今日は九か四かなと思っていて。四に関しては、うん。 やっぱり3番の指摘があるんだったら多分最優先が3になると思うんやけど。っていうところからうんちょっとそこが合わないのと9番視点において今日は、うん、あの片白の3を釣りたい3を釣りたいってなるんだったら多分3六ローで見合いとかな、うん、わないかなと思ってるけど俺は。 以外ではないと思ってるしそもそもそ,あのそうするんだったら、うん、7番から3番に裏に飛ばせばよくねって思ってるぐらい。でかつ9番のもう一つ、うん、じゃあ1番の黒要素って何、うん、?1 番釣りたいんでしょ1番の黒要素を上げてくださいよっていうところに関して一切上がってないのに1番を釣りたい4番は釣りたくないんでしょう、うんで。全く合わないからね9番は。 5に関しては、まあ、少なくとも精査をしようとしているところっていうのが、うんあのまあ、見解としては合ってないんやけれども、まあ、精査英語が見えるから、発言で色は出てくるのかなと思っているんだよね。で、3に関しては、まあ、一応、うん、1周目段階においての矢印の向け方自体は、まあ、納得できるかなぐらいでしかなかったから。<laughs> っていうとこかな。 異常性があるのが4番9番やと思っていて今の2周目の9番の発言ってむちゃくちゃやと思ってるからうん俺は、うん、ほぼほぼ9番まあ4番の発言聞いてからやと思うけどあのあの引き続きで行くんだったら9番ツよ確実に二番三番発言しますはい うん。まあでも僕は9番さんの言いたいことは分かったけどなと思いました。多分、1番さんが釣り繋がったのは、まあこれは僕の想像だけど、いやまあそれは9番さんがね、1番さんのクローズを言わずに、まあ3と、まあ時点で1を上げたのは、まあ若干なんでかなって思うところはあるけど、まあ9が村だった場合に思えるのは消去法かなっていうのと、4番さんの 黒要素はわか、まあ、からないかなあんまりえー、っと98823ってあげてたかな4番さんってまあ俺は話を聞いてないっていう話があってまあ3番さんに関してはシステム的なあれがあるんだったらあのチャット打てばいいじゃねえかっていう話をしてたんだけどまあその通りだなと思うし それ以外に4番さんになんかすごいクルーがあるかちょっとわかんないからそこまで4番さんが歌われる意味は僕はちょっと今現状わかってないなぐらい。えっとで6番さんが2世に見えるのもまあまあ8番さんもそう思ってるしね僕もそう思っちゃったからまあだからじゃないかな。 3番さんがめちゃくちゃ黒い位置よりは6番さんが黒く見て他の黒い位置がまあ消去法で3番あるかなってなってるから3番を潰し7番の占い位置7番死んだと思えるから7番を守って7番の占い位置広げたいなっていう9番さんの意思かなと深く組と取れたけどねって感じ5番さんに関してはまあ松三角進行しなかったらちょっと余裕がないのかなと思っちゃった点もあり8番さんは9番さんの 接切れを見てね、あのー、ちゃんとこう秒数も成したから、まあ冷静な人だなーってぐらいに思ってます。ですかね。お釣りたいですか皆さん。三番さんが発言します。まあ僕は投票九番さんに投票しますけど。 えっとまあ、まず7番さんは俺が1番の微妙だって言った様子を言ってないっていう、まあこれ話聞いてないです単純に俺1位が、えっと、意見は合わないけどするって言ったのは、まあ、9に対して9番は8番の発言を聞いて8番さんは、えっと、白浮きをさせないための進行を提示したと9番自身の発言から思ってないですよねって俺は1番に指摘してるただ9番のその8番に対する捉え方がい,いし えまって殴り返ししかしないですよ、1、と3つって。結局、8番がじゃあ4番とかめちゃくちゃ釣りたがってる、3ド視点は合ってるとしても、あと、まあちょっとごめん、話しとくけど、8番さんも、あと、罰三角進行を提示して、丸っていうのは白きに見れるからやめましょうって言ってるのに、まあ、自分がね、5番さんに対して4番釣りをして点合ってるんだよねみた,、まあ、いいみたいな、いいみたいな言い方してるから、<laughs> まあそれちょっとだめだと思うよ、さすがに。まあ、ただ、まあ絶対9番さんで、4番さんは、 人外なならままあ人人かな単純に思いますよ人外があるとしたら前方にまあなんか結構全員よくわかんねえとか言って全員殴ってたでしょあれが強人だと見た時に6七が進路でまあ僕は全然7番のその1番に対する返しも聞けてないだけの進路の可能性もあるけど、まあ、俺目線は7番ってまあ6が狼6七が進路の時に6番がじゃあ俺になんで白打ったのかっていうね とことかの俺の視点では考えちゃう。あ30その前に一目に4号が俺のこと何と言ったかって言ったら、まあ、そんなに対してあれしなかったけど。あまあ、5番さんに言うとなんだっけな9番に対して言った要素っていうのは1番が言った要素ではなくて9番が8番に対するその解釈を厳密にはその取られてないと思ってるんですよ。だから三角だっつった。うん、9でいいと思います。 はい、あと一番さん、あの俺から釣るとか言って、七番がじゃあ新羅として噛まれたらどうするのって思うよ。四番さんが発言します。三番が仮に村のカードを持ってた時ってさ、一周目の俺より九番の二周目の方がまだ強じに見えない。 私のりを最も筆頭で、ってて提唱してんだからで占い審議の書き方で、そこから3番の色結果いかんではなく、そこから7番を守ってほしい。だからね。もうそれって平和村大前提で動こうとしているんだから。なんかわかんねえわ。一番さんも何基準でって言ってるけど、普通に単体精査でこの3人に三角マーク。8番の を測るために8番の進行に乗るけど、それで8番が何を、えー、っと、どういうふうな人狼ゲームをしたいかが俺には分からなかったって言ってるから、2番が話聞いてなくて。で、3番はプツってるって言ってたけど、それこそ1 2周目の1番こそプツってたのに、それはドスルーですかと思ってたんですけど。なんか、ちぐはぐなんだよな。普通に9番の言ってること分かんない あと、8番が9番に対してケアしたから、1回8級追ったけど、9番が単体セーサーで、俺は結構、あってマックス強靭かなって思ったから9番が8、8番が9番に対して、そのケアっていうのは普通にプレイヤーとして、まあまあ、9番を普通に、保護っていうと聞こえは悪いけど、あの、ケアした人物に感じるから、多分、8級白白なんやろうなって思ったぐらい。どっちかに強靭がいる可能性はあるけど、 だから、基本的に冷たいのは、何基準っていうのをそもそも聞いてない、一番が俺は変やと思ってるから、一号あると思うよ。5番に対して、5番も合わないが、9番も合わない。わあ、そうなのじゃあ、じゃあ俺3番でいいや。3番でいい。ごめんやけど。3番がいけんなら5番話聞いてき。9番、それはとりあえず落としたいっていう感情がない。8番の9番に対するケアもいいと、俺は思った。 さんが発言しますはいまあ4番釣ろうかなと思います何1号って、うん、あの1号ローローがあるってことその考察って5番が1番に対する指摘がライン切りに見えた4番って単体で発言切磋取ってるんだよね1番の9番指摘ってあのー、まあ1番カリウッドだったけど まあ過度な白気、変な白気はやめてって言った9番。うん、それは8番ともうほぼ一緒なことを重複してるんじゃないかって言ってるのは、まあ、大まかに言えばそうなのかもしれないけど、細かいことで言うと、9番は多分発言生産の白気とかまではなんか今言及してないから、過度な白気、変な白気。うん、多分内容でその、まあ、たとえ誰かが白気しても、多分まあそこはまあ,まあちょっと何て言うのかな。 そこまでのもう何でも白ろはゃダメっていうようには見えなかったから9番にはねだからユーザーさんリがとう8番が単体精査でまあ怪しんだ俺はねあの二番三番の指摘より俺はあの八番の対してのまあ精査が俺は弱かった知恵さんありがとうどんなゲームをしたいのかってだからライザーしたいの。うん。八番が人外で言ってるか村で言ってるかてラジオ感覚さんありがとう そのための罰三角進行、あと、あ村で、あの、まあのま白上げ阻止、うん、しかもその白上げを村だがすると8番は死んじゃうからっていうのも言ってるんで、まあ、どういうゲームをしたいかは、もうすべて1周目で述べられてるんで、やっぱ4番はな、いや76はね、76進路で置くと4番って夏さなさそうなのよ。うんまあ、2番、3番、まあ、4番の釣り地、 まあ、一つ,ぶひとつでも一つだから潰してるの。うん。でも4番の中、一番下入院なのよ。どうも、僕です。だからね、3日ぐらい、3日ぐらいは、ちょっとね、配信できない。番、番。病院で配信するかもしれないけどね。はい、お願いします。ほ、うんとね、3番、さんもつらいでね、私の後ろ先だから。 うん、で私が死んじゃないみたいな7番さんが死んだみたいな話があるけど7番さんが偽ねで7番さんの言い分ってちょっとおかしくって私は、えっと、前半値8番さんのことを言って、えっと、4番さんのことを言った時にその前,あの前半値に前半はスルーで今のところいいかなって言った時にそのスルーの場所が分かんないって言ってたけど 話聞いてれば別に9から3って分かるんじゃないと思ったんだけどね。そこはちょっと難癖つけてるなと思ったから、ならばさんちょっとおかしいなと思ってたら、うなやし出てきたから、人狼か巨人なんだなと思ったかな。で、今日釣り位置は94でいいかなと思ってて、で、えっ、ー、と、94どっちか4番って2周目かなりおかしかったんだけど。 私、本当に罰でいいかなと思ってて。で、四番、も、まあ、うん、本当におかしかったから。で、2周目の9番も、ちょっとあんまり意味はよくわかんなかったんだよね。だから、9、4ンにして、どっちにしても、多分私、人狼が落ちると思うんだよね。うん。だから、私は9、4が人狼だと思ってるけど。だからね、5番さんと8番さんはあんまり人狼要素がないんだよね。 今のところは、ね、うんだから落とし4番落として、えー、とまた明日た考えてもいいんだけど4番は全然落としていいと思う別にそれまでは914のランにしようかなと思ってたんだけど一番さんが棋士だっていうから94でいいんじゃないと思ったかな以上です七番 さんが発言しますはい、7番です,お願いします、うん、3番さんを落としたいっていうのはあるんだけどあるんだよ俺あるんだよけど6番さんの発言から引っ張ると9番じゃないんだよね9番って7番が死んだっていうふうに主張しててでもう9番は3番をつっていい7番の神経ケアでって言ってるのよね その9番さんを差し置いて4番さんを釣りに行く構図っていうのが9番さんが7番にすり寄った6級ローローってあんのかなって正直思っちゃう正直見えたマジで見えた違和感でしかないんだけどただあの俺9番さん釣る理由がないんですよね9番さんって7芯で追ってるからうんだから9番さんって占い師でよくて俺はだから今日3番さんでいい 3番さんでいいよ。俺視点は。かなぁ。うん。3番さんの主張、俺はな、とんないんだよな。3番さんが1番に対して、まあ、言及してたよって言ってんだけど、でも、気になる要素はあったんだけど、9番さんが三角ですね、1番さんするですねって。え気になる要素あって。 1>, 1番3つするなんて俺3番3思っちゃったから3番3ってなんかヘイト管理めちゃめちゃしてんじゃねえかって俺思うもんで3番6番って言ったら3番6番でさ6番がさ占い師をして3番過去に行ったわけでしょ十分にあるんだけど3666もで、まあ、6番3の発言から引っ張った場合って96もあるけど9番3って7番真に見てるから俺は9番3占い師でいい今日3番3としていい、はい、っていうのが僕の主張ですはい今日3番3釣りでお願いします以上です 投票してください。アバターをタップして選択できます。うん、どうだろう。どっちにしろ3連れでも3黒だろうね。投票を終了しました。追放されるのは四番3です。 4番さんが発言します俺に投票したってことは6番新進行でいくってことですかこの村かなり5番変やったんですよ6番から何も俺の言及って入ってないんですよ51見えるって1番の話聞いてましたか5番さんあなたが村だった時に見えるに決まってるじゃないですか村しても絶対見えるんですよもう一回言うんですけどあの 一番目線で9番も5番も合わないって言って、5番は1番に対して言及してるんですよ。でも合わないよって言ってるんですよ。9番に対して合わないから釣りたいでて、4番の話を聞いて、この合わない2人から決めるって言ってるんですよ、1番はね。で、9番と5番の対しての差分化。でも5番は精査しているって。俺にわせりゃ9番の方が精査してるわ。5番の精査ってどこで響くの ?1 番に対して言及入ってるのに。その精査意欲って何 で、5番が8番に対してるのってただの白助じゃん。目指下ん、8番が唱えているものって分かんないよ。なんでそれで8番の色って測れるの ?8 番がどういう人狼ゲームをしたいかって分かるの絶対分かんないけど。もっと具体的にもっと細かく。で、2周目を聞いてさらに。当たり前じゃないで、それに対して、まあ、とりあえず乗っとくか、その人の色味を測るためにって思うのって普通じゃない 7番の良くなかったことって、8番に対してドスルーしたことぐらいよ。6番の言及が本当に飲めたんよね。で、まして、新郎置に置いたら、俺が一番弾けるって言ってるのが5番でしょ。にもかかわらず、俺ずりでしょ。絶対、新郎やん、5番。7番、鉄板声してあげて。はい。えっと、負けたんやったら、もう、俺の陣外決め打つとかっていうわけのわからん進行討論やったら、 6番護えしてあげたら一人の村を確定で落としてるんですごい残念に思います。俺が人間やったらそもそも一番から出た時点で一番の対抗でるわ普通に考えた。ならん

4番かかと思ったから、アジアイさん、芯取ってたけど、あれやったね。とちゃこさん、あれよ、4だけ怪しんでたらんだったよ、とちゃこさん。え、4も怪しかったよ。いや、4番と5番って言ったやろ。怪しいの。うん、4級4級。いや、1周目、1周目。 うん、ごまんさんは触れてない。いやうんね、怪しんでたよね、モでもね、お子。どちゃこさん、判断ちょっと迷うんだよ、本当にはん発言的に。<laughs> うん、はいはい、えー。次行こう。まだできますか皆さん。 大丈夫開ける人いない大丈夫じゃあすぐ行こうか。あの2時半からあれがあるからうん。アップデート入るか。じゃあガーマンさんから点呼お願いします。9です。まあ一応これで区切りにしようかな。じゃあ。鉛筆の新さんストありがとう。じゃボチャです。 4番5ですちゃっチャコです7はい準備完了お願いしますはいスタートします役割がランダムに決まりまりす 2>, 2時半からメンテ入るからね鉛筆の新さんギフトありがとう あなたの役。もう占い師きた。占い師。占い結果は、初日はランダムに占われます。いラジオ感覚さん、鉛筆のしんさん、ありがとう。ん?。いや、四時、四時、モケモケさん。今日四時までするから、これ終わったら誘惑戻るからね。 4時までは配信するから、うん、朝が来ました初日の襲撃はありません1番さんが発言します はい、願いします <laughs> まあ一発目っていうのはねあんまり判断できんのでね一周集中して聞いた上でう,ってうえていこうかなと思ってますで一旦ねあの怪しい位置っていうのは早い段階から、うん、出してもらってでその方が情報落ちると思ってるんでなるべく多くまあ怪しい位置あったらね出せるだけ出してください。 後半に関しては、触れていないから黒いっていうのは、うん、やめてください。これ無駄やと思ってるんで。っていうのもね、<laughs> 質問形式等で、えー、全部詰めていって、っていうのが一番ええかなと思ってる。まあ、あの黒い位置があるんだったら、それが最優先。うん。それらをやってって、うん、あの情報を落としてくれればね、まあ、最終的に盤面でも LINE でも見るとこは見れると思ってるから。うん。 まあ、それも全部発言ありきやと思ってるんで、きっちり発言のよろしくお願いします。以上です。二番。三番。発言します。はい、お願いします。特に C. O. はありません。一番三に関しては、まあ、なるべく多く黒い要素を上げて。まあ、きっちり精査していこうと。その気概は感じました。ぐらいです。<laughs> えっとね、結構、ちょっと僕、今日間違うのかなって思っちゃってるので、まあ、黒いところが白く見えたり、白いところが黒く見えたり、まあ、自分がちょっと人外っぽく見られそうだなと思った時、意外と見られなかったりとかしてるので、じゃあそこはね、ちょっと視点更新をしていきたい点と、あと、ま、ちょっと周りの協力も得たいなと思っています。だから、まあ、 もちろん黒い字も見つけるつもりですが、まあ、この人は村人だなって僕は信じれる人も共に見つけていきたいなと思っております現状はそのぐらいですはい以上3番さんが発言しますはいお願いします、まあ、1番さんも2番さんも2周目でいいかなと思いました、まあ、けどまあ2番さんが村ならまあ どっちかを選ばなきゃいけないなら2番さん投票しますけどうんまあ2番さん村ならまあ普通に自信持ってやるしかないなって話です <laughs> その間違えちゃうかなってまあなんか自分に自信をなくしてるまあ一筆じゃないけどそういう時ってまあただ結局周りの意見を聞くって言ってもそもそもだって間違える人なんだからまあそれで言うと。 だからその意見を聞いたところが人外で間違っちゃっても困るわけだから、あんまり解決にならないんですよね。だからまあ結局、2番さん、自分を信じていくしかないんで、あと、視点更新入れていくっていうけど、まあ東京で入れちゃって村をつっちゃった場合、視点更新入れたっていうのも、やっぱ、そこを村,村をつっちゃってる時点でね、いけないんで、そういう意味じゃちょっとまあ、頼りないかなと思うんで、まあ、2番さんとか 4番さんが発言します2番は確かに間違えそうですけど前方3人だったら2番が一番村ですよ3番は本当に1番2番の話聞いたんですかね2番さんも1番の話で危害を感じるって逆ですよ1番結構人外らしいですよ怪しいところをできるだけ出してほしいって他者に求めてるんで で他者が怪しいところをどんどん出していくと、黒い黒いって村同士が殴り合うケースが非常に多々あるんで、割と人外としては、人外理のあることを言ってるんですよ。それが自分が頑張って見つけていこうっていう気概には感じないですよ。だから2番はしっかり1番の話、今後も聞いていきましょう。1番は人外ロックしているわけじゃありませんけど、それで僕は気概とは捉えられないし、 3番が本当に1番、2番に対して単体性差を入れ、その差分化を入れた人物にも感じないです。4番。四番が1番に、まあ、残した、まあ、考察というか、要素というのは、まあ、1であるんじゃないですか。はいまあ、2周目だとは思いますけど、僕は1番さんは。で、まあ、2番さんが。 うん、そうですねまあ間違えそうだと、まあ、視点借りたいと、うん、まあっていうかグレーに別に頼らなくてもよくねと思うけどうんはいそ,そんな感じですからねまあ3番がまあ1番2番だと、まあ、2番が釣り地かなあ釣りたいかなって言ってる割に第いぶ2番が村の場合の話をしてたのが謎でしたね 3番の無駄だった場合の話をしながら、なんか頼りなさそうだから2番付いて、なんか人外を落とすあの発言じゃないとは思ったんで、まあ、現状3番が俺はちょっと一番欲いかな。以上ですす番発言しまえーっと。 スリーチは4番でいいと思ってるうんちょっと難しいなまあでも うーん趣味聞いてから決めようかな。なんかね、誰が怪しいと思ったんだけど忘れちゃった。あ二2番さんか。違うな。なんか、一番さんか二番さんかなんかがちょっとは発言がおかしいな。 こんばんばは7番さんが発言します。はい、7番です。お願いします。まあ、3番6番になっちゃうかなっていうふうに思ってます。3番さんに関しては、5番さんの言ってることは、俺はすごい通ってると思ってて、3番さんが2番さんに対して、まあ、ーチっていうふうな表明をしながら、3番さん2番に村なら、村ならっていう発言が俺、俺違和感でしかないと思ってるから、だから3番さん。 6番さんに関しては、釣り位置は4番ですね。理由もなし。で、えー、なおかつ、怪しいところあったんだけど、忘れちゃった。もう6番3の選手はできない。ううい申し訳ないけど。うん、けまあ、3番さん6番さんで、黒だった方を投票しようとは思ってなんだけど、6番さんってもう様子が落ちないから、<laughs> とりあえず黒い3番さを落としたい。6番さんはまあいいかな、とりあえず。ただ、釣り位置には入るかなっていう現状です。僕の考えでは。以上です。 あなたの発言ですうーんとねまず1人目が怪しいのが2番さんえっ、ー、とね自分はミスばっかりするっていうのが、まあ、グレー釣りになった時どっか釣って白結果出た時にあ自分ミスしてたっていう防御感だから2番さん防御感感じるところと怪しいのとあと5番さんはそこで、まあ、2じゃなくて3釣りに持ってってる、まあ、5番さんが怪しい。 で6番さんが怪しいのはそこで4番さん怪しいって言って理由が一切なし6番さんが4番さん怪しい理由を言えれてないこと6番さんが怪しいで7番さんが3番さん怪しいんでるのはちょっと合わないけど一応6番を釣り置に入れてるからもうちょっと様子見たい人物かなと思うから2番さん5番さん6番さん ここに少なくても一郎はいると思ってる。9番さんが発言します。はい、お願いします。えー、っと、別に八番さんに合わせてるわけじゃないんだけど、あの、はいあね、2番さんから恐れを感じるね。あの恐れはダークサイドにつながるから、よくないんだけど、 でえー、ごめん俺三番さんの時ロボ声にな,なってきたんでたすぎに行ったんで全部は聞けてないんだけどだから3番に釣りをしてるわけだよねそこは一緒なんだけどそこを叩いた4号怪しいなと、えー、感じましたで6番さんはねあのアルコールを感じるだからちょっと精査がつかない。えー、6番さんは 酔ってる人が狂人っぽいなっていうふうに思ってるから7番はまあ6への気持ちは分かるんだけど3釣りはないかなと思っただから、えー、2, 4, 5, って感じはいじゃあ110110 110うん。 まあ今のところ7九がつイ位じゃないぐらいしか言えねえ。はいど <coughs> んうんマジか2四五マジで黒かったんだよなまあ,あの3から2に対しての部分って7番と受け取り方が違うだけだったんだよ。 うん7番はそういうふうに受け取ったっていうだけで俺は3番から2番に対しては SG としての心配っていう見,見方をしてたから違うんだよねそこはで4番がおかしいなと思ってたんが1に関して「人外志向だ」という始まりから入って「でも村もあり得る」みたいな発言になってんのね、うん、なんかよく分かんねえんだよなそこが。 うん、4番が人害にしか見えんかったここにでかつ5番から見た時の正、うん、査がマジで合わなかったからでかいはでかいんだけどね8が4白なうわどうしよう、うん、まあ6に関してはマジで分からんはっきり言ってうん <coughs> 何が言いたいのか分かんない 7番に関しては見解の違いレベルだったんだよなうん7八は今んとこ審議がつかなくてまあそうなってきた場合うんまあ釣り位置足りうるのがまあ今んとこ2になるんだけれども6番がこのまま分かんねえってなるんだったら SG としての6番釣りはありかなと思ってる。うん 3に関して俺そんなに人外目だと思ってねえしあー、まあ、7番と見解が違ったレベルだったからねそこまでおかしいと思ってなかったんまなはいお願いします。一番さん俺釣りたいの 俺は何として釣りたいの ?72 とかで見て釣りたいのかな ?78 の真偽はつかないって言ってたけど。でも4番も黒く見てるよね。片白が黒くて占い師の真偽がつかなくてって感じ結構囲いを見てる考察かな ?1 番さんって。わかんないけど。で、6番さんの発言は許せたのね。SG として6番さんを釣りたいと。ええ、ー。僕はね、初心白いと思ったのは47ぐらいかな。 4番さんはあんまりローっぽくないなと思ったかな。なんか1、2、3と話した中で、はい、俺を釣り寄すより1、3釣り寄すんだと思って。あんまり、まあ、俺の1周目の発言って、まあ、臭かったとは思うのね。臭かったとは思うの。けど、なんか釣り寄せたら俺の方が楽かなと思ったけどね。はい。あら、のー で、3番さんがちょっと黒くなっちゃったのは、5番さんの言ったことがクリティカルだったから、3番さんがちょっと黒くなっちゃったかなって感じなんだよね。2をだいぶ村で見てる考察なのに、を釣り1と2を比較して、2を釣りをしてるのは、3は人が落とす考察じゃないっていう話があったけど、うん、だから3番さんが特段黒かったっていうよりは、まあ、5番さんの考察がクリティカルで、3番さんがちょっと、ああ、そうだなってなっちゃった感じかな。です。 1> 1番さんは6番さんのこと分かんんんないんですよね僕6番さんのことはもうなんか一生分かんないと思うから6番ついたいって言った7番のこ気持ちは分かるなと思う、まあ、6が黒っぽいかどうかとかじゃなくてね、まあ、この盤面だったら新郎で出たらまあ囲われてなさそうだなみたいな考察は出るかもしれないけどっていう感じです、まあ、現状66がめちゃくちゃ白くなったら1にいちゃかもしれない、はい、3番 まあ俺は2番さんだと思うんだけどね、人狼。8がめちゃくちゃ真に見えますよ、僕から見たらね。まあなんで1番さん、考察上は分かるんだけど、まあ4は1って言ってたからね、まああれなんだろうけど、8が4白なら4あって強人だと思いますよ。で、まあ9番さんも大っぽくはないですね。ただ9番さんのの人っていうのは えっと、2、4、5って言ってたでしょ2が怪しくてそこを叩いたたきろ分かる4番もって言ったけど4番って1番に結構言ってたから1番が人狼っぽいまあ俺にもなんか言ったけどまあ1番は人狼を感じたって言ってるから俺のことを人外だと思ってるって5と7でしたよめちゃくちゃ思ってたっていう言い分を取ったのね。でその意見がまあ2番は5が一隠霊能だからそれにすり寄ってる狼なんじゃないかなと思いました。 そこまで言う割には6も微妙だったから6ついたい6の発言が良かったら1にしようかなって言ってるけどまあじゃあ1位が何で怪しくなったのってなるのねだからこういう視点も4を評価する評価回収する観点で1番4番は1番疑ってんじゃないか1番が4番に2周目も殴り返しをしたからこれが2番が4番の白を知ってて1番に対して釣りを持ってこうとしてる6番は SG だかが釣れると思ってるんじゃないですかで自分が白先だから3番にとかにもちょっかいかけつつやってるんじゃないかなと思います。 はい、内訳8が真だと思いますよ、めちゃくちゃ真だと思う。9番さんも、まあ、7までちゃんと発言が伸びると、4番が1番に対して言ったっていうことをあの多分聞き逃してるのか解釈間違いを起こしてるから、うんまあ、ただ、追いたではないですね。まあ、6番さんの発言聞いて、だから僕は9と1よりも、まあ、6か2です。で、6番さんに対してはね、まあ、みんな言ってる通りだけど、6番さん、あれでしょう、6番さんのちょっと。 分かんなかったのはあれ多分2番に行ってたのかな。もう一人怪しい人がいるけどもうちょっと忘れちゃったみたいなのがちょっと変に聞こえちゃうからここだけ頼みます。4番さんが発言します。個人的にはまあ2番は全然疑ってなくてで狼を狙うなら俺は1級ランにしたいと思ってて。 まあ、一番元気は二番がしたんでハブくんと、六番に対してでも一点言っとくんですけど、四番振りでいいかなぁから入って、怪しいとこどこだか忘れちゃったって、四番振りたいんでしょ四番の要素を言ったら。怪しいところどこか忘れるはずないし四振りの人がね。だから、本当に釣られてほしいって心底思いました。人狼じゃないんだろうけど。 9番さんに対して8番とスケール似てるんですよね。で、8番の中で4番っていう数字がなかったんですよ。で、2番に対してマークしているのが8番と9番。ここが軸になってるんですよね。8番は4白持ってるけど、9番はその違和感気づかんかったの。8番の色を知っている9番にしか見えんかったんだけど。僕が4。 えー、4番が真っ先に2番に対して擁護した人物。3番に対しては聞こえてなかったんですよね。でも4番、5番気になってたんですよね。ってことは4番の要素って捉えてるんですよね。発言聞けてるんですよね。絶対8番気になると思うわ。8番と要素が同じどころか。4番に対して気にならなかった8番に対してむしろ違和感に感じるのが9番が無駄だった時の思考やと思うから。誰も急に触れんなぁと思いながら聞いてました。 そんなに売らない真偽は僕は明確につけれてないです。自分の白を知ってますし、2番多分白やなと思ってるし。だから3番が2番釣りたいっていうのはあんまり理解できんけど、まあ HP と盤面的なことを考えて考えると、心境過程した時やないとあんまり3番は釣りたいという思考は持ってない。3釣るぐらいとったら6つるけど。 だから俺は狼狙いしたいから19どっちか行きたい5番、3が発言します。はいそうですねまあ78が狼軸の時は。 まあでも、そうだね、6番より3番釣りたいって7番言ったから、別に外れてもないのか。まあ、グレランですね。うん。まあ、片代は今回はちょっと俺行きたくないかな。だけど、グレランで、うん。だグレランで、あのー、まあ、釣られると思った狩ウドは、まあ、まあ、投票計算して使用しといた方がいいと思います。で、狩、まあ、ウドが、 まあ、二人になった場合は、そうだね。占いから行きますかね。はい、守ってほしいカリドに僕は投票するんで、残ったカリド、投票されなかったカリドは占い声。これで行きたいかな。残ったね。うん。そうだね。えっとね。 9番をね、2、4、5、まあ、6か7、うん。2、4、5、6、俺、ちょっと4人目が覚えてないんだよね。まあ、6入れてたら、ちょっと変かなと思うけど。うんまあ、7だったら、まあ、数字は通ってるんじゃない、うん、?2、4、5、7。2番が単体で、あのー、黒い可能性があるっていうとこからの話だから、9番の精査って。 うん、6含めたらおかしいと思うよ。うん、4番は2番かばってるから2番が黒いんだったら2457になるからね。もうそれぐらいですかね。はいまあ、今日グレランではい若手白は今回行かないですす以上です6番さんが発言します。 うーんとね、私、市民だから、追放してもあんまり意味はないんだよね、と思ってるかな。その中、ちょっと、真っさんと具ムさんの話がちょっと欲しかったかなと思ってて、で、うーんと、そうな、具山さんはいつも同損してるからわかるかなと思ったんだけど、分かってないなと思って。で 3番の人はいつもどぞんしてたっけ覚えてないけど。なんかうーん、でもなんか、うーん、落ち着いて、ちょっと考えられるようになったかなと思ったかな。だから、9、ん ?9 番と4番と5番がやっぱり、怪しいなと思ってて、私は、 一番さんかなぁ、20番さんかなぁ、2かと思うけど、うん、それぐらいかなぁ、わかんない。以上です。七番さんが発言します。はい、お願いします。もう、あの、ろくずりで、いいっす。ちょっと、あのー、ろくずりでいいっす。<laughs> まあ何を言いたいかみんな分かってくれるかなと思うんで、まあ、俺が一番怪しんでるのは一番さんですね、実際、実際、怪しんでるのは一番さん一番さんに関してはあの、釣り位置真っ先に7番っていうところが入ってきたんだけど、占い審議に関してはちょっとまだ精査つきませんねっていうところ、少なくとも釣り位置7番って入るんだったら、7、8だったら8番の方が死んだって、一番さん視点で入れてもいいんじゃないかなっていうふうに思ってる。だからそこがするより見えた うん、7番釣り位置に入ってんだったら、まあ8番死んだぐらい言ってほしいんだけどね、1番さんが。村だったらね。それが普通の思考。だから3番さんが、8番がすごく死に見えるっていうのは分かるよ。うん。だって7番から釣りをされてるからね。ただの3番さんは飲んだ方がいい。5番さんからも指摘されてるし、3番さんって。だからそこで一方的に7番が日差っていうのはやめた方がいい、うん。ただあんま3番さん追ってないっすね。四4番さんもしっかり、あんま追ってない。 たぶん1番さんかなと思ってるけど、まあ、6番さんが狼オカをしてくれればそれはそれでめっちゃいいんだけど、まあ、6番さんずりでちょっともう同損したことあるかなとかっ <laughs> てそれないで、うん、っていうふうに自分は考えてます、はい、で8番さん軸から考えた3番さんを弾いてるのはあの8番さんのなんか3番さんへの対しての発言が評価主っぽく見える3番さん絶対怪しい位置だったから 庇ってるっていうより、評価主義かなって思ってるから、三番さんって。っていう点ですからね。以上です。まあ、六番さん投票で。あなたの発言です。うーん、まあ、対抗が強靭か人狼か、ちょっと難しいところだけど、ど二番さんって結構怪しかったから。 囲いに行った狂人もちょっとあると思うけど、やっぱ発言おかしいのは1番さんと6番さん。1番さんがおかしいのは、あの、2周目入って釣りたいのが7と9。7と9釣りたいって言ってて、占い真偽がわからない。しかも2と4。両方怪しいって言ったけど、9番さんの釣り位置が2、4、6、7ね。9番さんの釣り位置、2、4、6、7。 ってなると1番3って2と4が怪しいってなったら9は釣り1に入んなんじゃないしかも9番数で7番も入れたやろ釣り1。あるんかなうーんだから1番んがちょっとおかしいから俺は1釣りでいいと思う。で まあ6番さんはあの自分の4番白崎を最初に釣りをしてわからないって言ってて怪しんでたんだけど、まあ、よく話聞き取れてなかった可能性はあるその理由は2番さんが1番さんが怪しかったんだよねって言って2番さん怪しかった時に自分の城崎の4番さんって2番かばってんだよだからそれで4釣りをしたの結論わかんなくなった感じはあるんじゃないかなと思うけどね、まあ 6番さんも怪しいっちゃ怪しいけどまあ発言矛盾してるのは1番さんじゃないかなと思うからまあ9番さんの発言あるから現状1番さんに行こうかなと思っててまあ騎士は護衛は考えてほしいこれ7番強人の時明らかに8神来ると思う話聞いてると自分の方がシーンって見てる人多い気がしたからね 現状一番さんに行こうかなと思ってます。九番さんはどっち死んでみてる。九番。さんが。発言します。はい、お願いします。えー、っとね。うん。今日六つり提唱できない村はおかしいと思う。はっきり言って。六番さん強靭でやってる可能性もあるし。 オオカミ目は確かに薄いんかもしれんオオカミでやってたらお愚かだからだけど6番さんが例えば村で最終盤面生きても勝てないと思うから6つりが間違いないと思うんだけどその8番さんは視点が合ってる人ただ単純にただ4番がその19低昇っていうのが、えー、おかしいのと。 で2番さんの2周目は良かった普通にだから72で囲いってのは見えないで1番がやっぱりおかしいんだけど1番って最初2周目の最初の発言79釣りしかないとか言っていきなり視点変えたよねで2の片城を釣るってことはもう7のシーンを切るっていう発言なんだけど分かって言ってるのかなで SG なら6でいいとか言ってるから 1>, 1が怪しいっていう視点は8と一緒だけど7も釣りをしてるわけよ。だから占いはフラット極力。理由は4が黒いからっていう感じ。で、えーと、占いはもうクロスで対抗占いした方がいいし、今日は6釣りしかありえんと思う。うん、そうだね。 3番さんはあの俺のこと買ってくれたけど2が人狼っていうところは視点は合わないけど、うん、3は釣り位置でもないしもう今日は6しかないで議論でてか1相方がね分からんって感じかなサイバーゴースト参加しトありがとう。 投票してください。アバターをタップして選択できます。投票を終了しました。追放されるのは、6番、3です。 六番さんが発言します <laughs> <laughs> 寝たと <laughs> <寝た笑>ちゃこさん寝たんか <laughs> あこれ途中で起きるかもしれんからミュートできない まあちょっとミュートす,ートするか、え？あのミュートにしてる？ 補正入れちゃダメなんだけど補正入っちゃうあの子宮内村だから どちらこそ、試合中寝たのもう何回目かな、これで。5回は寝てんじゃないミュートが。えミュートが効かないねむねむ、隣してない。 夜になりました。占うな対象のアバターをタップして選択してください。眠りのタコは取られて。 インドではありませんでした襲撃されたのは一番地のサン二番さんが発言しますいるだろう。 6番さん、面白すぎるて。いやー、笑った。6番さん、つっといてよかったですね、なんか。あ一周、もう一回聞かされて、ちょっと5番さんとか、水トできてなかったんで、かわいすぎて。<laughs> 途中までめっちゃ笑ってたけど。<laughs> えーっと。<coughs> ああごめんなさいね。ああ、もうまく、あ、消えちゃった。えー、じゃあ、24角白の、50の6白の、1かまれ。ということは、えー、えー、っとね、ああ、まずいな。チャットも消えちゃったな。まあ、終える戦として、 4角白だから9ローになるのかななる ?9 が真の4強もありえるよね。9が真の4強もあるからまあそうなると三角黒って感じになるよね。5番さんどう思う ?9 がローで出てきたと思う ?4 番角白になったあとに出てこなかったかな それか、まあ、4真の9強もあるよね。<laughs> この辺はちょっと難しいところ。まあだとて三角黒なんだよね、多分 <laughs> 違うかなちょ。これ間違ってるグレー紙か。あ一1下流の、いや、1下流度ないよ。1、1、りに上がってたからね。 地下線が技術ないかなって感じ五番さん、どう思います3番さんが発言しますえっとね、これ、五番さん進行をまあ、番確定狼だから、九番つってほしいんですよ。で、二、まあ、番さんに四番の狂人もあるときに、俺の狼あるけど、四番の狂人をまあ普通、追っちゃいけないと思いますよ、二番さん、それ。 4番が出たタイミングってもう7八が白々って打つどころかまあ同じようなタイミングでまあ多分出るつもりで打ったんだろうけどまあこれ一神が狼がえ騎士を乗っ取ろうとして噛んだって考えれば9番の狼たどり着けるはずなんで9投票できるかなと思うんですけどあ問題は7八とどっちがつながるかなんだけどまあこれ9番が言ってたねああ いや、わかんないな。俺,俺が多分、7のにせをめちゃくちゃ追ってるから、え聞こえない聞こえますか聞こえますああ、聞こえるって。あーあ、ちょ、発言飛んじゃった。忘れた。なんだっけ。ああ、九が狼のことめくれてるから、俺の視点で。九番さんが、えっと、俺のことを。 えー、評価したのが、まあ、もしかしたら俺が8番を評価してるからかもしれないですね。まあ、7番さんはなんか俺のことを疑ってたけど2周目になって、まあ、8が人狼で評価集、まあ、8が強靭の時の視点で7番さんの考察上はありえるんじゃないかなと思ったくらいだったけど、まあ、占い値の理由ですよ、まあまあ、クロスって別に普通だけど一応占った理由とどう見えますかこれ、うん 7か8か、まあ9つったら大丈夫で9つっていやこれ何まあ、分かんないなこれ2番さんが強人じゃなければ9つって87釣れるとかいう進行になれるんだけどそれはまだちょっと分かんないわ正直4番さんが発言します 5番が冷たい思考に合わせたいと思いますが、まあ、俺の希望言っとくと、1番は急ずりです。はい。だから、僕は2番も3番もあってマックス強人しか追ってなかったこと、3番は割と今ので強人らしくないなとも感じました。で、9番目線で2周目、4番が黒い。1番が番いンす、ね、言ってる意味がわからないと言ってるんですけど、9番自身も潮付近さんギフトありがとう。 じゃあ4番の視点理解でできることないですか4番が9番に当てた言及が飲めないのやったらどこに不当性を感じたかもしゃべってないんですよ。まして2番に対する評価も9番目線であのプラス評価に変わっているんだったらなお僕と1番2番に対する観点って近しいものがあるはずです。6番を別に僕は生かしていいとは言ってないんです。 黒狙うんやったら6番ではないだろうなって囲いの線って極めて強靭だとしても人狼だとしても囲いに来るだろうあの HP だったらあの議論だったらって言ってるんですで HP 的なこと僕は発言単体フェイファーだったら1番9番ランが望ましいって言ってるんですで9番2周目聞いてからどっちか振りを入れたいって言ってるんですで2番から1周目で割と村らしいと感じて で3番は HP 的なもん。2番、3番を単体制作したときに2番の方が僕は村らしいと感じたが、3番は HP 的な問題でかなっていうぐらいの問題です。はい。だから9番を詰めたい思考はあったけど、9番に票が詰まりそうにないから8番が1番と言ったんで1番に合わせましたが、6番が釣られていって、結果的に寝ていたんで6番釣られてよかったと思ったぐらいですわ。 ああ5番さんが温度をとるんで、場合によってはそのカウントに合わせて、一応もうチャット用意してるんで、何番声っていうのを貼ることも考えているんで、はい、占いだったら7の方です。はい。 そうですね。じゃあ4番さんどこ越えしてます ?4 番さん8越えか。まあよほども俺守れるのもね、じゃあ。えっとね。まあ。えっとね、2番って、あの、まあ1周目、今だから言うけど、俺飛躍すかしてたと思うんだよね。うん。まあ、飛躍っていうか、まあ日降らないし、まあ完全もう、 まあ、まあ人外か、まあ、市民側の発言だったかなと思ってて、うん、初日から釣られて、ね、間違うかもしれないとか、まあ、言ってた可能性があったから8番が人外の時2番って黒余裕で塗れると思うんだけどこれは8番が気づいてなかっただけなのかもしれないからうーん。って感じですかね7番はまあ視点は。 まあ僕とは合ってるんだけど、6番つるのも普通だしね。まあ、別にで8番は、まあ、2番が怪しかったから5番がみたいなのは全然のめてないんだけど、にしろ。でも4番、9番のとこに、まあ、7、8の差で8番がシン。うん まあ今日は売らないですね。はい。クロスコイルできないから。うん。あれなんだけど、まあ、売らないですかね。はい。7番から単体で落ちるは拾えてないし、8番から怪しまれてるんだけど、まあ、2番隠しろがちょっと。うん、今日何なんですかところで,で,、ね、で俺噛まれて、明日3級制作だ。今日サンキュー級つって。7番、3が。 発言します。はい、お願いします。4級に関してはわかんないけど、4番さんって正直落ち度があって4番さんの教授名はあると思ってる。だって 5h って普通も書いてるもんでしょ。後出しじゃん。4番さんってであの7に行くって言ってるんでしょ。まあ、9番さんも多分7に行くとかって言うんだろうけど、うん8番 5H してるぐらいだからね。納得いかないっすね。はいで8番さんのもう偽要素はっきり言うんだけど。 あの俺って釣り位置としては6番、1番で1番の方がより怪しいけどまあしょうがないよね、6番釣るよっていう発言ね、1番3っていうのはまず真っ先に釣り位置として7番を上げた、わかるよね、それ聞いてたよね、みんな、初日の2週目の話です、初日の2週目の話、1番3って7番を釣り位置に上げたにもかかわらず、7番、8番に関してはまだわかんないっていう精査になってました、占いの審議に関して。そこが1番の一番怪しいところ。 だから、1番さんを釣りたい。でも,も、6番さんっていうのは正直、まあ、いろんな発言があったから、6番さんを釣るっていうふうに俺は明言したんだよね。で、8番さんの釣り位置が1番6番なんだよ。うん。まあ、6番に関しては、なんだろう、まあ、8番さんから引っ張った場合って、なんだろう、1番6番で1番をかむメリットってなんだろうと思うんだけどね。そこはまあ懸念、疑念点。 ただ、そこ、8番さんがあの、対抗、対抗、仮に対抗ね、俺、対抗なんだけど、対抗の釣り位置と全く一緒っていう視点ね、8番さん。ここが8番さんの偽予想、で、あの4番さんって、まあ、1番釣るって、1番に投票してるんだけど、4番さんってね、どう考えても6番投票しかないでしょ、その視点からもあの9番さんの方が新名あるんじゃないかなっていうふうにはちょっと思うね。 護衛先をまず1点書いてないっていう点それとあの「<laughs> 護衛先を書いてない」っていうのとまあ7番に行くで俺はなまあ4番シーんだったらきついあなたの発言ですはいえー、とねあのー 2番占って結果しろね。えっ、ー、とね、7番さんの意思を説明しようか。まず3番さんで8番さんがかなり死んだっていう発言残してるよね。3番さんって8が死んだって。7番さん目線って3番さんって残せなくない ?3 番さんが残ってると次の日にあの7投票する人、あの、残すの。それよりも自分の釣り位置って1周目に5、6、2を 562ね6釣り1に入れてるのに7番さんってそこで6釣り1に入れるのおかしくな、ね、いそれより発言おかしい1番さんじゃないの1番さんって初日の釣り179って言ってたよね7九釣り1だけど2と4が怪しいって言ってめちゃくちゃじゃんその1番を残して太鼓が釣りをしてる6釣りっ絶対おかしいでしょ しかも3番は8死んだ、8死んだって言ってる人物残して、6釣りに持ってってるから。でね、その騎士審議なんだけど、正直難しい。4番さんの強人って俺ある,あると思ってて、正直2番さんの発言って怪しかったじゃん。防御感あったよね。ミスするかもしれないって。そこ4番さんって2番さん、オカミ追えないって言ってるから、俺4の強ってあると思うよ。 9番さんの方がしっかり釣り位置ガツンと4つぐらい言ってるからね。正直6釣りは意味わからんかったけど。まあ俺は73ロール4強じゃないかなと思うけどね。3番さん徹底的に釣り寄って、今日自分目線9確定人害なんでって言ってるけど、別に4番さんって護衛先変えてないんだから、7釣りクロスすればいいじゃん。 まあ7つって俺噛まれるだけだから9番さんが発言します今日ね3から53から4強人の3ローだからこれ89ローとかでやってないからね8九ローでやってないけど正直 7、8、どっちか分からん。<laughs> どっちがんやねんっていう感じだな。どうしよう。ちょっとね、6番がすごい呪音で怖かったから、ちょっと漏らしちゃったかもしんない。俺は。すっごい怖かった。俺、6番呪音だと思ったね。うん。これ3日後に死ぬんかな。みんな、みんな死ぬかもしれんけど。っていう冗談はさておき。 えーっといやないや、どうしようかな。かな俺、8死んだよな、絶対。7の方が2000円だと思うんだけど。えー、3とつながるってどうだった ?3 とつながるって何かあったっけえー、ちょっと、俺投票とかやめてね。勘弁してね。 え3からいってほしいんだけどなうーん俺3ノンマークだったから分かんないんだよなちょっと占いは悩みますが8シなんじゃないかな今日7八ラン7八ランで俺8シだと思うねはい 投票してください。アバターをタップして選択できます。投票を終了しました。追放される人が決まりませんでした。ん 937。あなたの発言です。何これ ?3 番と9番俺に入れてるやん。何 ?3 番さんって俺シーン、俺シーんだって言ってて、なんで俺入れてんので、9番さんって俺シーンで俺声してたんやろ俺死んでみてえしているのになんで俺投票してんの ?9 番さんって。 え、ちょっと待って、2が9。あの、2番さん、今日占い決め打ちだから。えー、っとね。おれ4番シンなんか。で、これ7、え、3級か。3級ローロか。1紙は。3級ローロだから1紙か。 ああ、サンキューロールを7強だわ。2番さんって怪しかったじゃん。2番さんってそう、正直防御感めちゃくちゃあったよね。自分ミスリードするかもしれないって言ってるから、めっちゃ防御感感じてて。で、9番って、あの、1周目徹底的に怪しんでたやろ。それなのに俺、シって言い切って言えれていいはずよ。で、対抗が釣りをしてる、6投票してる時点でおかしいやろ。 まあこれ3ーロ6ー7強やろ多分もう9番が俺入れてる時点で偽セットかるやろ絶対もう霊能が7入れてるんやろ霊能に合わせて今日絶対7釣りよ7番さんのおかしい要素って3番が8死んだ8死んだって言ってる人物釣ろうとしてないからね7番3が 出現します。9番さんが実施しました。夜になりました。占う対象のアバターをタップして選択してください。 結果は人狼でした <laughs> 昨夜襲撃されたのは3番さんです <laughs> 試合終了勝利しましたあよかったよかった。 いや諦めちゃだめ三ゃ級かいや四番さんがめっちゃ強靭に見えた四番さんなんでゴエサキ書かなかったのあれえゴエサキ9番の時 隠しろやからどっちにしてもブラフになる、あの、なんやろ。隠しろやから、やっぱり新四色で負けたらダメだから。あのね、陣外のほうが声先って後出しの方が得だから、どっちでも言えるから。あれを変えとかないと。いもうね、9が自爆、九が人狼で見えたときに8位に入れてる9番、8番に絶対あれ見えないから、気る。 決めなきゃいけないから、まあだから勝てないですよあれ自爆したら。えけど、<え>俺の強人はなかったの？え七強人だったえ七死んだった勝ちやろ？死んだったらですけどね。い七があん八が強人だったでしょ？うん俺がやっぱ死に見えた。 いやもう最後まで見えた。いやいや、2黒絶対打つでしょ。だって2番のことあんだけ疑ってるって言って2、黒打して2クロを撃つ。ああ、白打った時点で足に見えたってことか。そう、9番が。うん、つか7<も>まあ、それでも7を釣った後に黒打たれたらでいい,い,いんじゃないでも俺、最後絶対的な保険かけて7番越えしてるんですよ、最後はね。 いやけど7つああそっか7つって俺が3四郎打ったら勝ちやろだから一応7つだって色見て自爆でよかったねあれでも俺でさえ7八まあキューバーさんも8だ死んだと思ったでしょあれ最後ね <laughs> そうそう、8シーンだなぁと思って。変ですよね。<laughs> あれ、だ俺と9はさんも、もう<で>、俺と9はさんでさえ一緒になって八度を読してるくらいだから。いや、1がね、士っぽかったんですよ。4もあるかなと思いつつ。<や>ごめんなさい、それ<輩>。4でしかない。士は絶対4でしかなかった。 いや、それ以前の問題よ。789と人の発言ちゃんと聞いてるのかって話なんだよ。俺は79最初、釣れねえなって言ってんのにさ、釣り位置って言ってねえよ、一切。え釣れねえ ?79 視点合ってるから釣れないってとこからスタートしてんだよ、俺は。7番2あれ死んでないよ。 だから2怪しんでる怪しんでないんじゃなくて7級と視点が近いから釣れないって言ってるのあれ俺釣りっ置って聞こえたけど7級釣りたかったんだけどなって俺聞こえたけど違ったみんないや俺視点は7級釣れなくて24が良人街に見えてたのよ良人街いやーなくねえさ4番は 4番の時に2位なくね、4番って2位オカないと思って言ってるから評上、評価集じゃん。評価集になってるよ。2番って1番に関して、初週の発言であの印象を上げをした上で、4番って1番を叩いて2番をを上げしている、ここに関しての部分って番、4番から2番への評価集に見えていて、2番から4番に対してそこの指摘もなく、4番を白置きする構図って、めちゃめちゃ良人街に見えるよ。 うん、だから4番ロジックで2ないじゃんってだから4強の27ローロあるよいや普通にそういう風にも見えるし4強27にも見えるしあの2強あの48にも見えるんだ4848 48に見えるかなめちゃめちゃ見えた 48。だと思えば、2週目の段階で789とめちゃめちゃ人の発言、889で発言をねじ曲げてるから、なんだこれって俺が思ってんですうん。え、じゃあ俺だけ聞けば違うなえ、ちょっと待って、ガンマさんとアジアさんは多分言われたみだから、覚えてるやろ。ガンマさんどうだったの え、79つるって言ってるかなと思って。<laughs> え、言ってたよね。言ってた。アジアさんは釣れねえなって言ってて言ましたよえいや、だ俺もツリー置だって言われたから、あじゃあア番釣ろうって思って。え、ネモネム君は <laughs> 釣れねえなって俺言ったように聞こえてました、ね4番。4番さんはんどうとも取れるような言い方してたけど、その後の一番の発言聞いたら、 あ,あ、7級と視点合ってるがなんやなと思ったから俺1番か9番釣りたいって言ったうんなんか一番のその後の発言聞いてたらわかるよでもで,もで,でもどちらにせよクラムさん早期に殺そうと思ってたからなか釣ればよかったじゃんガママさんもったいないよあれが1釣りでよかったのね 1一から岸が出たらガーマンさん出りゃよかった八。八声は入ってるなって思ったんで、ちょっと面白いことい。いや、とちゃこさん、釣ったのを痛手だったと思うよ、あれ。いや、うん、あれは釣るべきじゃない。もう、発言、あれで残すってちょっとな,しないと思うんですけど、俺は。あれは無理無理無理。絶対的に変になる。いや、俺目線、オカミに見えんけどね、太鼓釣りをしてるし。

俺もミュートしようと思ったけどたで、あれできないと思って、アジアさんミュートにしてたから、数字確認したあーいや、何回もしたつもりだったんですけど、まあ、でもできた、みんなができてるんだったら僕、ただ単なるバグで、あっちが今回、例のだったんですけど、前回、釣った途端になんか緑色になったんですけど、今回は普通に白色だったんで、なんかバグかもしれないですね。うんうんうん。いや、まあ、バグはあるだろうよそれ、そりゃ。 なんなか、まあ、開発中っていうか、まあ、更新中なんで、なんかそういったのが改善されるのかなと思ったんですけど、なんかただのバグやったら別にいいと思って。うんちょっとみんな、なまだできますかん俺そろそろ抜けます。まだできる人いる あのできる人は誘惑に戻って今からメンテ入るから自分今から誘惑の方でて立てるんで、あのー、誘惑戻れる方は誘惑の方で参加お願いします全部誘惑立ててきますねラジオ感覚さんゲストありがとう 嘘つきディベート、あの、音声、音声サーバーのメンテ。小太郎さんギフトありがとう。はい、誘惑の方参加できる方いたらね、お願いします。ちょっと足りなさそうなんで、ぜひ誘惑参加できる方いたら、 お願いします、うんすメンテナンスだから、どうだろうね、小太郎さんありがとう。人いるかね はい、フレンド招待お願いします。コたろさんありがとう。あの、石埋めできる方いたらね、リスナーさん石埋めお願いします。この時間嵐多いんで、石埋めできる方いたらお願いします。 はい、皆さん、フレンド招待お願いします。リスナーさん、埋めできる方いたらお願いします。ああ、これ嵐だったっけ。ああ、これ嵐だ。 うーん集まらんかなこれ困ったねあ聞こえますか皆さんえっ、ー、とねエピソード人狼でもいい エピソード人狼6人村の4 7んはかぼちゃさんはかぼちゃさんいいあなんすかごめんなさいエピソード人狼でいいなんでもいいですよ4 7んははいいいエピソード人狼で人は集まんない感じうーん多分ね 待ってても待つもうちょっと待ってもいいけど嵐が来なかったら時いい473エピソードではいうんいい473ガオマさんとかぼちゃさんも、はい、はいはいはい一応ちょっと待とうか あやりますけど荒らし精査しますよ揃ったら一番荒らさないですはいフレンド招待お願いします 九番さん聞こえますか九番さん聞こえますかはーい九番さんサブアカですかあちょっとあの前のアカウントのログイン忘れてしまってああ名前何でした前のアカウントの名前は えっと、真実のセラタンって名前でやってました結構やってました試合数はああまあ結構ではないんですけどまあ500試合ぐらい3番とは同窓初ですかあはじめましてですねあ動画も配信も見たことない3番の あーちょっとごめんなさい、わかんないです。3D 人狼殺やってましたあ、ちょっとそれはやってなくてですね。この人狼殺だったとき、何年前かな、結構前なんですけど、そのときはやってました。はいはい。ちょっと皆さん、フレンド招待お願いします。たくまさん、たくまさん。 はいはい。ちょっと僕抜けますね。あ、なんかありますあ、僕あの、さっきの村でも5番とは同村拒否っていうことになったんで、もうあの、やりたくないんで抜けます。俺<れ> ?5 番さんと揉めたの。嘘な、な、さっきの村はいや、や僕喋りたくないんで、普通に抜けます。すいません。またお願いします。誘ってください。 はいはいはい何か5番さん言ったの8番さんにえもう5分前の村だったら設設の本さんさっきの5番さんなのかないやでも揉めてはないんだよね 燃めてないけど、なんか、釣り殺したってこといやいやいや、残ってた。しかも、二人ともスムラつむらで、あの、結果的に人類を負,負けたんだけど、多分その人だったら、なんだろう、言い合いは全くしてない。じゃあ、5番さんがミスリードしたってことか。いや、違う違う。普通に安定進行取ってたんだけど、なんだろ、う、安定進行取ってて、 で、例の釣り切りじゃなくて、なんか俺は例の釣り,釣,り釣り切りで投票したんだけど、占い釣れちゃって、じゃあ例の新進行するしかないよねってなって、グレー詰めて負けたっていうシチュエーションだと思うんだけど。うん、それでなんか八幡さん攻めたとかあるいや、どっちも攻めてなかったね。え、でも、なんで同人、同村もしもその人だったらだけど、なんで同村拒否なんだろうな。 うーんまあ名前見間違えたかもね。いやもしかしたらその可能性のことは全然言い合いとかしてなかった。74かもしれないね。うん74かもしれないもしかしたら。74って人いるわからんけど。みオちゃんできるおいお願いします ミオちゃんじゃないの <laughs> ちょっと待ってミ <laughs> オちゃんじゃないのはい、お願いしますちょっと待ってミ <laughs> オちゃん男性なのミオ <laughs> ちゃん同窓したことある人いますか みおちゃん、みうちゃんしどうぞ。んしたことある人いるえ、さんまさんそうですね。いつどうしたき昨日です。あーしてないね。ちょっと、みおちゃん、またね。知り合える時お願いします。うん、えー。 昨日はメット行ったもんね、<れ>メトロポりス。はい、2番さん聞こえますかはい、聞こえます。2>, 2番さんどうぞありますか誰かと。5番さんと8番さんとあります。4 7んありますか ?2 番さんと。ちょっともうおじさんだから覚えてないんだよね、正直。 八番さんありますか二番さん。私もちょっとあんま覚えてないですけどあります。八番さん名前変えた、えっと、ごめん覚えてないけどありますが言っちゃダメだよ。八番さん名前変えたずっとこれです。はいはいちょっとまあ怪しい。ちょっと二番さん 3D やってました はいなんでしょうか申し訳ないです。3D 人狼殺二番さんやってました。なんて名前でした？ヤナックです。<laughs> 偽,物ん偽物だこれ偽物だ二番さんまたお願いします。はいよろしくお願いします。 あれ、嵐ですね、たくまさん。うん、なく違う人だから。有名どころだすとわかるよね。ノリやんけ。俺、ちょっと八番さんに聞きたいんだけどさ、5番ですよ。 うういう雑音みたいな時はメトロポリスの方が有能かな。 あ、揃いましたねえー、っとねちょっと伝言入ってる可能性はあるんでちょっと立て直しますでガンママさん聞こえますかはいはいガンママさんあの感染なしで立ててもらっていいですかはい了解です、はい、じゃあ皆さん移動お願いします読んでくれると助かります 4番さん聞こえますかあはい、4番です。よろしくお願いします。4番さん、誰かと同損ありますかこの中で。あ、えっと、あまり急に村やったときないんですけど、あの、たくまさんと1回だけ同損したときあるんですけども。ああ、そっか。うーんと、自分以外はない。この中だと、 6番さんは6人か9人で多分試合やった時がありそうだなっていう名前見た時あるんでっていう感じですかねちょっとだけ<ロ>さちょっとだけ間違ってたらごめんやけどさっきのヤナック学校二2000に声似てるね4番さんヤナックさん、はい、えいやヤナックって誰ですかねいやちょっと似てるねと思っただけ多分違うやろ ガンマさん、蹴って4番ちょっと怪しいね。は <laughs> <laughs> あやっぱり正解やった。あらしでしたね。<laughs> さっきのヤナックさん語った人に声に出た。ああ。4番蹴って すごいね。なんでそのミニク好きなのはい、じゃあこのメンバーでいきます。あと今、ミルダムで配信中です。ご了承ください。8番さんから点呼お願いします。8番です。お願いします。9番です。お願いします。 1>, 1番です。お願いします。こちらです。はい、つ士ちゃんですあ。4番です。5番さん、どうぞ。はい、5番です。6番さん、どうぞ。はい、6番。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、まずね、あの、テンプレルールわからない方いますか 大丈夫ですかじゃあ簡単に説明しますね。薬害、スムラい禁止の一周目延長禁止。柱チャット禁止。えっ、ー、と、スムラの薬語りは OK ですが、あの、感想戦で荒れない程度でお願いします。あと、この村は初日下流度潜伏推奨村です。あの、平和村以外は、あの、極力潜伏選んでください。ただし、出てもルール違反ではありません。 で、言葉遣いに関しても厳しい村です。例えて言うと、あの、こいつ、あいつ、お前程度でも強制ずりになります。強弁、煽り、きつい口調、ちょっとした不愉快な発言も強制ずりになるんで注意してください。あと、オオカミさん、夜チャット漏れないようにお願いします。あとね、もし点チャットが来た場合、点チャットが来た場合、一応ね、 あの配損したいですとかなんか一応言わずに一応議論続けてください。で7番の位置まであの一応議論して自分が自分の位置で配損するか継続するか決めます。でまあよっぽど回してほしい時は自分が発言中の名前のあの発言中の人の名前をチャットに書くんで例えば松田寛平さん回してくださいとか書いた時はもう 皆さんそこも足で7の位置まで回してください。盤面によっては継続する可能性もあります。質問ある方いますかはい。じゃあ皆さん言葉遣い丁寧にいきましょう。じゃスタートお願いします。 まもなくゲームスタートです身分を確認してくださいはい霊能者でした,した目を閉じてくださいはいこれ最終戦だねまあ早く終わればうもう一戦できるけど今日4時までだからブラウドさんありがとうあとね皆さん 明日から入院です。明日から入院なんで、もう入院中、もしかしたら配信できるかどうかわかんないけど、できたらするって感じになりそうです。ブラドさん、レイルさん、ありがとう。う が来ました昨夜は誰も死にませんでしたレイルさんありがとう2番のプレイヤーは発言してください,ださいはいお願いしますそうですね1周目は潜伏して2周目にドーン進行で僕が時間指定するんでチャットで一斉しようとかどうでしょうか まあ、それで行きたいなと思ってるんで、飛躍を透かしたりはやめてくださいって感じですね。一周目なるべく僕の位置で、まあ発言、まあ、あの、ばって出ても、まあ視点破綻とかしないんで、そこは気にしないでいいのと、あと、なるべく発言しやすいように、ちょっとわかんないなーって思っても、思ったことがあったらフィーリングでもいいんで、うん、なんか、 できれば具体的な要素で挙げてほしいかなと思います。はい、以上です。3番のプレイヤーは発言してください。はい、僕が引いた役職は松田寛平でした。と、まあ、冗談を言っといて。うーん、そうね。2番に対しては、フィーリングでもいいんでって言った後に、具体的な要素を提示してほしいっていうお願いに変わったところは、 ちょっと違和感に感じたぐらいの感想を抱きました。あとは別に洋風にならないかな。はい、2周目の聞かないと。ただ、同信工を提唱して場面把握をきっちりやるって自分に圧かけたところは、まあ、えー、評価に値するって言ったら違うけど、まあまあ、防衛官と真逆かな。だからなんだろ、きっちりやっていくっていうところは、 買いかいなっていうぐらいに思いましたがそれ以上でもそれ以下でもないです、はい、4番のプレイヤーは発言してください,ださいあお願いします占い師でしたで7番さんにランダムで白刺さってますでなんかまあ2番さんはどんボ行って言ってたんですけど私はあんまり好きではないのでちょっと私占いなんで出させてもらいましたねまあでもただこの2番さんっていうのは なんだろ信仰の違いなだけで別にあ何とも思ってないですむしろ2番さんが何だろう、まあ、一番最初の位置でで結局なんだろう自分の、まあ、首を絞めてるだけだと思うので、うんまあ、黒,黒じゃないんじゃないかなーってなんとなく思ってますね、まあ、サモアさんはちょっとよくわかんないので、まあ、2周目頑張ります5番 のプレイヤーはは発言してくださいださい、はい、ごです,余内ですうんまあ、まあ、あくまで進行論の違いとは言っていたんですけど、4目線に2を評価できるんであれば、その進行論に乗ってもよかったんじゃねとは思ったんですけど、まあ、それが偽要素足りえるかって言ったらちょっと分かんないって感じですね。まあ、2周目のグレースケっていう感じで、2番さんに関しては2周目1かなと思うけど、まあ、3番さんのその、 様相でそうえっ、ー、とフィーリングでもいいんでって言った後にあのー、なんだっけあそうあの理,理由をちゃんと上げてって変わったところっていうのは俺も思ってたって感じ、まあ、なんか便乗みたいになっちゃうとちょったら嫌なんだけどっていう感じだから、うん、まあ、ありかしいんじゃないかなとは思ってますね2は2周目4番さんは、まあ、2のこと理解できるんだったら乗ってもいいんじゃねって思いました以上です6番のプレイヤーは 発言してくださいはい、2番さんコイン追加する場合115秒でコイン追加してない場合55秒でお願いします。まあ今1周目は、まあ、5番さんは評価できるかなと思います。はい、現状1周目はいいかなって思いました。あと、まあ他2周目で7番のプレイヤーは発言してください。うーんと、自分が怪しんでるのは4番さんと6番さん。 まあ自分は潜伏強いと思ってるんで4番さんが1周目に出てきたのは盤面作りたい人狼か狂人、まあ、どっちかだと思うで4番がロジックの時はもう2番さんの評価集してる感じがしてるんで24ちょっと見えないかなと思うでで6番さん怪しいのは5番さんになんかいいね いいねって言ってる俺ね結構なんかそういう「いいね」とか「白いね」とか「村っぽい」とかいうのが評価書に見える6番さんって5の「白助」して評価書してるように見えるしなんかちょっと発言がめっちゃ短いかなだから自分は4番さんと6番さんこの2人は怪しんでます8番のプレイヤーは発言してください はい8番です、えー、自分は6番さんが気になったかな発言短いっていうところだけでただ5番さんを評価できる点って俺は合ってた4番さんが2番さんを軽く評価してたのが俺は変だと思った進行論の違いだとしてもそれこそ自身で言ってた通りそれあの印象良し悪しには繋がらないと思うからだから4番さんがめちゃくちゃ偽に見えてて。 だから5番さんの時がは俺は結構まっとうに見えてるんだけどそこが6番さんと合ってるんだけど6番さんは単純に短いかなってしかも様子が全然落ちてなかったと俺は思うかなただ俺7番さんと違うの46っぽくないのは5番さんって4を結構疑うしてあったからなんか6番さんって46ロ,ロロだった時5番って5番を評価できんのかなって思いました。はい9番 のプレイヤーは発言してください、はい、えー、っと今今声聞こえてますか今声聞こえてますかねすみません。えっと私、占い師です。えっと、7番さん、シロです。7番さん、ランダムでシロです。把握お願いします。えー、っと、そうですね。<え>まあ、4番さん、対抗で出てるんで、まあ、今日映っていただきたいんですけれども、うん、まあ、賞味、 まあ、強靭一って言うんだったら8番さんかなって自分は思ってて、6番さんに対する殴りっていうのが時間の部分だけっていう、で、前半部分そのは肯定してて、後半部分ちょっと、あでも全面的には肯定してないよみたいな、そういうムーブー一番強靭やるんで、8強靭の4ロー、まあ、あともう1匹多く見つけていきたいと思います。7番さん、白白白お願いします。1番さんどう <laughs> 9番さん。1番のプレイヤーは発言,、はい、発言してください。お願いします。うーん。なんか、占いどっちもわからんなって感じ。9も7白同じようにつけてるんで、あとからつけた可能性もあるし。うーん。まあ、盤面もちょっと動きそうだよね。えー、っと。 5番さん、7番さんも。なんか動きそうだから、盤面確定してからでいいかな。ただし、えー、現状は8でいいかな。なんか、えー、すごい評価集みたいな動きがすごいあったよね。5の評価合うと言いつつ、4、6はないとかつって言ってるから。まあ、ちょっと2周目でしっかり釣り位置上げます。はい。2>, 2番。 のプレイヤーは発言してください10秒でお願いしますああ、あ <laughs> あだるいそうでしょちょっとだるすぎるんだけどそれえ待って待って待って9番騎士耐えいますああ、じゃあまあ6狼か多分6狼だと思いますよな出方全路だと思ってめちゃくちゃ嬉しかったね6番出てきて 9番すら1画。あ、だからか。いや、ごめん、ちょっとすっぽんだな、じゃあ。あ いやいやね、ごめん、ちょっと思ったことで先言いますよ。俺僕、9番があの4釣りたいとか、わかる分かんなかったこと言ってたから、3仕様になることが分かってるってなったら、正直7番さんがあるのかなと思ったら、7番の発言じゃなくてですよ。まあ、4が強人で7で囲えてるから、9番っていう狼が3仕様になることが分かってて、芯が出てくることが分かってて、4番に対して、えっと、今日4釣ってくださいとか言ってるのかなと思ったら、岸さんですか。うん。だから4が強人で6番が、 狼だと思います。で、7番が霊の9番は騎士が覚醒してグレーチどこか、まあ、ちなみになんだけどこれ8番さんとかが言ってた5は4とつながらないのはそう思ってましたあの4とつながりそうじゃない5番の考察って、まあ、まあ実際今4強陣の可能性が高いなと思ってるからあれなんだけど4番5番オオカミだった時って4番が えっと4番は2番のことを評価できるなら2番の進行に乗ってもよかったんじゃないっていうことを4の相方に対して言っときながら2は2で3番僕の城崎が言ってたようにえっとフィーリングでもいいって気をしたらちょっと臭みあったよねみたいなことを言ったじゃないですかまあこういう視点の持ってき方を4番5番でやるとは思えないからそこは切れてると思ってましたまあちょっと6つって,てください6か。 はい、まあ俺も気になってグレーは8番なんだな8番のコースの中で人狼探してねえって思って俺に対する視点だけ抜けてるんよだから俺に対して過激な視点でどういう要素かなって思って聞いてたんやけどただ3っていう数字抜けてんだと思って人狼位置がないのになんか普通に表だけ欲しそうな人物にしか見えてなかったからいずれにしても8番かなって。 っって思って思最初は評価できんかったんやけど、一番があ8番釣れるんやったらってちょっと思ったかな。だけど、様子は違ってたから、一番の考察は一番の評価俺の中で保留。うん。占い師はぶっちゃけ話聞いてみないと判断がつきかねるけど。つ、うん、きかねるけど。う,ーんうん。 2番が俺のし。わかんねえな、これに関して、俺、コーだし、二番ですね。あんまりか。ロックバシで、二番が。ロ番ク HP 引っか,かったから。ロックで、4番の主人と思ってしろ。なうーん。話決めねえと、判断。まあでもね、五番に対しての HP の上げ方が俺、ちょっとコー過度かなっていうふうに感じたよ。 オカミ狙うなら4か2だね。まあ、それって、俺は別に5番は白くも黒くもないと思ったわ。5番みたいな捉え方もあるんだなぐらいで思ったけど。4番のプレイヤーは発言してください。さいはい、お願いします。え、2番さんって占い師しようで3番3しようってことで大丈夫ですかねじゃあ ?2 番3しようって大丈夫ですよね多分はい。ってことは私目線えっと、き えとさっきの1周目の発言で6番さんが5番いいねえ無だけだったんで正直わかんないなって思ったんですけど私に白かぶせてくれた人はこの人はもう狂人だなって思ったんでもう普通に6狂人の2狼で見てます。で2老クになった時はちょっとあの相方位置がねまだ全然わかんないんですよ。 私のシロ先がちょっと霊能になっちゃってるんでうーんちょっと難しいかな5番のプレイヤーは発言してくださいうーんまあ占いからだったら4か6からいこうかなって思うけどなんか6番さんはあえてやってる感じがした5を白評価して まあなんかめちゃめちゃ違和感だからねやっぱ懸念というのは6からいってもいいかなと思うけど4番さんもなんか結局2の狼で見た時の相方がつってあんまり発言伸びてなかったからで初日のその2を評価した時にまあ進行論のあれだけどまあ2を評価するんであれば4潜伏してもいいんじゃないと思ったからただ2を評価するっていうのはその4が狼で2の白助っていう視点も全然あるから。 まあ占いだったら4、6どっちかから行きたいかなっていう感じですね。まあ、2番さんがその3番さん行ったけど、HP がそんなに低くなかったから、まあ、使用するメリットが人外であるかっていう多分発言だと思うんだけど、あんまりないと思,思ってるから、どっちかとて8番さんにヘッド溜まってたから、まあ、あるとしたら2番狼,2 2番狼が8番助けに行った2、8とかはあるかもしれないけど、っていうくらいですね。 うん、まあでも八番さんの1個だけ良かった点はその何だったっけえー、とね、えー、46はないよって言った発言かなその46で7番さんに言ってたその46でその5が4を叩いてるのにそこでが5の白評価する必要はないでしょって言ったところは通ってると思ったっすね6番さん2周目次第と思ってるんですけど現状は46どっちか行きたいなと思ってます以上です六番のプレイヤーは ちょっと分かんなくなりましたね。一周目は評価できたんですよ。あの、四番巨人が俺はもう見えてるからこそ、俺はもう同人口に目な、ね、の持って、五、まあ、番が四番の評価するってことは、まあそれ、まあ、要は五番のその通りですよ。評価できるんだったら全然乗ってもる感じなんじゃないかと、まさにその通りですよ。だから俺は一周目評価できたんですよ。よ一周目は評価できたんですよ。よただ分かんないですよ。四番巨人で五番の人狼があるから、まあ、 1>, 1週目評価できたけど2週目以降になるかなってはいだから時間指定もしたしまあ2番があのただもう分かんなくなったのは5番はねこれも3番も言えることなんだけどあの、ね、情報釣りっていう概念ないですか君たちはそこなんだよねマジでそれ意味が分かんない <laughs> ってかそもそも5番に なんか 4, 4、4、6って言ってんだったら、普通に6じゃなくて絶対4じゃないあれで4番のシ,シーンと終えるのそもそも。5番って。今の4番の発言聞いても。ってなっちゃうけど。<laughs> 4番と6番のなんじゃなくて、4番と6番だったらほぼ4番にいっちゃいそうですぐらいでいいんじゃないのそれか情報取りで2番釣ります。これは3番にも言えることなんだけど。俺は全然8番の評価は悪くなかったよ。うん。<laughs> あの、 ムラ視点だと多分そう,そういう5番の印象がなってただ6番には違和感だけどみたいな感じになるのが普通だと思った参考、はいね、なんじゃない仮にあの今回2番釣って俺噛まれたらまあもう正直分かんないから1番盤面変わるつってそれ,それ以前のも問題だから、まあ、35にどっちか手掛けた方がいいんじゃないかなと思ってますあの2番釣ればで確定で黒が落ちます、はい 7番くださいうーんとま,まずね霊能が行くから行くっていうのはやめてねとりあえずミイであの一番怪しい占い師行ってほしいんだけどまあ自分は6番さんに入れますその理由はまあ4番出てきて7四9番が7四打った時点で。 まあ4と9が白白だった時に6番狼の時っていうのは明らかに9が真に見えると思う太鼓の白に白打ってるからねから6番のローが4の強陣に刺して真殺しに行く白の打ち方に見えるんで俺は6ローだと思うんだよねで6で黒落ちたらまあ5番表回収してるから5のローがないっていうのが分かりそうなんでまあ6釣りがいいかなと思うんだけど まあこれ自分だけの意見なので自分が合ってるかどうかすらわかんないからまあミーでやった方がいいからもう2と4と6一番怪しい占い師に入れてまあちょっと8番さん9番さんの1番さんの話も聞いて6以外に入れる可能性もあるけどただ霊能が6いったから行ったっていう考察はやめてねうん 正直どうだろうね。発言占い師って信用勝負だからあんだけ短くていいんかなって思うけどな俺は。まあ自分は6から行こうかなと思う。8番のプレイヤーは発言してください、はい、8番です。2周目お願いします。 まあ俺は圧倒的に2にしか見えてないですね。多分2がはじゃなかったら負けるんだろうなと思ってます。2番の使用タイミングって4使用目ですよね。限りなく俺は芯だと思ってて、圧倒的に6番4番が偽だと思ってます。その時に多分1周目の発言って圧倒的ツリーチって、俺は6番がツリーチだと思うんですよね。発言の短さって普通村人ってできるだけ色を落としたいっていう考え方から始まると思うから、あの、 なおかうしかも、あの信用勝負を取る占いみとして、やっぱあの発言は俺一番ないなと思うし、そこに視点がいっておらず、6よりも初釣りたいっつった、一番最後、めちゃくちゃ折れへんかなって,グレーでって、1周目の段階から思ってたから、結構、4番と6番を疑う視点を残した、8番を釣り殺しに来た、4、1、えー、1、6はあるかなと思ってます。 まあこれ2進じゃなかったら本当に負けるかなと思ってますで、ね、俺。なそのラインが現状見えてるんでまず,まず信用勝負としてやっていけないことをやってる6番さんからで4番さんの2周目の考察も俺は芯がないなと思って強陣4四死点で6強陣だと思って4四白打ちにくるような視点に見えるかっていうと普通強陣って新占い師に対して白って刺さないと思うからその視点も合わないなと思ってるから。 めちゃくちゃゃく変かなと思ってますね。4視点って限りなく6路に行けようとかじゃないのかなと思う,思うけど、分からんけど、うん。まあ、間違いなく日清だと思ってます、俺は。はい、6からいきます。9番のプレイヤーは8人。うん、そうですね。8番さんがまあ、おかしいわ。 だって二番さんの新要素って、そのチャットの順番なわけでしょいやー、精査も草もないじゃん。あ、いや,いやいや、冗談です。えっ、ー、と、今の、えっ、ー、と、くくとそっていうあれですね。えっ、ー、と、言葉のあやです、本当に。えっ、ー、と、本当と、かりつっちゃったら本当にあれなんで。あごめんなさい。今のはク、くくとあの、ひらがなの五十音順の書きくと、えさせすせえそうのくとそうを、<laughs> ちょっとあのーを抜かして、えっと、言ってしまっただけなので、1と1分の1みたいな感じで、となんか1と1との一って1分の1になっちゃったときにその省略するじゃないですか。ごめんなさい、ちょっと日本人なので、ごめんなさいちょっと省略, <laughs> 省略が出てしまいました。本当に大変失礼いたしました。えっと,くとそうですね。くとそう そこだけちょっと本当に把握お願いします。本当にあの。そこ結構重要なところなので、くっとそうでございます。えっと、そうですね。で、あの、そうですね。二番で、八番さんに言いたいのが、あの、その、だから二番さんのその新要素っていうのが、その、チャット信用の順番なだけじゃないですか。でも、そうなっちゃうと、あの、 な何て言うんですかね、精査もクソもない。あ、ごめんなさい。えっ、ー、とえ、今のですね、えっ、ー、と、何<か> <laughs> えっと、すみません、今の、<laughs> 今もちょっとまた出てしまったんですけど、えっ、ー、と、くとそうですね、えっ、ー、と、例えば、あのー、えっ、ー、と、そうですね、1x って表記しないのと一緒ですね、すみません、x プラス y みたいな感じで x、1x プラス 1y っていう、そういうのがないので、1番。 のプレイヤーは発言してください、はい、えっ、ー、と俺盤面動くって言ったよねあの6番さん7番さんつって残して7番さんの言ってることは分かるし、えー、62世に出方として62世に見えるっていうのも分かるけどあのそれは順当に本当に何も透けてない状態で成立するから。 6かなり占いスかしてたし、えー、7番の霊能も結構見えたと思う村てで9番に関してはバリバリスライズしそうな雰囲気も結構出てたからあの2番が偽っていう場合もある2番ローで2番新ロー1その場合だから6釣りよろしくないはっきり言ってで今日は4釣るべき 4, 4強靭目で、えー、4で白が出れば 6の芯もも少しししは見えるかもしれないしで俺やっぱり5番さんがおかしいと思ううんで8番さん初周おかしいと思ったけど2周目そんなに悪くないだからそこがその盤面が動くかどうか見えてるか見えてないかの違いだと思うし見えてない人は6を偽6でローが落ちるかもしれんからつるって言うでしょ。 で、一番その占い審議しっかりつけてないの五5番だから。うん。だから今日4釣りで正直言うと太鼓占い捨てて26で5占いっていうのが一番かか,かつ確率が近い選択だと思う。だから今日4釣りが一番絶対丸いと思うんだけど。どうかね。俺は4しか入れない。投票を始めてください。ありえん イベー6番のプレイヤーが選ばれました6番のプレイヤーは 発言,<や>発言してください。意味が分かんない。<laughs> 本当にマジで意味が分かんない。なんでな,なんで2番釣れんの <laughs> ちょっと待って。なんで <laughs> おかしすぎるだろ。だってさ、俺ここまで言って、な,なんで2番釣れないいや、ごめん、あのね。 あのこれであの、とりあえず、じゃあ、きあの俺の結果をまずあの7番に見せてもらって、9番は絶対7番超えしてください,、はい。で、釣り切りしてください。で、俺の白結果を見た後に、みんながね、じゃあもう釣り切りだよねってな、じゃあ誰が怪しいんだってみ、みんな俺入れてるじゃん。意味わかんないから。 正直、今の1番も俺は意味がわかんない。あのー、なんか安定を取って4番に行くって言ってるけど、情報釣りなのか、ね、6番なのかな、この2択しかないと思ってるな、基本的に。普通に村人目線だったら。4番,4番釣るって,言ってるね、ね言思考よりかは絶対情報釣りの方が絶対鉄板的に強いね。い<や>だから、 あのなんかほんと俺358358 <laughs> からなんかバーって言われてるけどあのー <laughs> うん、まあいいやな言わないけど貯蔵釣りできないんだねって思いましたはいめちゃめ,めちゃくちゃ悲しいわ夜が来ました目を閉じてください うわ白かうんどうだろうねだからまあ六つって白なら2つあるか六番強じの時 筋に見えるから6番狂人で日本史の短歌どうだ 昨夜死んだのは2番3番のプレイヤーは発言してください<え>はいまあレれ詰メかな9番はちゃんと喋りな喋らないんだったらスキップして もう聞くにえないトラブルチャットで打つかどうかすごい迷ったからあと守り位置っていうのも書かないでほしいんやけどブラフだとしても書かないでほしいでそうっすね俺を8番に覚えた感覚は9番と印象逆です3番がヒットを8番って言ってんのに2番の白揚げをそれだけしたら 8番目線戦う位置っていうのがおのずと絞られてくるから、3番はないって言ってるのと同義だから、3番の票がそれでもらえるかどうか分からない。8番の言っていうことは響く響かないを置いといて、場面的に人狼だったらきついなっていう風に感じましたよ。ね。まあ、俺あえて言っとこうか。霊媒結果もらえますか。どうせ俺って隠しろなんで。 もう投票でわかるんですよあと、一番ン目線で4にしか行かないって言ったのはんで放棄になってるんかもちゃんと聞きたいです。で、5番を疑う要素もう少し定義してほしいです。で、5番目線一番どう映ったかも教えてほしいです。もし5番が隠子論になったとき、 この時は一番は8番と3番の5付けってどうしたんでしょうか ?4 番のプレイヤーは発言してください。あ、お願いします。3番さん白でした。なんで、あの、まあ、5、8、1なんですけど、え、3番さん、え、今日って、あれ、村目線って、あれ、 ローラーしないんですかねえ、あれわかんない。私のやり方は古いだけかもしれないけど。村目線って少違うのかなちょっとよくわからないんですけど。まあ、考察していくと、まあ、一番さんは多分昨日、あのー、多分4番に行くって言って、で、多分、 ほとんどの人が、まあ、拓真さんから、まあ、6投票、6投票って感じだったと思うんですけど、だ一番さんって私に、えっと、まあ多分票を集めようとして、多分投同票狙ってたんじゃないかなと思って、多分もう一周聞きたいなと思って、多分ね。だから、一番さんっていうのは、やっぱ視点が一番、あのなんていうの、揃ってるし、まあ考察がまあ納得いくんで、一番さんもほぼ白で置いてます。うん 58、まあ、どっちかなんだけど、まあ、58で比べた時ってやっぱ5番さんの視点が一番ブレブレかなって思うんですけどどうかな違うかなしてくださいうんてか,なんか4番さんはまあもうほぼ2世でしょうね確実に。うん なんですかその3番さんに対して「え占いローラーからいかないんですか?」ってでしかも昨日の発言で「1は4に入れます」って言ってるのに4目線その3占いの理由も納得いかないし、うんまあ、今日はもう4つりますねだと3番さんから言われたんですけど1番さんがどう映りましたか1番さんって自分に言ったんですよ占い精査をつけていない人物だと思っているから5が怪しいって言われたんですけど 自分って昨日の発言で4、6に行きたいな。4に関しては2週目に関して、なんか結局分かんないで終わらせて、グレ考察とか全然なんか精査をつけてなかった人物だと思ったから、4は怪しいなと思ったし、初日の段階で、例えば4番が狼だった場合は2の白助してるのかなとか。なんか2を評価しながら4がなんかそこに <coughs> 乗ればいいじゃんって俺は思ったから。 なんか怪しいなっていう視点を持ってたし6番さんに関してはなんかその2周目に理由を言ったっすけどなんか1週目の段階で全然発言なかったんでそれは当然6番怪し,ます怪しくなりますよっていうことだったんでなんかそ,のそれを言うんであれば1週目から言ってほしかったっていうのが、まあ、自分村目線ってなるんでだから46って。 って言ったんですけど、それで一番さんがなんか占い精査をつけてないっていうのがめちゃめちゃなんか雑だなって思いました。はい。当然一番さん怪しんでますよ。はい、今日4つりますね。7番のプレイヤーは発言してください。いや、まず例の結果聞かんかな。三3番さんもすぐ聞かないし。3番さん隠し色じゃないからね。 いやちょっと怪しいこれ2神って三コロあるで二三ローローの4強4番投票って3番さんだけやろ一番放棄かうん,なんか2かみって 6で白連れてて2かも。ちょっと待っんまず一つ言いたいのは、これ、占い3人とも白だったら、そこの時は言ってねオオカメさん。リア卿とか言ったなら、いないね。いない前提でやるよ。じゃあ、いないね。 うーん。もう4番は明日でいいよ。占い噛んでるから、俺は3でいいか、さ。5番も怪しいけどな。まず、例の結果聞くんじゃないのちょっと、1と8発言聞けんけど。え野球いるのちょっと、狼自爆してじゃあもう、ちょっと終わらせよう。9号、5?

カリオド出てないのに高級ってあるの朝が来ました昨夜死んだのは七番。 8番、のプレイヤーは9番、は発言してください。1番、9番、は発言してください。4番、のプレイヤーは8発言してください。えー、これ何カリュと誰な ?6 なんこれ。 これ6、6番何ちょっと9番のプレイヤーが選ばれましたはあゲーム終了え何こ,にです何これ何これチーミングか チーミングかうんうんどういうことこれこれ4番さん棋士やったっすねえちょっと5番さん9番さんどういう会話したのいや普通にあのー、やりましょうって言ってであのー番さん狩りすらして で白白ってなってあれってなって俺あの2週目とかでもあのカリスラ出るんかなと思ったんですよ全然出ないからでたくまさんがこれリアキョいるんじゃないって言ったからあこれリアキョいるわと思ってキーボードを開示しましたああホスチェンをしてとりあえずホスチェンホスチェンホスチェンをしてホスチェンあと1人ホスチェンホスチェン えーと9番さんどういうこと ?4 番さん知り合いいやあの勝ちに行っただけですカリウッドで最高出てくると思ったんですけどうんそんな連携取れるこれ 4番、9番なんか怪しいけどな、これ。あ,あ、6番さん。どこで8番しかスメラが広んと思ったん。何、6番さん。あの、これちょっと言わないでお,おいたんだけど、俺、わかんなかったから。あの、6歩、うん、前の村でね、あの、9番さんなんだけど、 なんか抜けてくださいって言っても9番さんずっと抜けなかったのよ。で、なんかルームマスターが切るの嫌だから自分で抜けてもらっていいって言われてもずっと抜けなかったのね。ただ俺はこの人が嵐かどうかはわからなかった。とだ、うん、けっとく。はあはあはあ。で、さっきの4番はいたえ、いなかった。9番さん、それちょっと事情話して。 あの時は、なんか、その前の村で、その天皇、その言ってきた人、なんかその、突っかかってきたので、この人、荒ですって言われたんですよ。で、自分、荒らしじゃないですって言って、で、なんかもう、蹴ってくださいみたいな。その人の村だったみたいで、なんか、多分、うちはネタっていうか、なんかその,その人の村に入っちゃったみたいで、で、なんかその人から言われたんですよ。この人、荒ですみたいな。そしたら、なんか、もう、なんか、 もうこの人の村だからみたいなもうなんか自分の意見聞いてもらえなくてでなんか自分こずっと抗議してたんですよあの今日の、うん、それで,でそれであのいや私は本当にあなたの天候の声が聞こえなくてってずっと言ってたんですけどあの もう、ルーマスからも出ててくださいみたいな。いや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 、<で>荒らしてないです、うん、ち,ょちょっと待って、号泣で夜会はどう話したのこれ、狩人占い出てるって判断号泣は。いや、そうですそうです。だから、え、狩りどこいるんですかってなって。これ、<分>コイキングさんが言ったのコイキングさんが言った。そう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 。4番強人で、自分たち落ちて、4番強人じゃないですかって言ってたんですよ、号泣で。 4番強人で打ち分け合わんやろ。で,であの2番かんだわけですよね。ってなった場合にまあジャックさんそのしないと思ったけどそういう2番さんもしかして仮先府いやでもしないのよなとかって思いながら議論しましたね。え6シーンで打ってました自分たち。えっと9番さん言いたいんだけど6シーンで2と4の打ち分けは 四強の二郎みたいな感じです。二郎って高級ローロだよね。あっ、私違います。自分はだから、その、どっかに狩りがいて、いつ出てくるんだろうっていう感じですね。だ結局、自分目線どこつってもよかったんで。うん、ちょっと、9番さん無理だわ。 ちょっと怪しいんでごめん退出してもらっていいえ今の「ロー」って言ったのがあれですかいやいやちょっとねいい連携が4番と9番が連携取りすぎあのこのゲームってチーミングっていうのがあるのよ。友達同士で裏でいろいろやったりね自分の役職何だって言い合ってるのとかあと4と9がねお互いなんかこういう連携できないから。 なんか怪しいからやってるかどうかって分かんないよ9番さん自身がただちょっと怪しい人はちょっと抜けてもらわないと分かんないからいい9番さん申し訳ないけどいやまたこうやってなんか言われてるのカリュードル勝ちに行こうとしただけなんだ,だったら5番も普通に同じ罪なんじゃないんですか共犯というかいやいやあの5番さんはずっと一緒にやってきてて そういうことしない人ってもう一応信用してるから9番ーーさんってやったことないからネットね1時間時間無駄にするからあのちょっとね怪しい人は出てってもらってるのよいや怪しくないですよああ でも二週目の。発言は大なり小なり変って。あれ、同じアカウントでしてるって可能性ありません。いや、声は違ったんと思うけどね。ああ。 暴言だ、共弁だともう言ってしまったものは謝罪してもうしょうがないよ、突発的なもんやから。だけど、そうかどうのくねのっと言うのに時間かけて、わけのわからんことをって正直も早、はい、回してくれって思った。いや、だから相方だけど、いや、何言ってんだろうだって <laughs>。 一と一分の一とかもコこモイワいトン、一と一分の一度のもコテモイワット一と一分の一度のとかもコテモイワットあ、この人天候が入るでしょう。何さっきの9番いや、あの、 2個前の村でこの人天候へ入られた。この人。さっきの人とは違う。うん。なんか本当あれだね。このアプリってすごくいいゲームだけどね。ちょっと未完成なとこ残念だよね。ほんと。 んとね、ちょっと自分、あの明日から入院して、明後日手術で、言っとくちょっとゲームできないから、また退院したらね、皆さん遊んでください。そ最後ちょっとね、嵐精査ミスって申し訳なかった。皆さんまた退院したらね、お願いします。ありがとうございました。お疲れさんでした。あ、高野さんお大事に はい、ありがとう。またお願いします。はーい。はりまさんギフトありがとう。うん、荒らしの可能性あるね。はぁ、うん。ほんとね。俺、このゲームめちゃくちゃ好きだけど、ん、えっと、未完成なとこ利用して荒らしてくるのとか、 さっきのそのシステムを利用して荒らしてないけど、ほんと不愉快。気まりないよね。あります。ありがとう。じゃあ今からね、アーカイブのアップロードしたいと思います。あ、こイいキングさんお疲れさんです、ね。いや、なんかおかしいなと思ったんよ。うーん。なんかおかしいから、リアキョいねえかなと思って。 アコイキングさんありがとう。はい、じゃあ今からアーカイブアップロードします。